黒トカゲ、江戸川乱歩、暗黒街の女王。これね、女王、女の王って女王って読むらしいですね。女王ではない、女王らしいですけど、女王でもいいんじゃないと思ったりしますけれども。この国でも一夜に数千羽の七面鳥が占められるという、あるクリスマスイブの出来事だ。 帝都最大の陰神地帯、ネオンライトの闇夜の虹が、イクマンの通行者を五式に染めたる G 街。その表通りを一歩裏へ入ると、そこにこの都の暗黒街が横たわっている。G 街の方は、午後十一時ともなれば、夜の人種にとっては誠にあっけなく、しかし、帝都の代表、町にふさわしい行儀よさで、 ほとんど人通りが途絶えてしまうのだがそれと引き違いに背中合わせの暗黒街がにぎわい始め午前2時3時頃までも男女の飽くなき凶楽児どもが窓を閉ざした建物の薄暗がりの中にうようよとうごめき続ける今も言うあるクリスマスイブの午前1時頃その暗黒街のとある巨大な建物 外部から見たのでは、まるで空き家のような真っ暗な建物の中に、桁外れな狂気めいた大夜会が、今、最高潮に達していた。皇居のダンス場ではないが、公に許された皇居。皇居のダンス、ダンス場かな皇居のダンス場ではないが、それに劣らぬ広々とした床の滑らかな一室に、数十人の男女が、 あるものは杯をあげてブラボーを叫びあるものはだんだら染めの尖り帽子を横っちょにして踊り狂いあるものは逃げ惑う少女をゴリラの格好で追い回しあるものは泣きわめきあるものは怒り狂っている上を五色の粉紙が雪と舞い五色のテープが滝と落ち数知れぬ赤青の風船玉がむせ返るタバコの煙の雲の中を戸惑いをして乱れ飛んでいた。 あるものはあるものはあるものはですね、えー。こういうあるもの続き、リズム続きで踏んでるときは、私は初めちょろちょろ中パッパ。料理全然しないのに。えー、ぐらいの気持ちでいきます、えー。あるものは、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 みたいなことでやっていくと、私は楽しい。ということでございます。えつこさん、こんばんは。桜ちさん、こんばんは。えー、堀さん、こんばんは。そして、みけさん。 みけさん、ありがとうございます。頂戴いたします。なんか文庫本でも買います。ありがとうございます。えー、スパチャちゅうやつですね。ありがとうございます。ク、え、ロ、ー、トカゲでございますけれども、読んでっております。えー、会場がすごいにぎわっていたよというところですね。あ、クロトカゲ聞けるの嬉しいです。みけさん、ありがとうございます。 いやいや、私本当に何の前情報もないので、何の話かも知らないまんま読んでいきますけれども、行きましょう。すごい言葉が次出てくるな。いやあ、ダークエンジェルだ、ダークエンジェルだ。黒天守のご従来だぞ。ブラボー、女王様万歳。口々にわめく酔いどれの声声が混乱して、たちまち休賛の拍手が起こった。 自然に開かれた人垣の中を、ウキウキとステップを踏むようにして、部屋の中央に進み出る一人の夫人。真っ黒なイブニングドレスに、真っ黒な帽子。真っ黒な手袋、真っ黒な靴下、真っ黒な靴。黒ずくめの中に、輝くばかりの美貌が、ドキドキと蒸気して、赤いバラのように咲き誇っている。諸君、ごきげんよう。 僕はもう酔っ払ってるんです。しかし飲みましょう。そして踊りましょう。美しい婦人は右手をひらひらと頭上に打ち振りながら可愛らしい巻き舌で叫んだ。飲みましょう。そして踊りましょう。ダークエンジェル万歳。おーい、ボーイさん、シャンパンだ、シャンパンだ。やがてポンポンと華やかな小銃が鳴り響いて、 コルクの玉が五式の風船玉を縫って焦点した。焦点した。そこにもここにもカチカチとグラスの触れる音。そしてまたしてもブラボーダークエンジェルの合唱だ。暗黒外の女王のこの人気は一体どこから湧いて出たのか。たとえ彼女の素性は少しもわからなくても、その美貌、そのずば抜けた振る舞い。 そこ知れぬ贅沢、おびただしい宝石の送信具、それらのどの一つをとっても女王の資格は十分すぎるほどであったが、彼女はさらにもっともっと素晴らしい魅力を備えていた。彼女は大胆不敵なエキシ、エキ、エキジビジョ、エキジビショニストであったのだ。エキシビジョンのあれですかね。 黒天使いつもの宝石踊りを所望します誰かが口を切るとわあというどよめきそして一斉の拍手片隅のバンドが音楽を始めたわいせつなサキソフォンが異様に人々の耳をくすぐった人々の円人の中央にはもう宝石踊りが始まっていた黒天使は今や白天使と返事だ 彼女の美しく蒸気した全肉体を覆うものは、二筋の大粒な真珠の首飾りと、見事な翡翠の耳飾りと、無数のダイヤモンドを散りばめた左右の腕輪と、三個の指輪の他には、一本の糸、一枚の布切れさえもなかった。彼女は今、チカチカと光り輝く桃色の一肉塊に過ぎなかった。それが手をゆすり、足を上げて、 エジプト宮廷の生めかしき舞踊を巧みにも踊り続けているのだランポ先生この辺り書くの楽しかったんでしょうねきっとねお前見ろ黒トカゲが生い始めたぜなんて素晴らしいんだろううん本当にあの小さな虫が生きて動き出すんだからね粋なタキシードの青年がささやき交わした 美しい女の左の腕に一匹の真っ黒に見えるトカゲが張っていたそれが彼女の腕の揺らぎにつれて水盤のある足をヨタヨタと動かして這い出したように見えるのだ今にもそれがかとか肩から首首から顎、そして彼女の真っ赤なヌメヌメとした唇までも這い上がって,き這い,上がっていきそうに見えながら いいいつまでも同じ腕にうごめいている。真に迫った一匹のトカゲの入れ墨であったさすがにこの恥知らずの舞踊は45分しか続かなかったがそれが終わると感激した酔いどれ紳士たちがどっと押し寄せて何か口々に劇場の叫びを上げながらいきなりラビ人を胴上げにしておみこしの掛け声勇ましく。 室内をぐるぐると回り歩いた。寒いわ寒いわ、早くバスルームへ連れて行って。くせ船のまにまに、みこしは廊下へ出て、用意されたバスルームへと練って行った。暗黒街のクリスマスイブは、この夫人の宝石踊りを最後の打ち止めにして、人々はそれぞれの相手とホテルへ、自宅へ、散々午後帰り去った。 これクリスマスイブの話だって知ってたら、一昨日やったのにねっていう感じですね。ええー、二千。え、二千二十二年の十二月二十六日にお送りしております。お祭り騒ぎの後の広間には、五色の粉紙とテープとが。船の出た後の波止場のように、汚らしく散り敷いて、また。まだ浮力を残した風船玉が。 ちらほらと天井を張っているのも物寂しかったその舞台裏のように荒涼とした部屋の片隅の椅子に一塊のボロクズみたいに哀れに取り残されている若者があった肩の張った派手な島のサックコートに赤いクラバットどこやらキザな風景の剣闘選手のように鼻のひしゃげた筋骨たくましい一癖ありげな男だ それが、風彩に似合わず、くしゅんとしおれかえってうなだれているものだから、ついぼろくずにも見えたのだが。人の気も知らないで、何をぐずぐずしてるんだろうな。こっちゃ命がけの土壇場なんだぜ。こうしているうちにも、でかが踏み、踏ん込んできやしないかと、気がきじゃありゃしねえ。彼は、ぶるぶると身震いして、もじゃもじゃの髪の毛を五本の指でかき上げた。 そこへ、制服を着た男ボーイが、テープの山を踏み分けて、ウイスキーらしいグラスを運んできた。彼はそれを受け取ると、遅いじゃねえかと叱っておいて、ぐっと一息に煽って、もう一つと、おかわりを命じた。純ちゃん、待たせちゃったわね。そこへやっと、若者の待ちかねていた人が現れた。ダークエンジェルだ。 うるさい坊ちゃんたちをうまく巻いて、やっと引っ返してきたのよ。さあ、ああんたの一生に一度のお願いっていうのを聞こうじゃありませんか。彼女は、前の椅子に腰掛けて、真面目な顔をしてみせた。ここじゃあだめです。んちゃんと呼ばれた若者は、やっぱり充面を作ったまま、沈んだ面ですね、沈んだ調子で答える。 人に聞かれると悪いからええ。クライムええ。クラ、クライムっていう問い、面白いですね。クライムええ。傷つけでもしたのいや、そんなことならいいんだが。国威夫人は飲み込みよく、それ以上は聞かないで立ち上がった。じゃあ、外でね。 じいは地下鉄工事の妊婦のほかには一っこ一人通ってやしないわ。あそこを歩きながら聞きましょう。ええ。そして、この異様な一対は、醜いアカネクタイの若者と、目覚めるばかり、目覚めるばかり美しい黒天女とは、肩を並べて建物を出た。外は、街灯とアスファルトばかりが目立つ、死に絶えたような深夜の大道であった。 コツコツと二人の靴音が一種の節を作って響いていた。一体どんな罪を犯したっていうの純ちゃんにも似合わないひどいしょげ方ね。国威夫人が切り出した。殺したんです。純ちゃんは足元を見続けながら低い不気味な声で言い切った。まあ、誰をさ。 黒天女はこの驚くべき答えにさして心を動かした様子もなかった色がたきをです北島の野郎と咲子の天おですまあとうとうやってしまったのどこでやつらのアパートで死骸は押し入れの中に突っ込んであるんです明日の朝になったらばれるに決まってます 3人のいきさつはみんなが知っているんだし、今夜あいつたちの部屋へ入ったのは僕だということがアパートの番人やなんかに知れているんだから、捕まったらおしまいです。僕はもう少し茶場にいたいんです。高飛びでもしようっていうのええ。マダム、あんたはいつも僕を恩人だと言っててくれますね。そうよ。あの危うい場合を救ってもらったのだもの。 あれからあたし、純ちゃんの腕っぷしに惚れ込んでいるのよ。だから、恩返しをしてください。高飛びの費用、千円ばかり僕に貸してください。それは、千円ぽっちわけないことだけれど、あんた、逃げをせると思っているの。だめよ。横浜か神戸の鳩場で、こまご、まごまごしているうちに捕まってしまうのがオチだわ。こんな場合に泡を食って逃げ出すなんて、ぐのこっちょよ。 国威夫人はさもそういうことには慣れきっているような口ぶりであった。じゃあ、この東京に隠れていろって言うんですか。ああ、まだしもその方がましだと思うわ。しかし、それでも危ういことは危ういのだから、もっとうまい方法があるといいんだけれど。国威夫人はつと立ち止まって、何か思案をしている様子であったが、 突然妙なことを尋ねた「んちゃんのアパートの部屋は5階だったわねええだがそれがどうしたというんです」若者はイライラして答えた「まあすてきだ」美しい人の唇からびっくりするような声がほとばしった「うまいことがあるのよ」 まるで申し合わせでもしたようだわ。ねえ、純ちゃん。あんた、全く安全になれる方法があるわ。なんです、それは。早く教えてください。黒天女は、なぜか得体の知れぬ薄笑いを浮かべて、相手の青ざめた顔をじっと覗き込みながら、一語一語力を入れていった。あんたが、死んでしまうのよ。 雨宮純一という人間を殺してしまうのよ。ええ何ですって純一青年はあっけに取られてポカンと口を開いて暗黒街の女王の美しい顔を見つめるばかりであった。地獄風景天宮純一が、 約束の京橋のたもとに立ち尽くして、国威夫人を待ちかねているところへ、一台の自動車が停車して、黒の背広に鳥打ち棒をかぶった若い運転手が窓から手招きをした。いらないいらない。流しタクシーにしては少し車が上等すぎるがと思いながら、手招きで追いやろうとすると。僕だよ僕だよ。早く乗りたまえ。 運転手が笑いを含んだ女の声で言った。あ,あ、マダムか。あんた、運転ができるんですか純一青年は、あの宝石踊りの黒天女が、たった10分ほどの間に背広の男姿になって、自動車を運転してきたのを知ると、一興を喫しないではいられなかった。人驚きですね。もう1年以上の付き合いだけれど、 この衣婦人の素性は彼にも全く謎であった軽蔑するわね僕だって車くらい動かせるさそんな妙な顔してないで早くお乗りなさいもう2時半よ早くしないと夜が明けちゃうわ純一が面くらいながら客席に腰を下ろすと自動車は邪魔者のない夜の大道を矢のように走り出した この大きな袋、何です彼は、ふとクッションの隅に丸めてあった大きな麻袋に気づいて、運転台に尋ねかけた。その袋があんたを救ってくれるのよ美しい運転手が振り向いて答えた。なんだか変だな。一体これからどこへ何をしに行くんです 僕、少し気味が悪くなってきた。G 以外の英雄が弱音を吐くはね、何にも聞かないって約束じゃないか。僕を信用しないとでも言うのいや、そういうわけじゃないけれど。それからは何を話しかけても、運転手は前方を見つめたまま一言も答えなかった。車は、 有効園の大きな池の淵を回って、坂道を登ると、長い平ばかりが続いて、人家もないような、妙に寂しい場所で停車した。純ちゃん、手袋持っているでしょ街灯を脱いで手袋をはめて、上着のボタンをすっかりはめて、帽子をまぶかに、まぶかにおかぶりなさい。そう命令しながら、男装の霊人は、 自動車のヘッドライトもテールライトも車内の豆電灯もすっかり消してしまった。あたりは街灯もない暗闇であった。その闇の中に全く光を消しエンジンを止めた、えー、車台が目倉のように立ちすくんでいた。さあ、その袋を持って車を降りて僕の後からついてくるのよ。純一が 命ぜられた通りにして車を出ると、黒い背広の襟を立てた西洋泥棒みたいな風体の国衣夫人は、彼女も手袋をはめた手で彼の手を取って、ぐんぐん引きずるようにして、そこに空いていた門の中へ入っていく。空を覆う巨木の下を幾度も通り過ぎた。広々とした空き地を横切った。何かしら横に長い西洋館のそばを通った。 ちらほらとほたるびのような街灯がわずかに陰険するばかりで、行く手はいつまでも闇であった。マダム、ここ T 大学の校内じゃありませんかしっ、物を言っちゃいけない。握った手先にぎゅっと力を込めて叱られた。凍るような寒さの中に繋ぎ合わせた手のひらだけが二重の手袋を通して、 暖かく汗ばんでいるだが殺人犯の雨宮淳一はこの際女を感じる余裕などを持たなかった闇を歩いているとともすればつい23時間前の劇場がよみがえり彼のかつての恋人の咲子が喉を締めつけられながら歯の間から舌を出して口の端からタラタラと血を流して 牛のように大きな目で彼をにらみつけた行走が空中をひっかくようにした断末魔の5本の指が行く手いっぱいの巨大な幻となって彼を脅かしたここういういとははやっぱ筆が走りますね乱歩先生はね。先生しばらく行くと広い空き地の真ん中に赤レンガらしい平屋の洋館がぽっつりと立ってその周りを朽ちかけた板塀が囲んでいた この中よ国威夫人は低くつぶやいて板戸の錠前を探していたが合鍵を持っていたのかカチカチと音がすると難なくそれが開いた塀の中へ入って板戸を閉めると彼女は初めて用意の懐中電灯をつけ地面を照らしながら建物の方へ進んでいく地面には一面に枯れ草が乱れて 住む人もない化け物屋敷へでも踏み込んだ感じである。三段ほどの石段を上ると、白ペンキのところろのところまだらに剥げた手すりのポーチのようなものがあって、そこの壊れた漆喰を踏んでろっぽ行ったところに古風ながっしりしたドアが閉まっている。国威婦人はそれをまたカチカチと合鍵で開いて、 さらに同じようなドアをもう一つ開くと、ガランとした部屋に出た。外科病棟に行ったような強烈な消毒剤の匂いが何かしら一種異様の甘酸っぱい匂いと混じって鼻をつく。ここが目的の場所よ。順ちゃん、あんた何を見ても声を立てたりしちゃいけませんよ。この建物には誰もいないはずだけれど、 塀の外を時々巡回の人が通るんだから。黒天女の囁き声が脅かすように聞こえた。純一青年は何とも得体の知れぬ恐怖にぞっと立ちすくまないではいられなかった。この化け物屋敷みたいなレンガ建ては一体どこなのだこの花をつく異臭は何であろう 物言えば四方,に四方の壁にこだまするかと思われる広間には全体何があるのだろうまたしても闇の中に北島と咲子の断末魔の吐き気を催すような集会なものすごい形相が二重写しになってまざまざと浮き上がった俺は今やつらの悪霊に招き寄せられて読みの闇をさまよっているのではないかしら 彼は生まれてから経験したこともない奇怪な錯覚に陥って体中に油汗を流していた国威婦人の手にする懐中電灯の丸い光は何かを探し求めるようにそろそろと床の上を張っていった敷物のない粗い木目の床板が一枚一枚と円光の中を通り過ぎるやがて ニスの剥げた頑丈な机のようなものが足の方からだんだんと光の中へ入ってくる。長い大きな机だ。おや人間だ。人間の足だ。ではこの部屋には誰かが寝ているのだな。だが、嫌に干からびた老人の足だぞ。それに足首にひもで木の札が結びつけてあるのは、 一体どういうい意味なのだおやこの親父、寒いのに裸で寝ているのかしらえ光はももから腹腹からあばら骨の見えすいた胸へと移動し次にはニワトリの足みたいな首からがっくり落ちた顎、バカのように開いた唇むき出した歯黒い口曇りガラスのような光沢のない眼球 死骸だこのパーツパーツをね、語っていく感じも面白いですね。純一は最善の幻と今円光の中に現れたものとの不気味な符号に震え上がった。大罪を犯して心乱れた彼は、大罪だろうけど、大罪ってルビが振ってありますね。大きな罪。 題材を犯して心乱れた彼は、まだその部屋がどこであるかを悟り得ないで、俺は気でも違ったのか、それとも悪夢にうなされているのかと思いまどった。だがその次に、懐中電灯が映し出した光景には、さすがの彼も、国威夫人の注意を忘れて、ギャッと叫ばないではいられなかった。これが、地獄の光景でなくて何であろう。 そこには三畳敷ほどの大きさの湯船のようなものがあって、その中に二重にも三重にも老若男女の丸裸の死体がうじゃうじゃと積み重なっているのだ。血の池に猛者どもがひしめき合っている地獄絵にそっくりの物の恐ろしいありさま。これが果たしてこの世の現実なのであろうか。ジュンちゃん。 弱虫ね驚くことなんかありゃしないわ。これ、解剖実習用の死体置き場なのよ。どこの医学校にだってあるものよ。国威夫人の声が大胆不敵に笑っていた。ああ、そうなのか。やっぱりこれは大学の校内だったのか。しかしそれにしても、一体全体何の用事があって、こんな不気味な場所へ来なければならなかったのだろう。 さすがの不良青年も美しい同伴者のあまりにも異表外な行動に目を見張らないではいられなかった懐中電灯の沿光は死体の山の前傾を一通りなで回してからその上層に横たわっている一個の生々しい若者の裸体の上に止まった闇の中に異様な幻想の絵のように一人の青年が黄色い肌を晒して じっと動かないでいたこれよ国威夫人は懐中電灯を若者の死骸からそらさないでささやいたこの若い男は軽精神病院の飼料、えー、患者で飼料かな施療かな,療かなえー、っと施術のせに診療の量どっちかだと思います 患者で昨日死んだばかりなのよ。軽精神病院とこの学校との間に特約が結んであるもんだから、死ぬとすぐ死骸をここへ運ばれたの。この死体室の事務員はあたしのお友達、まあ古文といったような関係になっているのさ。だからあたし、この若者の死骸があることをちゃんと知っていたっていうわけよ。どうこの死体では。どうって 純一はドニマにした。一体この女は何を考えているのだ背格好も肉付きも、あんたとよく似ていはしなくって違うのは顔だけじゃなくって言われてみると、なるほど、年配も体の大きさも彼自身とちょうど同じほどに見えた。ああ、そうか。 こいつを俺の身代,わりに身代わりに立てようっていうのか。だがこの女はまあ、まるで貴婦人のようなきれいな顔をしていて、なんて大胆な恐ろしいことを思いついたものだろう。ね分かったでしょどう私の知恵は。魔法使いでしょだって人間一人この世から抹殺してしまおうというんだもの、思い切った魔法でも使わなきゃできっこないわ。さあ。 その、その袋をお出しなさい。ちょっとばかし気持ちが悪いけど、二人でこいつをその袋に入れて、自動車のところまで運ぶのよ。純一青年は、死骸なぞよりは、彼の救い主の国威婦人が恐ろしくなった。一体この女は何者だろう。お金持ちの勇敢マダムの残虐遊戯としても、あまりに念が入りすぎているではないか。 彼女は今、死体係の事務員を彼女の子分だと言った。こんな学校の中にまで子分を持っているからには、この女はよほどの大悪党に違いない。んちゃん。な、さ、早く袋を。闇の中から、女会の声が叱りつけた。女の怪物、女会。叱りつけられると、 純一青年は一種異様の威圧を感じて心が痺れたようになって猫の前のネズミみたいにただ彼女の言うがままに動く他はなかったホテルの客帝都第一の軽ホテルにもその夜内外人の大舞踏会が催されたがほとんど鉄勝を踊り抜いた人たちもすでに帰り去って 玄関のボーイどもが眠気を催し始めた。夜明け前の午前5時頃、スイングドアの前に一台の自動車が横付けになった。緑川夫人のお帰りだ。ボーイたちはこの贅沢な美貌の客に少なからぬ好意を持っていたので、素早くそれを悟ると先を争うように自動車のドアに走り寄った。 毛皮の街灯に包まれた緑川夫人が降り立つと、その後から一人の男性の同伴者が現れた。年配は四十くらい。ピンと跳ねた口ひげ、三角型の濃い顎ひげ、べっ甲縁の大きなメガネ、毛皮の襟のついた厚ぼったい街灯。その下から礼装用の島ズボンが覗いていようという政治家めいた人物だ。 この方、お友達です。あたしの隣の部屋空いてましたわね。あそこへ用意をさせてください。緑川夫人は、カウンターに合わせたホテルの支配人に声をかけた。はあ、空いております。どうか。支配人は愛想よく答えて、防衛に支度を命じた。髭の客は、 黙ったままそこに開かれた帳簿に署名して、夫人の後を追って正面の廊下を入った。署名は山川健作となっていた。部屋が決まって、めい,めいに付属のバスルームで入浴を済ませると、二人は緑川夫人の寝室に落ち合った。モーニングの上着を脱いでズボンだけになった山川健作氏は、 しきりと両手をこすりながら、いかめしい顔つきに似合わぬ子供らしい声で喋った。ああ、たまらねえ。まだこの手に匂いがついているようだ。僕はあんなむごたらしいことを生まれて初めてですよ、マダム。ふっ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 ふ。言ったわね。二人も生きた人間を殺したくせに。し、困るな。そんなことをズバズバ言われちゃ。 廊下へ聞こえやしませんか大丈夫こんな低い声が聞こえるもんですかあ,あ思い出してもゾっとする検索師はブルブルと身震いをしてみせてさっき僕のアパートであの死骸の顔を鉄棒で叩きつぶした時の気持ちってなかったですよそれからあいつをエレベーターの穴へ落とした時はるか下の方で べシャッと音がしたっけ。ううたまらねえ。弱虫ねもう済んでしまったことは考えっこなしよ。あんたはあの時死んでしまったんだわ。ここにいるのは山川健作というれっきとした学者先生じゃないの。しっかりしなきゃダメよ。しかし大丈夫ですか大学の死体が紛失したことがバレやしませんか 何を言ってるのよ。僕がそれに気がつかないとでも思っているのかいあそこの事務員は僕の手下だと言ったじゃないか。僕の子分がそんなヘマをする気遣いがあるもんか。今学校は休みで先生も生徒も言いやしない。係の事務員が帳簿をちょっとごまかしておけば、小遣いなんかいちいち死骸の顔を覚えているわけじゃなし。あんなにたくさんの中から一つなくなったって、 当の係員の他には気づくものはありゃしないよ。じゃあ、その事務員に今夜のことを知らせておかなければいけませんね。うん。それは朝になったらちょっと電話をかけさえすればいいんだよ。ところでね、んちゃん。あんたに聞いてもらいたいことがあるのよ。まあ、ここへおかけなさいな。緑川夫人は、その時、 派手な友禅染めの振り袖のナイトガウンを着て、ベッドの上に腰掛けていたのだが、その横のシーツを指さして、山川氏の純ちゃんを差しまねた。僕、このうるさい付けひげとメガネ、取っちゃってもいいですかええ、いいわ。ドアに鍵がかけ,てかけてあるんだから大丈夫。そして、 二人はまるで恋人のようにベッドに並んで腰掛けて話し始めた。純ちゃんあんたは死んでしまったのよそれがどういうことだかわかるつまり、今ここにいるあんたという新しい人間は、あたしが産んであげたも同じことよだからあんたは、あたしのどんな命令にだって背くことできないのよもし、背いたら。 殺してしまうまでよ。あんた、あたしが恐ろしい魔法使いってことを知りすぎるほど知ってるわね。それに、山川健作なんて人間は、あたしのお人形さんも同じことで、この世に席がないのだから、突然消えてなくなったところで誰も文句を言うものはありゃしないわ。警察だってどうもできやしないわ。あたし、今日からあんたという腕っぷしの強いお人形さんを手に入れたのよ。 お人形さんっていう意味は、つまり、奴隷、ね、奴隷よ。純一青年は、この妖魔に見入られてしまっていたので、そんなことを言われても少しも不快を感じなかった。不快を感じるどころか、言うに言われぬ甘い、懐かしい気持ちになっていった。ええ。 僕は甘んじて女王様の奴隷になります。どんな癒しい仕事でもします。あなたの靴の底にだって接吻します。その代わり、あなたの産んだ子を見捨てないでください。ねえ、見捨てないで。彼は緑川夫人の友禅模様の膝に手をかけて甘えながらだんだん泣き声になっていった。黒天女は優しく微笑んで、 純一の広い肩に手を回して、子供をでもあやすように調子を取って軽く叩いてやった。夫人の膝に熱い雫がポタポタと落ちるのが着物を通して感じられた。ふっ <laughs> 滑稽だわね。二人とも嫌に戦地になっちゃったわね。よしましょう。それより大事な話があるのよ。夫人は手を離して、 あんた,あたしを何者だと思うわからないでしょう。何だっていいんです。たとえあなたが女泥棒だって人殺しだってかまいません。僕はあなたの奴隷です。当 <laughs> てちゃったわね。その通りよ。あたしは女泥棒。それから人殺しもしたかもしれないわ。え、あなたが <laughs> やっぱりびっくりしたでしょでもあんたには何を言ったって命を預かっているんだから大丈夫。まさか逃げ出しはしないわね。それとも逃げ出す僕はあなたの奴隷です。彼女の膝にかけている男の指にぎゅっと力がこもった。まあ、かわいいことを言うわね。今日からあんた私の一の子分よ。 ずいぶん働いてもらわなくちゃならないわ。ところで、あたしがなぜこんなホテルなんかに泊まっていると思う四五日前から緑川夫人という名でこの部屋を借りているのよ。それはね、狙った鳥が同じホテルに滞在しているからなの。それが大変な大物で、あたし一人じゃちっと心細かったところへうまい具合にあんたが来てくれて心丈夫だわ。 金持ちですかああ金持ちも金持ちだけれど、あたしの目的はお金ではないの。この世の美しいものという美しいものをすっかり集めてみたいのが、あたしの念願なのよ。宝石や美術品や美しい人や。え、人間までも。そうよ。美しい人間は美術品以上だわ。 このホテルにいる鳥っていうのはね、お父さんに連れられて、それはそれは美しい大阪の糸藩なの。じゃあ、そのお嬢さんを盗もうというのですかことごとに意外な黒天女の言葉に、純一青年はまたしても面食は面食らわなければならなかった。そうなの。でもただの少女誘拐とも違うのよ。 その娘さんを種にお父さんの持っている日本一のダイヤモンドを頂戴しようってわけなの。お父さんっていうのは大阪の大きな宝石商なのよ。じゃあ、あの岩瀬、岩瀬商会じゃありませんか。よく知ってるわね。その岩瀬商兵衛さんがここに泊まっているの。ところが少し面倒なのは、先方には明智小五郎っていう私立探偵がついていることです。 まあ、明智小五郎が。ちょっと手ごわい相手でしょ幸いあいつは、あたしを少しも知らないからいいようなものの、明智って虫の好かないやつだわ。どうして私立探偵なんか雇ったのでしょう先方は勘付いてでもいるのですかあたしが勘づかせたのさ。あたしはね、んちゃん、不意打ちなんて卑怯な真似はしたくないのよ。だから、 いつだって予告なしに泥棒をしたことはないわ。ちゃんと予告をして、先方に十分警戒させておいて、対等に戦うのでなくっちゃ面白くない。物を取るということよりも、その戦いに値打ちがあるんだもの。じゃあ、今度も予告をしたのですね。ええ、大阪でちゃんと予告してあるのよ。あ、はあ、なんだか胸がドキドキするようだわ。 明智小五郎なら相手にとって不足はないあいつと一騎打ちの勝負をするのかと思うと私愉快だわねえ純ちゃん素晴らしいと思わない <laughs> 彼女は我と我が言葉にだんだん興奮しながら純一青年の手を取って彼女の感情の間に間にそれをぎゅっと握りしめたり気でも違ったように打ち振ったりするのであった。 女魔術師一夜の間に、純一青年の山川健作氏は、お芝居がすっかり板について、翌朝、みじまいを終わった時には、ロイドメガネもつけひげもんに使わしく、医学博士とでも言った人物になりすましていた。食堂で緑川夫人と差し向かいにオートミールをすりながらの会話にも、身のこなしにも、 少ししもヘマはしなかった。食事を済ませて部屋に帰ると、ボーイが待ち受けていて、先生、ただいまお荷物が届きましたが、こちらへ運んでもよろしゅうございますか、と尋ねた。純一青年は、先生などと呼ばれたのは生まれて初めてであったが、一生懸命落ち着き払って声さえ思うもしく、ああ、そうしてくれたまえ。 と答えた今朝彼の荷物と称して大きなトランクが届けられることは、夕べの打ち合わせでちゃんと飲み込んでいたのだ。やがて、ボーイとポーターが2人がかりで、大型の木枠付きのトランクを部屋の中へ持ち込んできた。だんだんお芝居がうまくなるわね。それならばもう大丈夫だわ。 明智小五郎だって見破れやしないわ。ボーイたちが立ち去るのを見澄まして、隣室の緑川夫人が入ってきて、新弟子の手並みを褒めた。ふんふん、僕だってまんざらでもないでしょ。それはそうと、このべらぼうに大きなトランクには一体何が入っているんですね。山川氏は、 まだトランクの用途を教えられていなかったのだ。ここに鍵があるから開けてごらんなさい。いかめしいひげの子分はその鍵を受け取りながら小首をかしげた。僕のお召し替えが入っているんでしょう。山川健作先生ともあろうものが木の実木のままじゃ変だからね。ふ <laughs> ふそうかもしれないわ。 そこで、鍵を回してふたを開いてみると、中には幾重にも厚ぼったく、ぼろきれで包んだものがぎっしり詰まっていた。おや何ですいこりゃ山川氏はあてが外れたようにつぶやいて、その包みの一つをそっと開いてみた。なんだ、石ころじゃありませんか。大事そうにきれにくるんだりして。 他のもみんな石ころなんですかそうよ。お召し替えでなくってお気の毒様。みんな石ころなの。少しトランクに重みをつける必要があったものだからね。重みですってああ、ちょうど人間一人の重みをね。石ころを詰めるなんて気が利かないようだけれど、覚えておきなさい。これだと後の始末が楽なのよ。 石ころは窓の外の地面へ放り出しておけばいいし、ボロ切れはベッドのクッションと敷布団の間へ敷き込んでしまえば、トランクを空っぽにしても後に何にも残らないっていうわけさ。ここいらが魔法使いのコツだわ。へえ、なるほどね。だがトランクを空っぽにして何を入れようっていうんですふふふ。<laughs> 天章だって。 トランクに入れるものは大抵決まっているじゃないの。まあいいから、石ころの始末を手伝いなさいよ。彼らの部屋は、ホテルの奥まった開花にあったので、窓の外は人目のない狭い中庭になっていてそこに大、そこに大粒な砂利が敷いてあった。石ころを投げ出すにはおあつらえ向きだ。二人は急いで石ころを放り出し、ボロ切れの始末をした。 さあこれですっかり空っぽになってしまったじゃあこれから魔法のトランクの使い道を教えてあげましょうか緑川夫人は面食らっているんちゃんをおかしそうに眺めたが手早くドアに鍵をかけ窓のブラインドを下ろして外から隙見のできないようにしておいていきなり黒ずくめのドレスを脱ぎ始めたマダム変だね 昼日中、霊の踊りを始めようってわけじゃないでしょうね。<laughs> びっくりしてるわね。夫人は笑いながら、手を休めないで、一枚一枚と衣服を取り去っていった。彼女の奇妙な病気が起こったのだ。エキジビショニスムが始まったのだ。全裸の美女と差し向かいでは、 いかな不良青年も真っ赤になってもじもじしないではいられなかった。そこには好ましい曲線に縁取られた輝くばかりに美しい桃色の肉塊がぎょっとするほど大胆なポーズで立ちはだかっていたではないか。見舞いとしても視線がその方に行った。そして夫人の目とぶっつかるとその度ごとに彼はまたしても一層赤面した。 女王は奴隷の前にどのような姿をさらそうとも少しも少しも悪びれも恥ずかしがりもしなかった。あまりの刺激に耐えかねて油汗を流し悲鳴を上げるのはいつも奴隷の方なのだ。まあ、嫌にもじもじするわね。裸の人間がそんなに珍しいの彼女は あらゆる曲線とあらゆる深い陰影等を明らさまに見せびらかしてトランクの縁をまたぎその中へまるで体内の赤ん坊みたいに手足を縮めてすっぽりとはまり込んでしまった。というわけさ、これが僕の手品の種明かしなんだよ。どうこの格好は。トランクの中に丸まった肉塊が 男と女とちゃんぽんの言葉遣いで呼びかけた。曲げた足の膝頭がほとんどちぶさにくっつくほどで、腰部の皮膚が張り切ってお尻が異様に飛び出して見えた。後頭部に組み合わせた両手が髪の毛を乱し、脇の下が無残に露出していた。何かしら奇形な丸々とした非常に美しい桃色の生き物であった。 んちゃんの山川氏はだんだん大胆になりながらトランクの上に及び腰になって悩ましげに目の下の生き物に目を注いだ「マダムトランク詰めの美人ってわけですか」<laughs>「まあそうよこのトランクには外からはわからないようにほうぼうに小さい息抜きの穴が開けてあるのよ」 だからこうして蓋を閉め切ってしまっても窒息するような心配はないんだわ。言うかと思うと彼女はパタンとトランクの蓋を閉めたがその煽りの生暖かい風が熟し切った女体の香りを含んで蒸気した青年の顔を撫でた。蓋を閉めてしまえばそれはいかめしくかくばった一個の黒い箱に過ぎなかった。その中に なまめかしくふくよかな桃色の肉塊が潜んでいようなどとはどうしても想像できないのだ古来手品師たちが不細工なトランクと美しい女体との際立った取り合わせを好んで用いる理由がここにあったどうこれなら誰も人間が入っているなんて疑いっこないでしょ婦人がトランクの蓋を細めに開けて まるで貝の中から現れたヴィーナスのように美しく微笑みながら同意を求めた。ええ。すると、つまり、あの宝石屋さんの娘さんをこのトランク詰めにして誘拐しようってわけですかい。そうよ、もちろんよ。やっと察しがついたの私はただちょっと見本をご覧に入れたっていうわけなのさ。 しばらくして服装を整えた緑川夫人が山川氏に彼女の大胆極まる誘拐計画を語り聞かせていたあの娘さんを今のようにトランクに詰め込む仕事は私の受け持ちでそれにはちゃんと手立てもあるし麻酔剤の用意もできているのそのトランクをここから運び出すのがあんたの役目第一回の腕試しよ今晩あなたは 9時20分の下り列車に乗り込む体にして、前もって名古屋までの切符を買わせておいて、トランクと一緒にホテルを出発して、トランクは手荷物として預けさせ、ホテルのポーターに見送らせて汽車に乗るのよ。つまり、あんたは名古屋へ行ったものと思い込ませて、その実、次の S 駅で途中下車してしまうんだわ。わかって無論トランクも、 車掌に頼んで休養を思い立ったとかなんとか言って S 駅で降ろさせるのよ。ちょっと骨の折れる仕事だけれど、あんたならヘマはしないわね。そして S 駅からまたトランクと一緒に自動車に乗って今度は M ホテルへ乗り付けるの。そこで一番上等の部屋を選んでどっかのお金持ちっていうような顔をして威張って泊まり込んでいればいいのよ。私も明日はここを引き払って M ホテルであんたと落ち合うつもりなんだから、どうこの計画は。うん。面白いには面白いですね。だが、そんな人を食った真似をして大丈夫かしら僕一人じゃ、ちっとばかり心細いな。<laughs> 人殺しまでしたくせに、まるでお坊ちゃんみたいに物おじをしてみせるわね。大丈夫よ。悪事というのはね、 こそこそしないで思い切って大っぴらにやっつけるのが一番安全なんだわ。それに、万一ばれたら荷物を放り出してずらかっちまえばいいじゃないの。人殺しに比べれば何でもありゃしないわ。だがね、マダムも一緒に行っちゃいけないのですかい。あたしは、例の明智小五郎と四つに組んでなきゃいけないのよ。あんたが向こうへ着くまでに、 あいつから目を離したらどんなことになるか分かりゃしない。私は邪魔者の探偵さんの引き止め役なのさ。この方がトランクを運ぶよりずっと難しいかもしれないわ。ああ、そうか。その方が僕も安心というもんですね。だが、明日の朝はきっと M ホテルへ来てくれるでしょうね。もしその間に娘さんが目を覚まして、トランクの中で暴れ出しでもしたら目も当てられないからね。 まあ、この人は細かいことまで気に病んでいるのね。そこに抜かりがあるものかね。娘には猿つわを噛ませた上、手足を厳重に縛っておくのだよ。眠り薬が冷めたところで、声を立てることはもちろん、身動きだってできやしないわ。<laughs> 僕は今日は頭がどうかしているんだね。それというのも、マダムがあんなことをしてみせるからですよ。今度から、 あれだけは勘弁してもらいたいね。僕は若いんですぜ。まだ胸がドキドキしている。<laughs> ところで、M ホテルで落ち合った後はどういうことになるんですそれから先は、非中の日よ。子分はそんなこと聞くもんじゃなくってよ。ただ、お頭の命令に黙って従ってればいいのよ。かようにして、令状誘拐の手はずは、 オチもなく定められたのである女族と名探偵その晩ホテルの広々とした談話室は夕食後の一時をタバコや雑談に過ごす人たちで賑わっていた部屋の一隅に備えてたラジオが夜のニュースをつぶやいていたクッションに深々かかと持たれて 顔の前に勇敢を大きく広げている紳士があちらにもこちらにも見えた。円卓を囲んだ外国人の一団の中からはアメリカ人らしい婦人の声が噛んだかく聞こえていた。それらの客の中に岩瀬昌兵氏とお嬢さんのさなえさんの姿を見分けることができた。黄色っぽい派手な島おめしの着物に 銀紙の光る帯を締めオレンジ色の羽織を着た早苗さんの年にしては大柄な姿はオレンジ色の羽織を着た早苗さんの年にしては大柄な姿は和服の少ないこの広までは非常に目立って見えた服装ばかりではない大阪風におっとりした抜けるほど色白な顔に金眼らしく縁なし眼鏡をかけているのがひときわ人目を引かないではいなかった お父さんの翔兵氏は、反白の坊主頭に、あから顔に、ひげのない、大商人らしい滑腹の人物だったが、彼はまるで、お嬢さんの見張り番ででもあるように、彼女の一挙一動を見守りながら、その後つけ回していた。今度の旅行は、商用のほかに、この都のある死者家と縁談がまとまりかけているので、 引き合わせのためにサナエさんを同伴したのだが、折も折、ちょうど出発の半月ほど前から、小兵氏はほとんど毎日のように配達される必要な犯罪予告の手紙に悩まされていたのだ。お嬢さんの身辺を警戒なさい、お嬢さんを誘拐しようと企んでいる恐ろしい悪魔がいます。そういう意味が、 一度一度違った文句、違った筆跡で、さも恐ろしく書き記してあった。手紙の数が増すに従って、誘拐の日が一日一日と迫ってくるように感じられた。はじめのうちは、誰かのいたずらだろうと気にもかけないでいたが、度重なるにつれて、だんだん気味が悪くなって、ついには警察にも届けた。 だが、いかな警察力も、この得体の知れぬ通信文の発信者を突き止めることはできなかった。手紙には、無論差出人の名は記されていなかったし、消印も、あるいは大阪市内、あるいは京都、あるいは東京と、その都度違っていた。そういう際ではあったけれど、死者区家との約束を破るのもはばかられたし、 嫌な手紙の舞い込む自宅をしばらく離れてみるのも好ましく思われたので、翔兵衛氏は意を決して旅に出ることにした。その代わりには、良い周到にも、万々一のことがあってはとかつて店の盗難事件を依頼して、その手,手並みのほどを知っている私立探偵の明智小五郎に霊場の保護を頼むことにした。探偵は、 あまり乗り気でもなかったけれど、岩瀬氏の立っての頼みを否みかねて、彼らの滞在中、隣室に泊まり込んで、この奇妙な盗難予防の任務に着くことになった。その名探偵明智は、細長い体を黒の背広に包んで、同じ広間の別の一宮のソファーに腰掛け、やっぱり黒ずくめの様相の一人の美しい夫人と何か、 小声に語り合っていた「奥さんあなたはどうしてこの事件にそんな深い興味をお持ちなんですか?」探偵がじっと相手の目を覗き込んで訪ねた「私探偵小説の愛読者ですの岩瀬さんのお嬢さんにそのことを伺ってからというものは」 まるで小説みたいな出来事にすっかり引きつけられてしまいました。それに、有名な明智さんにもご懇意になれて、私何ですか、自分まで小説中の人物にでもなったような気がしていますのよ。国衣の夫人が答えた。この国衣夫人こそ、他ならぬ我々の主人公、黒トカゲであることを、読者はすでに察していられるに違いない。 宝石鏡の彼女は、顧客として岩瀬氏と知り合いの間柄であったので、このホテルで落ち合ってからは、一層親しみを増し、彼女の驚くべき社交術は、早くも早苗さんを虜にして、内輪の秘密までも打ち明けられるほどの中になっていたのだ。しかし、奥さん。この世の現実は、そんなに小説的なものじゃありませんよ。今度のことも、 僕は不良少年かなんかの必要ないたずらではないかと思っているくらいです。探偵はいかにも気乗り薄に見えた。でもあなたは大変熱心に探偵の仕事をしていらっしゃるじゃありませんか。夜中に廊下を歩きなすったり、ホテルのボーイたちにいろいろなことをお尋ねなすったり、私よく存じていますわ。あなたは そんなことまで注意していらっしゃるのですか。隅に置けませんね。明智は皮肉に行って、じろじろと夫人の美しい顔を眺めた。私、これはいたずらやなんかじゃ決してないと思います。第六感とやらでそんなふうに感じますの。あなたも、よほど気をつけなさらないといけませんわ。夫人も負けずに、 探偵を見返しながら意味ありげに応酬した。いやーありがとう。しかしご安心ください。僕がついているからにはお嬢さんは安全です。どんな協族でも僕の目をかすめることは全く不可能です。ええー、それはあなたのお力はよく存じていますわ。でも、あのー、今度だけはなんだか別なように思われてなりませんの。 相手が飛び離れた魔力を持っている恐ろしいやつだというような。ああ、なんという大胆不敵の女であろう。彼女は一代の名探偵を前にして彼女自身を賛美しているのだ。<laughs> 奥さんは仮想の俗を大変ごひいのようですね。一つ賭けをしましょうか。明智は冗談らしく、 奇妙な提案をした。まあ、賭けでございますって素敵ですわ。明智さんと賭けをするなんて。私、この一番大切にしている首飾りを賭けましょうか。はははは。奥さんは本気のようですね。じゃあ、もし僕が失敗して、お嬢さんが誘拐されるようなことがあれば、そうですね。僕は何を賭けましょうか。 探偵という職業をおかけになりませんことそうすれば私、持っている限りの宝石類を全部かけてもいいと思いますわ。それは、勇敢マダムにありがちな、突拍子もない気まぐれのようにも取れば取れる言い方であった。気まぐれのようにも取れば取れる言い方であった。だが、その裏に、名探偵に対する、 女族の燃えるような闘志が隠されていたことを、明智は悟り得たであろうか。面白いですね。つまり、僕が負けたら廃業してしまえとおっしゃるのでしょう女のあなたが命から二番目の宝石をすっかり投げ出していらっしゃるのに、男の僕たるもの職業ぐらいは何でもないことですね。明智も負けてはいなかった。 <laughs> ではお約束しましたよ。私明智さんを廃業させてみとうございますわ。え、約束しました。僕もあなたのおびただし、い宝石が転がり込んでくるのを楽しみにしていましょうよ。<laughs> <laughs> そして、冗談がいつの間にか真剣らしいものになってしまった。ちょうど その途方もない相談が成り立ったところへ、それとも知らぬ当のさなえさんが近づいてきて、にこやかに声をかけた。まあ、お二人で何をひそひそお話しなすってますのあたしもお仲間に入れてくださらない彼女はさも快活らしく装ってはいたけれど、その顔色にどこかしら不安の影が漂うのを隠すことはできなかった。 あら、お嬢さん、さあ、ここへおかけなさい。今ね、明智さんが退屈でしようがないってこぼしていらっしゃいましたのよ。だって、あんなことを誰かのいたずらに決まっているんですものね。緑川夫人は、さなえさんをいたわるように、心にもない気休めを言った。そこへ岩瀬氏もやってきて、一座は四人になり、 みんなが気をそろえて事件には触れず差し障りのない世間話を始めたが自然の勢いとして岩瀬氏は,瀬氏は明智探偵緑川夫人は早苗さん男は男女は女と会話が二つに分かれていった一人二役。 やがて女同士の一組は立ち上がって話し込んでいる男たちを後に残し広間の椅子の間を散歩でもするように肩を並べてそろそろと歩き始めた真っ黒な絹のドレスとオレンジ色の羽織とが際立った対象を成しているほかには二人は背格好も髪の形も年頃までもほとんど同じように見えた 美人に年齢がないのであろうか。三十を越した緑川夫人は、ともすれば少女のようにあどけなく、若々しく見えることがあった。二人は、どちらから誘うともなく、いつしか広間を滑り出て、廊下を階段の方へ歩いていた。お嬢さん、ちょっと私の部屋へお寄りになりません 昨日お話ししたお人形をお見せしますわ。まあ、ここに持ってきていらっしゃいますの拝見したいわ。いつも話したことがありませんの。かわいいあたしの奴隷ですもの。ああ、緑川夫人のいわゆるお人形とは一体何者であろう。さなえさんは少しも気づけなかったけれど、 かわいい奴隷なんて実にへんてこな形容ではないか。奴隷といえば、読者は直ちに、純ちゃんの山川賢作氏が、やっぱり夫人の奴隷であったことを思い出しはしないだろうか。緑川夫人の部屋は下に、緑川夫人の部屋は下に、さなえさんたちの部屋は2階にあった。二人は、 階段の上り口でしばらくためらっていたが、とうとう夫人の部屋へ行くことになって、そのまま廊下を進んでいった。さあお入りなさい。部屋に着くと、夫人はドアを開いて、さなえさんを促した。あら、ここ違ってやしませんあなたのお部屋は23号じゃありませんの 全くその通りであった。ドアの上には24の番号が見えている。つまりそこは、夫人の隣室の山川健作氏の部屋であったのだ。あの人殺しの検討家は、早く夕食を済ませると、逃げるようにこの部屋に戻って、声を潜めて、その時の来るのを待っているはずではないか。そこには 麻酔剤を染み込ませたガーゼが、漢王家同然のトランクが犠牲者を待ち構えているはずではないか。サナエさんが躊,躊躇したのも無理ではない。虫が知らせたのだ。次の一刹那に起こるであろう地獄の光景を潜在意識が敏感にも告げ知らせたのだ。だが、緑川夫人はそしらぬ体で、 いいえ、違いません。違いやしません。ここが私の部屋ですわ。さあ、早くお入りなさいな。と言いながら、さなえさんの肩を抱くようにして、ドアの中へ連れ込んでしまった。二人の姿が消えると、ドアはまた、ぴったりと閉まった。閉まったばかりか、異様なことには、カチカチと鍵を回す音さえした。 中から情を下ろしてしまったものと見える。と同時に、ドアの向こう側に何かで押さえつけられるような、かすかではあるが、実に悲痛なうめき声が聞こえた。一瞬間、部屋の中は全く空っぽになったように静まり返ったが、やがてボソボソと人の囁く声、忙しく歩き回る足音、 何かのぶつかる音などがやや5分間ほども続いたがそれも静まると再び鍵を回す気配がしてドアが細めに開き眼鏡をかけた白い顔がそっと廊下を覗いた誰もいないのを見定めた上やがて全身を部屋の外へ表したのを見るとそれは意外にも緑川夫人ではなくて早苗さんであった。 もうトランク詰めになってしまったとばかり思っていたさなえさんであった。いや、そうではない。いかにもさなえさんと同じ髪形、同じメガネ、同じ着物、同じ羽織ではあったけれど、よく見ればどこかしら違ったところがあった。胸が少し張りすぎていた。背も心持ち高かった。 それよりも顔が実に巧みなメイクアップではあったがそしてまた髪の形とメガネとでそのお化粧が一層まことしやかに見えたがどんなにこしらえても人の顔が変わるものではないそれは早苗さんとそっくりのいでたちをした緑川夫人に過ぎなかったそれにしてもこれだけの変装をわずか5分間にやってのけた早業は さすがに魔術師と自称する彼女であった。では、かわいそうなさなえさんはどうしたのか。もう疑う余地はない。女族の誘拐計画は順調に進行しているのだ。さなえさんはトランクに押し込められてしまったのだ。緑川夫人がその服装をすっかり拝借しているところを見ると、彼女は今朝、 夫人が見本を示した通り、すっぱだかにされ、猿靴はをはめられ、手足を縛られて、惨めにもトランクの中に折れ曲がっているのに違いない。では、しっかり頼むわね。早苗さんに化けた緑川夫人が、ドアを閉めながらささやくと、中から太い男の声が、ええ、大丈夫です、と答えた。 じゅんちゃんの山川賢作氏だ。夫人は何かしらかさばった風呂敷包みを小脇に抱えている。彼女はそれを抱えたまま人目を避けながら階段を上った。岩瀬氏の部屋へたどり着きそっと覗いてみると、予期した通り翔平氏はまだ帰っていない。彼は下の広間で明智小五郎と話し込んでいたのだ。 部屋は、ソファーや肘掛け椅子や書物机などを並べた居間と、寝室とバスルームの三部,部屋続きになっていたが、夫人はその居間に入ると、書物机の引き出しを開けて岩瀬市、岩瀬市常用のカルモチンの小箱を取り出し、中の錠剤を抜き取って、用意してきた別の錠剤とすり替えて、元通り引き出しに収めた。それから、 次の間の寝室に入り、壁の明るい電灯を消して、小さなスタンドだけにした上で、防衛室へのベルを押した。まもなくノックの音がして、一人の防衛が居間の方へ入ってきた。お呼びでございましたかええ、ええ、ええ、あの、下の広間にお父様がいらっしゃるからね。 もうお休みになりませんかって呼んでくださいませんか。夫人は寝室のドアを細めに開けて顔は陰に着物だけが今の伝統に照らされるような姿勢で巧みに早苗さんの声を真似て頼んだ。ボーイが心得て立ち去るとやがて慌ただしい足音がして小兵氏が入ってきてお前一人だったのかい緑川さんと一緒じゃなかったのかい と叱るように言った。夫人はやっぱり暗い寝室から着物だけを見せるようにして、一層巧みに早苗さんの口調を真似て小さい声で答えた。ええ、私気分が悪くなったものですから、さっき階段のところであの方とお別れして、一人で帰ってきましたの。あたしもう休みますわ。 お父様もお休みにならない困るね、お前は。一人ぼっちになっちゃいけないって、あれほど言い聞かしてあるじゃないか。もしものことがあったらどうするんだ父は、寝室の声を娘と信じきって、今の安楽椅子にかけたまま、小言を言っている。ええ。ですから私、お父様をお呼びしたんだわ。 寝室からあどけない声が答える。そこへ明智探偵が翔兵氏の後を追って入ってきた。お嬢さんはお休みですかええ、今着替えをしているようです。なんだか気分が悪いと言いましてね。じゃあ僕も部屋へ引き取りましょう。では。明智が隣室へ立ち去ると翔兵氏は ドアに鍵をかけておいてしばらく手紙を書いていたがやがていつものとおり引き出しのカルモチンを取り出し卓上の水瓶の水でそれを飲んで寝室へ入ってきた「早苗どうだい,い気分は」そう言いながら彼は隅のベッドの方へ回ってきそうにするので早苗になりすました夫人は毛布をあごまでかぶって 顔を伝統の影に背けて、後ろ向きのまま、さも不機嫌らしく答えた。ええ、いいのよ、もういいのよ、私眠いんですから。ははははお前なんだか今日は変だね、怒っているのかね。だが、翔兵衛氏は、深くも疑わず、不機嫌な娘には逆らわぬようにして、 小声で歌いなどうなりながら寝巻きに着替えるとベッドに着いた夫人がすり替えておいた強い睡眠剤の効き目はてきめんであった彼は枕に着いたかと思うと襲いかかる睡魔に何を考える暇もなくたちまちぐっすりと寝入ってしまったそれから一時間余りたった午後の十時ごろ 自室で読書をしていた明智小五郎は、隣室のドアとおぼしきあたりに聞こえる慌ただしいノックの音に脅かされて廊下に出てみると、防イが一通の電報を手にして、しきりと岩瀬氏を呼び起こしていた。そんなに呼んでも返事がないのは変だね。明智は、ふと不安を感じて、防イと一緒に多室の迷惑も構わず、激しくドアを叩いた。 叩き続けていると、強い睡眠剤の眠りもさすがに妨げられたのか、部屋の中からかすかに翔兵衛氏の寝ぼけ声が聞こえた。なんだなんだ、想像師。ちょっと開けてください。電報が来たんです。明智が叫ぶと、やっとカチカチと鍵の音がして、ドアが開かれた。寝巻き姿の岩瀬氏は、 さも眠くてたまらないというように目をこすりながら、電報を開いてぼんやりと眺めていたが、ちくしょう、またいたずらだ。こんなもので人の寝入り花を起こすなんて。と舌打ちをして、それを明智に渡した。今夜十二時を注意せよ。文面は簡単だけれど、 その意味は明瞭であった。今夜十二時に早苗さんの誘拐が行われるぞという例の脅し文句なのだ。お嬢さん、別条はありませんか明智はちょっと真剣な調子になって尋ねた。大丈夫、大丈夫。早苗はちゃんと足の隣に寝ています。岩瀬氏は、 よろよろと寝室のドアに近づいて、そこから隅のベッドを見ながら安心したように言った。明智もその後ろからそっと覗いてみたが、さなえさんは向こうを向いてすやすやと眠っていた。さなえはこのごろわしと同じように毎晩カルモチンを飲むのでよく寝入ってます。それに今夜は気分がすぐれぬと言っていましたからかわいそうです。起こさないでおきましょう。 窓は閉めてありますかそれも大丈夫。昼間からすっかり掛け金がかけてあります。岩瀬氏はそう言うと、もうベッドの上に這い上がっていた。明智さん、恐縮だが入り口を閉めて、鍵はあんたが預かっておいてくださらんか。彼はもう眠いのがいっぱいで、鍵をかけるのも面倒なのだ。 いや、それよりも、僕はしばらくこの部屋に居ましょう。寝室のドアは開けたままにしておいてください。そうすれば、あなた、あなたがお休みになっても、窓の側はここから見えますから、もし誰か窓を破って侵入してきてもすぐにわかります。窓さえ注意していれば、他に出入り口はないのですから。明智は一度引き受けた事件には、 あくまで忠実であった。彼はそのまま、今の方の椅子に腰を下ろして、タバコに火をつけて、じっと寝室を監視していた。30分ほど経過したが、何事も起こらない。時々立って行って寝室を覗いてみたが、サナエさんは同じ姿勢で眠り続けている。岩瀬氏も高い引きだ。あら、 ままだ起きていいらっしゃいましゃたのボーイがさっき妙な電報が来たと言っていましたので気がかりになって上がってきたのですけど声に驚いて振り向くと半ば開いたままになっていたドアの外に緑川夫人が立っていたああ奥さんですか電報が来たには来たんですがこうしていれば大丈夫ですよ僕はバカバカしい見張り役です では、やっぱりこのホテルへまで、おどかしの電報が来たんですか国衣の夫人は、言いながら、ドアを開いて、部屋の中へ入ってきた。読者諸君は、もしかしたら、作者はとんでもない間違いを書いている。緑川夫人は、さなえに化けて、岩瀬氏の隣のベッドに寝ているではないか。その同じ緑川夫人が、 廊下から入ってくるなんて全く辻褄の合わぬ話だ。と、抗議を持ち出されるかもしれぬ。だが、作者は決して間違ってはいない。両方とも本当なのだ。そして、緑川夫人は、この世にたった一人しかいないのだ。それがどういう意味であるかは、物語が進むに従って明らかになってゆくであろう。 暗闇の騎士。さなえさんはよくお休みですの緑川夫人はドアを閉めて明智の前に腰掛け、そっと寝室の方を見やりながら小声で尋ねた。ええ。明智は何か考え事をしながらぶっきらぼうに答える。お父さんもあちらに、 ご一緒にお休みですのええ前章にも記した通り父岩瀬庄兵衛氏は麻酔薬の睡魔に襲われ明智に見張りを頼んだまま早苗さんの隣に並んだベッドに入って寝入ってしまっていたのだまあ空返事ばっかりなすって緑川夫人はにっこりと微笑して 何を考え込んでいらっしゃいますのこうして見張っていらっしゃってもまだご心配になりますのああ、あなたはまだ。明智はやっと顔を上げて夫人を見た。さっきの賭けのことを言っていらっしゃるのですね。僕が負けになってお嬢さんが誘拐されればいいと、けしからんことを願っていらっしゃるのですね。と、 彼も美しい人のからかいに押収した。あら嫌ですわ、岩瀬さんのご不幸を願っているなんて、ただあたしご心配申し上げていますのよ。で、その電報には何と書いてございまして今夜十二時を用心しろというのです。<laughs> 明智はおかしそうに答えて、マントルピースの置き時計を眺めた。 その針は十時五十分を示している。まだあと一時間余りございますわね。あなたはずっとここに起きていらっしゃるでしょう。退屈じゃございませんいいえちっとも。僕は楽しいのですよ。探偵家業でもしていなければ、こういう劇的な瞬間が人生に幾度味わえるでしょう。奥さんこそお眠いでしょう。どうかお休みください。 まあ、随分ご勝手ですこと。あたしだって、あなた以上に楽しむうございますのよ。女は賭けには目のないものですわ。お邪魔でしょうけど、お付き合わせてくださいませ。ん。また賭けのことですか。では、どうかご随意に。そうして、この異様な男女の一組は、しばらく黙ったまま退座していたが、夫人はふと、 そこのデスクの上に置いてあったトランプの札に気づいて、眠気覚ましに人勝負と定義し、明智も同意して、賊を待つ間の奇妙なトランプ遊戯が始まった。恐ろしいからこそ待ち遠しい一時間が、トランプのおかげでつい知らぬ間に立っていった。その間も、明智は寝室との境の開け放ったドアの向こうに、 抜け目なく目を配り続けていたことは言うまでもないが、寝室の窓。もし賊が外部から侵入するとすれば、この窓が残された唯一の通路であった。には、何らの異常も起こらなかった。もうよしましょう。あと5分で12時ですわ。緑川夫人が、 もうトランプなどもてあそんではいられないというイライラした表情になっていった。ええ。あと5分です。まだ一勝負は大丈夫ですよ。そうしているうちに何事もなく12時が過ぎてしまいますよ。明智はカードを混ぜ合わせながら、のんきらしく誘いかけた。いいえ、いけません。あなたは賊を軽蔑なすってはいけません。 さっき談話室でもお話ししました通り、私、この族に限って約束を保護にするようなことはあるまいと思いますの。きっと、きっと今に。<laughs> 夫人の顔は異様に緊張していた。<laughs> 奥さん、そう神経質、神経的になってはいけませんね。その族は一体どこから入ってくるとおっしゃるのです 明智の言葉に、夫人は思わず手を挙げて、入り口のドアを指さした。ああ、あのドアから。では、奥さんのご安心のために、鍵をかけておきましょう。明智は立って行って、翔兵衛氏から預かった鍵で、ドアに締まりをした。さあ、これでドアを壊さなければ、誰も早苗さんのベッドへ近寄ることはできません。 ご承知の通り寝室へは、この部屋を通る他に通路はないのですから。すると夫人は、階段に怯えた子供のように、また手を挙げて、今度は薄ぼんやりと見えている寝室の窓を指さすのだ。ああ、あの窓。賊が中庭からはしごをかけて、あの窓へよじ登ってくるとでもおっしゃるのですか。しかし、 あの窓の戸には中からちゃんと掛け金がかけてあるのです。よしまた窓ガラスを打ち破って入ってくるようなことがあったとしても、ここからは一目にわかるのだから、いざという時には僕の射撃の腕前をお目にかけるばかりですよ。明智は言いながら、コツコツと右のポケットをたたいてみせた。そこには小型のピストルが潜ませてあったのだ。 サナエさんは、あとサナエさんは何も知らずによくおよってですわね。でも岩瀬さんはどうして起きていらっしゃらないのでしょう。こんな場合にちっとのんきすぎるようですわ。夫人はそっと寝室の中を覗きに行って、不審らしく言った。二人とも毎晩睡眠剤を飲んで寝るのだそうです。恐ろしい予告状で、 神経衰弱になっているのですね。あら、もう一分しかありませんわ、明智さん、大丈夫でしょうか。夫人が立ち上がって、頓強な声を立てた。大丈夫ですとも、この通り何事も起こらないじゃありませんか。明智も思わず立って、異様に興奮している夫人の顔を不思議そうに覗き込んだ。 でも、まだ三十秒あります。緑川夫人は、燃えるような目で、明智を見返しながら言った。ああ、女族は今、勝利の快感に酔っているのだ。名探偵明智小五郎を向こうに回して、ついに外貨を上げる時が来たのだ。奥さん、あなたはそんなに、族の腕前を信用なさるのですか 明智の目にも一種の光が宿っていた。彼は夫人の返し難い表情の謎を解こうとして苦問しているのだ。なんだろうこの得体の知れない美人は一体何を考えてこんなに興奮しているのだろうええ、信用しますわ。あんまり小説的な空想かもしれませんけど、でも今にも暗闇の騎士が どこかからそっと忍び込んできて美しいお嬢さんをかどわかしていくのではないかとこうありありと目に見えるように思われてなりませんの <laughs> <laughs> 明智がとうとう吹き出してしまった奥さんご覧なさいあなたがそんな中世紀の架空弾をやっていらっしゃる間に時計はもう12時を過ぎてしまいましたよ。 やっぱり賭けは僕の勝ちでしたね。では、あなたの宝石をいただきましょうか。あけちさん、あなたは本当に賭けにお勝ちになったとお思いになりまして夫人は赤い唇を独々しく歪めて、わざとゆっくりゆっくり物を言った。彼女は勝利の刹那の快感に、 ついに貴婦人らしい作法をさえ忘れてしまったのだ。え、すると、あなたは明智は敏感にその意味を悟って、何とも知れぬ恐怖にさっと顔色を変えた。あなたはまだ、さなえさんが果たしてかどわさ、かどわかされなかったかどうか、 確かめてもご覧なさらないじゃありませんかあ、これ、夫人だ。あなたはまだ、サナエさんが果たして、可動か、かどかされなかったかどうか、確かめてもご覧なさらないじゃありませんか夫人は、勝ち誇ったように言うのだ。しかし、しかし、サナエさんは、ちゃんと、さすがの名探偵も、しどろもどろであった。 日のどくにも彼の広い額にはじっとりと油汗が浮かんでいた。ちゃんとベッドにお休みになっているとおっしゃるのでしょうでもあそこに寝ているのが本当に早苗さんでしょうかしらもしや誰か全く別の娘さんではないでしょうかしらそんなそんなバカなことが。 口では強く言うものの、明智が夫人の言葉に脅かされていた証拠には、彼はいきなり寝室に駆け込んで、寝入っている翔兵氏を揺り起こした。な、なんです、なんです、どうかしたのですか。岩瀬氏は最前から睡魔と戦って半ば意識を取り戻していたので、揺り動かされるとガバと半身を起こして、 うろたえて尋ねたお嬢さんを見てくださいそこに休んでいらっしゃるのは確かにお嬢さんに違いありませんね明智らしくもない愚問である何をおっしゃるのだ娘ですよあれが娘でなくて一体誰が岩瀬氏の言葉がぷっつり切れてしまった彼は 何かしらハッとしたように、サナエさんの後ろ向きの頭部を凝視しているのだ。サナエサナエ岩瀬氏の咳き込んだ声が霊場の名を呼び続けた。返事がない。彼はベッドを離れてよろよろとサナエさんのベッドに近づき、彼女の、彼女の肩に手をかけて揺り起こそうとした。 だが、ああ、一体全体、これはどうしたことだ。そこには、実にへんてこなことには、肩というものがなかったのだ。押さえると、毛布がぺこんと、へこんでしまったのだ。明智さん、やられたやられました岩瀬老人の口から、何とも言えぬ怒号がほとばした。 誰ですそこに寝ているのはお嬢さんではないのですかこれを見てください。人間じゃないのです。わしらは実にとんでもないペテンにかかったのです。明智と緑川夫人とが駆け寄ってみると、なるほど、それは人間ではなかった。早苗さんだとばかり思い込んでいたのは、一行、無双 こう無性の人形の首に過ぎなかったない生きるですね無性かな無性かなよく用品店のショーウィンドウなどに見かけるあの首ばかりの人形に眼鏡をかけ早苗さんとそっくりの洋髪のかつらを着せたものにすぎなかった胴体の代わりには敷布団をそれらしい形に丸めて毛布がかぶせてあったのだ 名探偵の交渉。ああ、人形の首。なんというずば抜けた欺瞞だろう。あまりにも人を食った子供騙しのトリックではないか。だが、子供騙しのトリックであったからこそ、大人たちがまんまと一杯食わされたのだ。さすがの明智小五郎も、犯人にこれほど思い切った知器があろうとは想像もできなかったのだ。 それにしても、緑川夫人の、いわゆる、暗闇の騎士とは何者であったかさなえさんを誘拐して、その身代わりに、滑稽な人形の首を残していった、洒落者は、一体誰であったか読者諸君は、よくご存知だ。その暗闇の騎士とは、他でもない、緑川夫人その人であった。前章に記した通り、彼女は、 早苗さんに変装して一応そのベッドに入り、寝入った手を装って、翔兵氏を安心させておいて、さて相手が催眠剤に熟睡した頃を見計らい、用意の人形の首を身代わりにしてそっと自室に立ち返ったのだ。彼女が岩瀬氏の部屋に忍び込む時、何かしらかさばった風呂敷包みを小脇に抱えていたことは、読者も記憶されるであろう。 それが魔術の種、人形の首であった。明智小五郎は、長い素人探偵生活中に、これほど惨めな立場に置かれたことはなかった。岩瀬氏の信頼に対しても、緑川夫人への抗言に対しても、引っ込みのつかない急遽であった。しかも、その失策の原因が、子供騙しの人形の首とあっては、 恥じても恥じきれない地辱ではないか。明智さん、あんたにお願いしておいた娘が、これこの通り盗まれてしまったのです。取り戻してもらわねばなりません。早く手配をしてください。あんた一人の力に及ばなければ、警察の力を借りて。そうだ、こうなればもう警察より頼るものはない。警察へ電話をかけてください。それとも私がかけましょうか。 岩瀬翔兵衛氏は劇場のあまり紳士の慎みを忘れてつい乱暴な言葉も吐くのだいやお待ちください今騒ぎ立てたところで賊を捉えることはできません誘拐は少なくとも2時間以前に行われたのです明智は死に物狂いの気力でやっと冷静を保ち鋭く頭を働かせながら言った 僕がこの部屋で見張りをしている間には何事も起こらなかったことを断言します。犯罪はあの電報が配達される前に行われたと考えるほかはありません。つまりあの電報の真意は犯罪の予告ではなくてすでに行われた犯罪をこれから起こるもののように見せかけ12時まで我々の注意をこの部屋に集めておくことにあったのです。そしてその間に は十分安全な場所へ逃亡しようという計画だったのです。<laughs> あらごめんなさい、つい笑ってしまって。でも、名探偵といわれる明智さんが2時間も一生懸命にお人形の首の番をしていらしたかと思うとおかしくって。緑川夫人が。 場所柄をもわきまえぬ毒口を吐いた。彼女は今や完全に勝利を得たのだ。込み上げてくる歓喜をどうすることもできなかったのだ。明智は歯を食いしばってこの嘲笑に耐えた。彼は敗者に違いなかった。だが、全く破れてしまったのだとはどうしても思えない。何かしら 心の隅に、一縷の望みが残っているような気がした。彼はそれを確かめるまでは、この勝負を諦める気にはなれなかった。だが、こうして待っていたって、娘が帰ってくるものでもありますまい。岩瀬氏は、緑川夫人の同情のない無駄口に一層イライラして、明智に突っかかっていった。明智さん、 私は警察へ電話をかけますよ。まさか不服だとおっしゃるのではあるまいね。彼は返事も待たず、今の方へよろめいて行って、卓上の電話機を取ろうとした。すると、ちょうどその時、まるで申し合わせでもしたように、先方からじりじりと呼び出しのベルが鳴り響いた。岩瀬氏は、チェッと舌打ちしながら、 仕方なく受話器を取り上げ、罪もない交換手を口汚く怒鳴りつけていたが、やがて感触声で明智を呼んだ。明智さん、あんたに電話だ明智はそれを聞くと、何か忘れ物を思い出しでもしたようにハッとして、いきなり電話機へ飛んでいった。電話は何の要件であったか、彼は熱心に受け答えをしていたが、最後に、 二十分。そんなにかかるものか。十五分いやいや、それでは遅い。十分だ。十分で駆けつけたまえ。僕は十分しか待たないよ。いいかという、明智の謎のような言葉で電話が切れた。御用が済んだら、ついでに警察を呼び出すように言ってくださらんか。明智のそばに立ち裸って待ち構えていた翔兵氏が、 イイライラしながら皮肉まじりに言う警察に報告するのはそんなに急ぐことはありませんそれよりも少し僕に考えさせてください僕は大変な思い違いをしていたのです明智は岩瀬氏に取り合おうともせずそこに突っ立ったままのんき千番にも何かしら考え事を始めた明智さん あんたはわしの娘のことは考えてくださらんのか。あんなに固く引き受けておきながら。明智の返しがたき態度に岩瀬氏の怒りがますます高じてゆくのは無理もないことであった。<laughs> 岩瀬さん、明智さんはね、お嬢さんのことなんかお考えになる余裕がありませんのよ。 いつの間にか、寝台から今の方へ入ってきた緑川夫人のほがらかな声が聞こえた。ええなんとおっしゃる岩瀬氏があっけに取られる。明智さん、今お考えになっていること当ててみましょうか。私との賭けのこと。ねそうでしょ <laughs> <laughs> 女族は、 今や名探偵への敵意をあらわにして、大胆不敵の態度を示した。岩瀬さん、明智さんは私と賭けをなさいましたの。素人探偵という職業をおかけなさいましたのよ。そして、とうとう明智さんの負けと決まったものですから、あんなにうなだれて考え込んでいらっしゃるのですわ。ね。そうでしょう、明智さん。いや、奥さん。 そうでではないのです。僕がうな,だうなだれていたのはあなたをお気の毒に思ったからです明智も負けずに応酬する誘拐された娘のことはほったらかしておいてこれはまあ一体どうしたというのだ岩瀬氏はあまりのことに呆然として2人の顔を見比べるばかりであったまあ私が気の毒ですって どうしてですの夫人が詰め寄る。さすがの女族も名探偵の目の底に潜む不思議な微笑を見破ることができなかったのだ。それはね。明智は彼自身の言葉を楽しむようにゆっくりゆっくり口を聞いた。賭けに負けたのは僕ではなくて奥さん。 あなただからです。まあ何をおっしゃいますのそんな負け惜しみなんか。負け惜しみでしょうか明智はさも楽しそうだ。ええ負け惜しみですとも。賊を捕らえもしないでそんなことをおっしゃったって。ああ。では奥さんは僕が賊を逃がしてしまったとでも思っていらっしゃるのですか決して決して。 僕はちゃんとそのくせ者をらえたのですよ。それを聞くと、さすがの女族もぎょっとしないではいられなかった。このえたいの知れぬ男は、さっきまであんなに失望していたくせに、急に何を言い出したのであろう。<laughs> 面白おもしろうございますこと。ご冗談がお上手ですわね。冗談だと思いますか ええ、そうとしかでは冗談でない証拠をお目にかけましょうかそうですね例えばあなたのお友達の山川健作氏がこのホテルを出てどこへ行かれたかその行き先を僕が知っていたらあなたはどう思います緑川夫人がそれを聞くとさっと青ざめて思わずよろよろとよろめいたのは 決して無理ではなかった山川氏が名古屋までの切符を買いながらどうして途中下車したかそして同じ市内の M ホテルへ宿を取ったかまた同志の大型トランクの中には一体何が入っていたのかそれを僕が知っていたらあなたはどう思います嘘です嘘です女族は もう物を言う力もないかと見えた。ただ口の中で否定の言葉をつぶやくばかりだ。嘘ですってああ、あなたはさっきの電話がどこからかかってきたかを気づかないのですね。では説明してあげましょう。僕の部下からです。僕は最前あなたに罵倒されながらもただそれだけを待っていたのです。なぜと言って、 もし、早苗さんがホテルから連れ出されたとしたら、ホテルの四方に配置しておいた五人もの僕の部下が、それを見逃すはずがないからです。五人の者に、いささかでも疑わしい人物は片っ端から尾行してみよと、固く言いつけておいたからです。ああ、あの電話がどんなに待ち遠だったでしょう。だが、結局勝利は僕のものでしたね。奥さん、あなたの失策は、 僕が一人ぼっちだと早がてんをなすったことですよ。僕には部下なんかないものと一人決めをなすったことですよ。では奥さん、お約束に従って、あなたの宝石をすっかりいただくことにしましょうかね。はははは。止めどのない交渉であった。今こそ、勝者と敗者の位置が逆転したのだ。つい今しがたまで、 緑川夫人が味わったと同じ、あるいはそれ以上の勝利の快感が明智の胸をくすぐった。笑うまいとしても、笑わずにはいられなかった。女族はしかし、さすがにさっき明智が示したのと同じほどの気力を持って、この交渉を耐え忍んだ。では、早苗さんは取り戻せたのですか、おめでとう。そして、 山川さんはどうなったのでしょうか彼女は声を震わ,、ま、わすまいと気を張りながらさも冷ややかに尋ねた残念ながら逃亡してしまったようです明智が正直に答えるおや犯人は逃げてしまいましたのまあ緑川夫人は 安堵の色を隠そうとしても隠すことができなかった。いやーありがとうあり,あ,ありがとうありがとうあ智さん。私はそうとも知らず興奮してしまって失礼しました。許してください。だがさっきあんたは犯人を捕らえたようにおっしゃったと思うが今のお話ではやっぱり逃がしてしまったのですか。岩瀬氏が この意外の吉報にすっかり機嫌を直してこう尋ねる。いや、そうではありません。山川というのは今度の犯罪の首謀者ではないのです。僕がさっき犯人を捕らえたと言ったのは決してでたらめではありません。明智のこの言葉は緑川夫人の顔を紫色にする力を持っていた。彼女はたちまち 追い詰められた猛獣のような恐ろ,恐ろしい表情になって、キョロキョロと辺りを見回した。だが、逃げ出そうにも、入り口のドアにはちゃんと鍵がかけてあるのだ。では、その犯人はどこにいるのです岩瀬氏が、それとも気づかず聞き返す。ここに、我々の目の前にいます。 明智がズバリと言ってのけるほう目の前にだがここにはあんたと私と緑川さんのほかには誰もいないようじゃがその緑川夫人こそ恐ろしい女族です早苗さんを誘拐した張本人です十数秒の間死のような沈黙が続いた。 3人が山用のまなざしを持ってお互いをにらみ合ったやがてその沈黙を破ったのは緑川夫人であったまあとんでもないことです山川さんが何をなさろうと私の知ったことではありませんただちょっとしたお知り合いの縁でホテルへご紹介しただけですものあんまりですわそんなそんな だがこれが養父の最後のお芝居であった彼女の言葉が終わるか終わらぬうちにコツコツとドアをノックする音が聞こえた明智はそれを待ちかねていたように素早くドアに近づいて手にしていた鍵でそれを開いた緑川夫人君がいかに言い逃れしてもここに生きた証拠がいる 君はサナエさんの前でもそんなそらぞらしい嘘が言えるのか明智が最後のとどめを刺した。ドアの向こうから現れたのは明智の部下の青年。青年の肩にぐったりと寄りかかってわずかに立っている青ざめたサナエさん。それを守るように付き添っている制服巡査の三人の姿であった。女族黒トカゲは 今や絶体絶命の窮地に立った。味方はか弱い女一人。敵はさなえさんを除いても、ジュン様で加わった四人の男。逃げようとて逃げられるものではない。だが、何という痩せ我慢であろう。彼女はまだへこたれたようには見えなかった。いや、そればかりではない。実に驚くべきことには、 彼女の青ざめた頬に一脈の血の毛がのぼったかと思うとぞっとするような微笑が浮かびそれがだんだん大きくほころびていったではないかああ不敵の女族は最後の土壇場に立って何がおかしいのか異様に笑い出したのだ <laughs> これが今晩 今晩のお芝居の大詰めってわけかい。まあ、名探偵って言われるだけのことはあったわね。今度はどうやら僕の負けだね。負けということにしてお,しておこうよ。だが、それでどうしようっていうの僕を捕獲しようとでも思っているのそいつは少し虫が良すぎはしないかしら。探偵さん、よーく思い出してごらん。あんた何か失策をしてやしない えどうなのうっかりしている間に何かなくしやしなくって <laughs> 彼女は一体何の頼むところがあってこの体言を吐いているのであろう明智がどんな失策をしたというのであろう名探偵の敗北。探偵の職にあるものが 手強い犯罪者を捕らえた時の気閲は常人の想像にも及ばない。その気閲のあまり彼がつい気を許しすぎてしまったとしてもあながち無理ではなかった。黒トカゲは敗北に打ちひしがれながらも持ち前の鋭い頭脳を敏昇に働かせてこの窮地を脱する計画を思い巡らした。そしてとっさの間に 一つの冒険を思い立ったのだ。彼女は、やっと引きつった表情を和らげ、明智探偵を笑い返すことができた。で、どうしようっていうの僕を捕獲しようとでも思っているの <laughs> それはちっと、虫が良すぎやしなくって。なんという傍若無人。か弱い女の身で味方は一人。 相手は病人同然のさなえさんを除いても屈強の男が4人。その中には制服いかめしいおまわりさんも混じっているではないか。逃げ道はたった一つ、廊下に通ずるドアしかない。しかもそのドアの前には今入ってきたばかりの明智の部下と警官とが当選棒をして立ちはだかっている。窓から飛び出そうにもここは会場だし、その外は ぐるっと建物で囲まれた内庭なのだ。一体全体、彼女はどんな方法でこの窮地を脱するつもりなのだろうつまらない巨星は吉田前。さあ警官、この女をお引き渡しします。遠慮なく縄をかけてください。これが今度の誘拐団の主犯です。明智は、黒トカゲの挑戦を目殺して、 入口の警官に言葉をかけたよく事情を知らない警官はこの美しい貴婦人が犯人と聞いて面食らったように見えたが刑事部でも信用の厚い明智の顔は見知っていたので言われるままに緑川夫人のそばに近づこうとした明智さん右のポケットを触ってごらんなさい「<laughs> 空っぽじゃなくって」 緑川夫人の黒トカゲが近づく警官を尻目にかけながらかんだかく言った。明智はハッとして思わずそのポケットへ手をやった。ない。確かに入れておいたブローニングがない。女族黒トカゲは指先の魔術にもたけていたのだ。最前寝室での騒ぎの際に用意周到にも明智のポケットからそのピストルをちゃんと抜き取っていたのだ。 <laughs> 明智さん、スリの手口もご研究にならなくちゃだめだわ。あなたの大切なもの、ここにあるのよ。女族はにこやかに笑いながら洋服のむ、洋装の胸から小型のピストルをつまみ出して、きっと前に構えた。<laughs> さあ、皆さん、手を挙げてくださらない出ないと、私だって明智さんに劣らない射撃の名手なのよ。 それにあたし、人間の命なんて何とも思ってませんのよ。今一歩で彼女に組みつこうとしていた警官が立ち往生をしてしまった。残念なことには、この部屋にいる四人の男は誰も飛び道具を持っていなかった。武器といっては、警官の探検のほかには何もない。手を、さあ、手をあげなって言ったら、 黒トカゲは目を据えて赤い唇,唇を舐めながら四人の男に向かって次々とつつ口を向けていった。引き金にかけた白い指が今にもキュッと力を入れそうにブルブル震えている。彼女のさっき走ったというよりは一種気違いめいた表情を見ると言われるままに手を上げないではいられなかった。 大の男が育児のない話だけれど警官も明智の部下も岩瀬氏も名探偵明智小五郎さえも万歳を途中でやめたような格好をしないわけにはいかなかった緑川夫人はその時も例の黒ずくめの様相であったがあだ名の黒トカゲそっくりの素早さでさっとドアのところへ駆け寄った明智さん これがあんたの第二の失策よ。ほら。言いながら、開いている左手を後ろに回して、最前、明智がドアを開けたとき、鍵穴に刺したままにしておいた鍵を抜き取ると、キラキラと顔の前で振ってみせた。まさかこんなことになろうとは想像もしなかったので、慌ただしい折から、明智は何の気もなく鍵をそのままにしておいたのだが、 それを見逃さずとっさに利用することを考えついた女族の知恵の鋭さ。それから、お嬢さん彼女はもうドアを開けて片足を廊下に踏み出しながら、しかしピストルは油断なく構えたまま、今度はさなえさんに声をかけた。あんたは本当にかわいそうだと思うけど、 日本一の宝石屋の娘さんに生まれついたのが不運と諦めてね。それに、あんたはあんまり美しすぎたのよ。僕は宝石もご就心だけど、宝石よりもあんたの体が欲しくなった。決して断念しないわ。ねえ、あけさん、僕は断念しないよ。お嬢さんは改めて頂戴に上がりますよ。じゃあ、さようなら。 パタンとドアが閉まって、外からカチカチと鍵をかける音。サナさんの四人の音、サナエさんと四人の男とは部屋の中へ閉じ込められてしまった。鍵は一つしかない。それを持ち去られたのでは、ドアを叩き破るか、高い窓から飛び降りる他に、ここを抜け出す方法はない。だが、たった一つ、電話という武器が残っている。 明智は卓上電話に飛びついて交換台を呼び出した。もしもし、僕は明智。分かったね。大急ぎだよ。ホテルの出口という出口に見張りをさせてくれたまえ。そして緑川夫人、緑川夫人だよ。あの人が今外出するから捕まえるんだ。重大犯人だ。どんなことがあっても逃がしちゃいけない。早く支配人やみんなにそう言ってくれたまえ。いいかいああもしもし、それからね、強引にね。 岩瀬さんの部屋へ合鍵を持ってくるように言ってくれたまえ。これも大急ぎだよ。電話をかけ終わると、明智は地弾弾打を踏むようにして、部屋の中を行ったり来たりしていたが、またせっかちに受話器を取った。もしもし、さっきのことをうまくやってくれたかい支配人にそう言ってくれたかいうん。よしよし、それでいい。ありがとう。じゃあ、防衛に。 相鍵を早くって言ってくれたまえそれから彼は岩瀬氏の方に向き直って言うのだこの交換手はなかなか気が利いている手早く計らってくれましたよ出口という出口には見張りがついたそうですあの女がいくら早く走ってもここから階段までは相当距離があるんだし階段を降りて出口までもなかなか遠いのだから多分ええ多分大丈夫ですよ まさかあの有名な緑川夫人を見知らない雇い人はいないでしょうからね。だが、この明智の機敏な手配それ自身が、またしても一つの失策であった。黒トカゲは大急ぎで階段を降りると、実に意外にも出口に向かおうとしないで自分の部屋へ入ってしまった。3分間、かっきり、 三分間であった。再び彼女の部屋のドアが開くと、そこから一人の意外な青年紳士が出てきた。格好のいいソフトボー派手な柄の背広服、気取った鼻眼鏡、濃い口ひげ、右手にはスネークウッドのステッキ、左手にはオーバーコート。これがわずか三分間の変装とは、 遅めの七の七けも魔術師と自称する黒トカゲでなくてはできない芸当だそういう変装用の服装はいつも旅行カバンの底に用意されていたのだその上なんとまあ抜け目のないことにはトランクの中の宝石類は一つも余さずその背広服のポケットへ収まっていたのである青年紳士は 廊下の曲がり角まで来ると、ちょっと躊躇した。表からにしようか、それとも裏口からにしようかと。その時分には、もう合鍵が間に合って、明智たちは階外を降りていたが、まさか表玄関から逃げ出しもしまいと、その方は支配人に任せ、手分けをしていくつかの裏口の見張りをしていたのだが、黒トカゲは、早くもそれと察したのか。 大的にも胸を張りステッキを振りながら靴音も高く表玄関を通って外に出たそこには支配人をはじめ3人のボーイがひどく緊張して見張り番を務めていたのだけれど何を言うにも100人に近い泊まり客そこへそれぞれ外からのお客様があるのだから一人一人の顔を見覚えているわけではないしそれに 目指す緑川夫人は、目指すは緑川夫人と女客ばかりを注意していたものだから、にっこり会釈し,して通り過ぎたこの青年紳士を、まさかそれとは思いもよらず、どうもお騒がせいたしまして、と丁寧にお辞儀までして送り出したのであった。青年紳士は玄関の石段をコツコツ降りると、お拾い、 お拾いで口笛など吹きながら、徒歩と書いてお拾い、お拾いで口笛など吹きながら、ゆっくりと門の外へ歩いていった。ホテルの塀に沿って、薄暗いペーブメントを少し行ったところで、タバコを吹かしながら様子ありげに佇たずんでいる一人の洋服男に出会った。青年紳士は何を思ったのか。 いきなりその男の肩をポンと叩いて、快活に行った。いやあ、君はもしや明智探偵の事務所の方じゃありませんか何をぼんやりしているんです今、ホテルでは賊が捕まったと言って大騒ぎですよ。早く行ってごらんなさい。すると案の定、その男は明智の部下であったと見えて、人違いじゃありませんか 明智探偵なんて知りませんよ。とさすがに用心深い返事をしたが、滑稽にも言葉と仕草とは裏腹に青年紳士が二、三歩行くか行かない。うちにもうあたふたとホテルの方へ駆け出していた。黒トカゲはくるりと回れ右をして、その後ろ姿を見送ったがこみ上げてくる。おかしさについ我を忘れて。<laughs> と、不気味な笑いを漏らすのであった。怪老人、怪しい老人。明智は敗北した。しかし、弁解の余地がないではなかった。少なくとも、依頼を受けた早苗さん保護の役目だけは完全に果たしたからだ。なるほど。 岩瀬氏は、女族を逃がしたことなどは二の次にして、ただ娘の助かったことを感謝した。明智の手腕を賛美しておかなかった。それに、こういう結果になった大半の責任は、岩瀬氏にあったと言ってもいいのだ。黒トカゲの変装を我が娘と信じきって、その隣のベッドに寝ながら、族のからくりを看破し得なかったのは、何と言っても岩瀬氏の手落ちであった。 だが、明智は、そういうことで、慰められはしなかった。相手もあろうに、か弱い女のために、この敗北を見たかと思うと、悔やんでも、悔やみ足りない気持ちであった。ことに、見張りの部下の口から、相手が素早い変装で逃れ去ったことを知ると、思わず、バカと、その部下を怒鳴りつけたほど、腹が立った。岩瀬さん、 僕は負けました。あれほどの奴が僕のブラックリストに乗っていなかったのは不思議です。鷹をくくっていたのがいけなかったのです。しかしもうこの失敗は繰り返しません。岩瀬さん、今僕は僕の名にかけて誓います。たとえあいつが再びお嬢さんを狙うようなことがあっても、今度こそは決して負けません。僕が生きている間はお嬢さんは安全です。これだけを。 はっきり申し上げておきます。明智は青ざめた顔に恐ろしいほどの熱意を込めて断言した。期待の強敵を向こうに回して彼の闘争心は燃え上がったのだ。読者諸君、この明智の言葉を記憶に留めておいてください。彼の制約は果たして守られるか、再び失敗を繰り返すようなことはないか。 もしそういうことがあったなら彼は職業的に自滅するほかはないのだがその翌日岩瀬氏府シは予定を変更して走行として大阪の自宅に帰った途中が非常に不安だったけれどホテル住まいを続けるよりは早く自宅に帰って一家眷属の中に落ち着きたかったからだ 明智小五郎もそれを進め、途中、護衛の任に当たった。ホテルから駅までの自動車、汽車の中、大阪に到着して出迎えの自動車、族の手はどこに伸びてくるかわからなかったので、それらの点には綿密の上にも綿密の注意が払われた。結局、サナエさんの一行は無事に自宅に帰ることができたのだ。明智はそれから、 引き続き岩瀬家の客となって、サナエさんの身辺を離れなかった。そして数日は何の異変もなく過ぎ去った。さて、読者諸君。作者はここに舞台を一転して、今までこの物語に一度も現れなかった一人の女性の不思議な経験を語る順序となった。それは、黒トカゲやサナエさんや明智小五郎とは、 何の関係もない事柄のように見えるかもしれない。しかし、敏感な読者は、この一女性のキーな経験が、事件に関してどんな深い意味を持っているかを、容易に悟られるに違いない。それは、早苗さんが大阪に帰って間もない、ある夜のことであったが、同じ大阪市内の盛り場、S 町の通りを、両側のショーウィンドウを眺めながら、 ようも投げにまんぽしている一人の娘があった。襟と袖口にちょっぴりと毛皮のついた街灯が、しかしなかなかよく似合って、ハイヒールの足の運びも軽やかに見えたが、彼女の美しい顔にはなぜか正気がなかった。どことなく捨て鉢な、どうにでもなれというような毛色が漂っていた。それゆえに、 ともすればストリートガールなどと見違えられそうであった。現に彼女をその種類の女性と考えてか、最前からそれとなく彼女の後をつけている一人の人物があった。茶色のソフトに厚ぼったい茶色のオーバー、太い塔のステッキ、大きなロイドメガネ、髪もひげも真っ白なくせにテラテラとした赤ら顔の気味の悪い老真詞だ。 娘の方でもとっくにそれを気づいていた。だが彼女は逃げようともしないのだ。ショーウィンドウの鏡を利用してその老人の様子を何か興味ありげに眺めさえした。S 町の明るい通りをちょっと曲がった薄暗い横丁にコーヒーのうまいので有名な喫茶店がある。娘はふと思いついたように 美行の老人子をちょっと振り返っておいて、その店へ入っていった。そして、シュロの鉢植えで目隠しをした隅っこのボックスに腰掛けると、なんと人を、なんと人を食った娘さんであろう。コーヒーを二つ注文したのである。一つは無論、後から入ってくる老人子のためにだ。案の定老人は喫茶店へ入ってきた。 そして、暗い店内をじろじろ眺め回していたが、娘を見つけると、この老人も彼女の上を行く厚かましさで、そのボックスへ近づいていった。いやあ、ごめんなさい。あんたお一人かな。そう言いながら、彼は娘と向かい合って腰を下ろしてしまった。おじさん、きっといらっしゃると思って。 私、コーヒー注文しておきましてよ。娘が老人の倍の大胆さで押収した。さすがの老人誌にもこれには面食らった体に見えたが、やがてさも我が意を得たとばかりに、ニコニコして娘の美しい顔を真正面から見ながら、妙なことを尋ねた。どうじゃな、失業の味は。 すると今度は娘の方でぎょっとしたらしく、顔を赤くしてどもりどもり答えた。まあ、知ってらしたのあなた、どなたでしょうかほほほほ。<laughs> あんたのちっともご存じない老人じゃ。だがわしの方ではあんたのことを少しばかり知っているのですよ。行ってみようかね。 あんたの名前は桜山陽子。関西商事株式会社のタイピスト嬢であったが、上役と喧嘩して今日クビになったばかりじゃ。はははは。どうだね。当たったでしょう。ええ、そうよ。あなたは探偵さんみたいな方ね。陽子は、たちまち最善からの捨て鉢な表情に帰って、 そんなことに驚くもんかという調子で受け流した。まだある。あんたは今日3時ごろに会社を出てから今まで一度もうちへ帰っていない。友達を訪問しようともしない。ただブラブラと大阪の町じゅうを歩き回っていた。いったいこれからどうするつもりなんだね。老人は何もかも知っている。 彼はきっと、その午後三時から夜更けまでずっと陽子を尾行し続けていたのに違いない。一体全体何の目的でそんなバカバカしい骨折りをしたのであろう。それを聞いてどうなさいますので、もし私が今晩からストリートガールに転業したとしたら、娘はやけっぱちな薄笑いを浮かべていった。 <laughs> わしがそういう不良老人に見えるかね違う違う。それにあんたはそんな真似のできるたちじゃない。わしが知らんと思っているのかね二時間ほど前君が薬屋の店へ入って買い物をしたのを。老心師はどうだというようにぐっと陽子の目を見据えた。<laughs> これですか眠り薬よ。洋子はハンドバッグからアダリンの包み箱を二つ出してみせた。あんたはその若さで不眠症かねまさかそうじゃあるまいそれにアダリンを二箱というのは、あたしが自殺するとおっしゃるのうーん。 わしは若い女性の気持ちがまんざらわからぬ男じゃない。大人たちには想像もできない青春の心理じゃ。死が美しいものに見えるのじゃ。汚れぬ体で死んでゆきたいという乙女の純情じゃ。そしてそのお隣には焼けっチな我と我が肉体を泥沼へ落とし込もうとするマゾヒズムがいる。 ほんの紙一重のお隣同士じゃ。あんたがストリートガールなんて言葉をくちばしるのも、アダリンを買ったのも、みんな青春のなせる技じゃよ。で、つまりあたしに意見をしてくださろうってわけですの陽子は興ざめ顔につっぱなすように言う。いや、どういたしましていや、どう、どうしまして、 意見なんてやぼったいことはしませんよ。意見じゃない。あんたの窮地を救ってあげようというのじゃ。<laughs> まあそんなことだろうと思ってましたわ。ありがとう。救っていただいてもよくってよ。彼女はまだ誤解しているのか、さもおかしそうに冗談らしく答える。いや、そういう品の悪い口を聞いてはいけません。 わしは真面目に相談しているのじゃ。あんたをお囲いものにしようなんて変な意味は少しもない。だが、あんたはわしに雇われてくれますか。ごめんなさい。それ本当ですのやっとようこにも老人の真意がわかり始めた。本当ですとも。ところであんたは、 関西商事で失礼じゃが、いくら報給をもらっていましたね。40円ばかり。うん、よろしい。では、わしの方は、月給200円ということに決めましょう。その他に、宿所も食事も、服装も、わしの負担です。それから仕事はというと、ただ遊んでいればいいのじゃ。<laughs> まあ、素敵ですわね。いや、冗談だと思われては困る。これには少し込み入った思才があって、雇い主の方ではそれでも足りないくらいに思っているのじゃ。それはそうと、あんた、両親はありませんの。生きていてくれたら、こんな惨めな思いをしなくってもよかったのでしょうけれど。すると、今は。 アパートに一人ぼっちですの。おんよしよし万事好都合じゃそれではあんたはこのまますぐわしと堂々してくださらんかアパートへはあとからわしの方でよろしく話しておくことにするから実に奇妙な申し出であった普通の場合なれば到底承諾する気にはなれなかったに違いない だが、桜山陽子は、その時、低層をさえ売ろうとしていたのだ。自殺をさえ考えていたのだ。その焼けっぱちな気持ちが、つい彼女をうなずかせてしまった。老人士は喫茶店を出ると、タクシーを拾って、彼女を見知らぬバス町の、みすぼらしいタバコ店の2階へ連れて行った。そこは、畳の赤茶けた、 何の飾りもない六畳の部屋で品物といっては隅っこに小さな兄弟とトランクが一つ置いてあるばかりだますます機械な老人の行動であったが陽子はそこへ着くまでの車中で老人からこの不思議な雇用契約の秘密をある程度まで聞かされていたのでもう少しも不安は感じなかったむしろ彼女の奇妙な役割に 少なからぬ興味を持ち始めていた。では、ひとつ着替えをしてもらおう。これもあんたを雇い入れるについてのひとつの条件なのじゃ。老紳士はトランクの中からちょうど陽子の年頃に似合いの派手な模様の和服のひとそろいと帯、長襦袢、毛皮の襟のついた黒いコート。 それから草履までも残りなく揃った衣装を取り出して、小さな鏡でなんだけれど、一つうまく着替えをしてくれたまえ、と言い残して下へ降りていった。ようこは言われるままに着替えを済ませたが、そうして高価な,え高価な和服に包まれた気持ちは、決して不快なものではなかった。うまいうまい、それでいい。 実によく似合ったぞ。いつの間にか老紳士が上がってきて、彼女の後ろ姿に見とれていた。でも、この着物に断髪は、なんだか変ですわね。ようこは鏡を覗き込みながら、少しはにかんで言う。それも、ちゃんと用意がしてある。ほら、これだ。これをかぶってもらわなくてはならんのだ。 老人はそう言って、最前のトランクから白布にくるんだものを取り出した。それをほどくと、中から不気味な髪の毛の塊が出てきた。芯のないオールバックのかつらだ。老人は、洋子の前に回って、上手にそのかつらをかぶせてくれた。鏡を見ると、親と思うほど顔が変わっている。 それから、これじゃ、少し度があるけれど我慢をしてくれたまえ。そう言って老心士が差し出したのは、縁なしの金メガネであった。陽子はそれをも一言も反問しないで目に当てた。さあ、もう時間がない。すぐ出かけることにしよう。約束は十時かっきりなんだから。 老人がせき立てるので、洋子は大急ぎで脱ぎ捨てた洋服を丸め、トランクに押し込んだまま階段を降りた。タバコ店を出て少し行った大通りに、一台の自動車が待っていた。最善乗ってきたタクシーではない。やっぱりボロ車ではあったけれど、運転手はなかなか立派な男で、老人士とも知り合いらしく見えた。二人が乗り込むと、 刺しずも待たず、車は走り出した。街灯の明るい大通りを行く曲がりして、やがて暗闇の郊外に出た。来ましたが、時間はどうでしょうか運転手が後ろを向いて尋ねる。うん、ちょうどいい。かっきり十時だ。さあ、明かりを消した前。 運転手がスイッチをひねるとヘッドライトもテールライトも客席の豆電灯も全ての電灯が消え去って闇の中を闇の車が走るのだ。ほどもなく自動車はどこかの大きな邸宅のコンクリート塀に沿って徐行していた半丁置きほどに立っている安全灯の尾行によってわずかにそれと知られる。 さあ、洋子さん、用意をして、素早くやるんだよ。いいかね老人が、競技選手を力づけるようなことを言う。ええ、わかってますわ。洋子は、この不可思議な冒険に、ワクワクしながら、しかし、元気よく答えた。突如、車は、その邸宅の通用門らしいところに停車した。 と同時に、外から何者かが自動車のドアを,ドアをさっと開いて、早くとただ一言ささやいた。陽子は無言のまま夢中で車を飛び出すと、あらかじめ言い含められていた通り、いきなりその小さなくぐり戸の中へ駆け込んでいった。すると、それと入れ違いに、これはくぐり戸の内側から陽子の肩にぶっつかって、 マリのように転げ出し、自動車の今までヨーコがかけていた座席へ飛び込んだ人がある。ヨーコは、とっさの場合、多くの伝統のほのかな光の中で、その人を見た。そして思わず、ぞっとしないではいられなかった。彼女は、幻を見たのであろうか。それとも最前からの出来事が、すべて恐ろしい、 悪夢なのではあるまいか。陽子はもう一人の陽子を見たのだ昔離婚病という病があったことを聞いているもしや彼女はその奇病に取りつかれたのではないだろうか桜山陽子が二人になったのだ一人はくぐり戸の中へ一人はその袖をくぐって自動車へ 髪型から着衣までこれほどよく似た人間が二人あって良いものか。いやいや、そればかりではない。彼女を心底から怖がらせたのは、そのもう一人の女性の顔までがようことそっくりに見えたことだ。だが、そのもう一人の女性を乗せた自動車は、彼女の底知れぬ恐怖を後にして、元来た道へと、 黒い風のように消え去っていった。さあ、こちらへおいでなさい。ふと気がつくと、闇の中に最前,最前自動車のドアを開いた男の黒い影が、彼女の耳元に顔を寄せていた。雲 <laughs> と胡蝶と。 大阪の南の郊外、南海電車沿線 H 町に大宝石商岩瀬商兵氏の邸宅がある。この頃、その屋敷を取り巻くコンクリート塀の頂に一面にガラスの破片が植え付けられた。どうしたんだろう岩瀬さんは、あんな氷菓子みたいな真似をする人柄じゃないんだが、と付近の人々は、 いぶかしく思わないではいられなかった。だが、岩瀬氏の異変は、それだけにとどまったのではない。まず第一に、門長屋の住人が変わった。これまでは、岩瀬商会の古い店員が住んでいたのに入れ替わって、土地の警察に勤務している剣道の豪の者と噂の高い某巡査の一家が引っ越してきた。庭園には、 ところどころに柱を立てて、明るい屋外街灯が取り付けられ、建物の要所要所の窓には、さも頑丈な鉄格子がはめられた。その上、従来からいる書生のほかに、筋骨たくましい二人の青年が、用心棒として、邸内に寝泊まりすることになった。岩瀬邸は、今や小さい城郭であった。そもそも、 何を恐れてこれほどの用心をしなければならなかったのか。他ではない。女アルセーヌ・リュパンとまで言われる女族、クロトカゲの襲来が予知されていたからだ。岩瀬氏の最愛のお嬢さんの身辺に世にも恐ろしい危険が迫っていたからだ。東京の K ホテルでは名探偵明智小五郎に妨げられて、 女族の誘拐の企ては失敗に終わったけれど、それで諦めてしまったのではない。彼女は必ず必ずサナエさんを奪い取ってみせると要言しているのだ。いずれはもうこの大阪へ潜入しているに違いない。ひょっとしたら、H 町の岩瀬邸の間近くまで忍び寄っていないとも限らぬのだ。 魔術師のような女族の手並みの、手並みのほどは、軽ホテルの事件で肝に銘じている。岩瀬昌兵士ならずとも、これほどの用心をしないではいられなかったに違いない。当のサナエさんは、かわいそうに、奥の一間、例の鉄格子を張った部屋に、監禁同然の身の上となった。次の間には、サナエさんお気に入りのバー屋や、 そのもう一つ手前の部屋には、東京から出張してきた明智小五郎が寝泊まりをして、玄関脇には三人の書生、その他数人の男女の召使いたちが、サナエさんの部屋を遠巻きにして、ことあらば、我一番に駆けつけんものと手ぐすね引いて待ち構えていた。サナエさんは、部屋に閉じこもったまま、一歩も外出しなかった。 時たま庭園を散歩するのにも必ず明智なり書生なりが付き添っていたいかな魔術師の黒トカゲでもこれでは手も足も出ないに違いないそれ,かそれかあらぬか早苗さんたちが本邸に帰ってからもう半月ほども経過したけれど女族の気配は全く感じられなかったわしはどうやら臆病すぎたようだわい あいつの脅し文句を真に受けたのはちと大人げなかったかもしれんて。それともあいつはこちらの用意を知ってとても手出しができないと諦めてしまったのだろうか。章兵士はだんだんそんな風に考えるようになっていた。だが、賊の方の心配が薄らぐと、今度は娘のことが心がかりになりだした。 わしの用心はちとてきびしすぎたかもしれない。娘を座敷廊へでも閉じ込めるようにしておいたのがいけなかったかもしれない。それでなくてもびくびくしている娘をいっそうおじ,おじけさせてしまった。あれのこのごろの様子はまるで人が変わったようだ。青い顔をしてふさぎ込んでばかりいる。わしがものを言っても返事をするのも嫌そうにしてそっぽを向いてしまう。 どうかして少し気を引き立ててやりたいものだが。そんなことを考えていたとき、翔兵氏はふと今日出来上がってきた応接室の洋家具のことを思い出した。うん。ああ、そうだ。あれを見せたらきっと喜ぶに違いないて。洋家具というのは贅沢な椅子のセットで、 一月ばかり前、それを注文するとき、椅子に貼る織物椅子に貼る織物を、サナエさんが選定したのであった。翔兵氏は、この思いつきに元気づいて、早速奥のサナエさんの居間へやってきた。サナエ、お前の好みで注文した椅子が今日できてきたんだよ。もうちゃんと応接間に据え付けてある。一度見に来てごらん。 思ったよりも立派な出来栄えだったよ。襖を開けて部屋を覗き込みながら声をかけると、机に持たれていたさなえさんがビクッとしたように振り向いたが、すぐまたうなだれてしまって。そうですか。でも私、今。と、一向気乗りのしない返事だ。そんな愛想のない返事をするものじゃない。 まあいいから来てごらんなさい。ばあや、ちょっとさなえを借りていきますよ。翔兵氏は、隣室のばあやにそう断って、進まぬさなえさんの手を取るようにして連れ出して行った。ばあやの次の明智探偵の部屋は、開け放ったまま空っぽになっていた。彼はやむを得ない用があって、午前から外出したまままだ帰らないのだ。 彼が出かけるとき、翔兵士氏の在宅を確かめ、召使いたちにもさなえさんから目を離さぬよう、くどく注意を与えていったことは言うまでもない。やがてさなえさんは、お父さんの後に従って、広い応接間に入った。どうだね。少し派手すぎるくらいだったね。小兵士氏は言いながら、その新しい椅子の一つへ腰を下ろした。 丸テーブルを囲んで、ソファー、アームチェア、婦人用のもたれのない椅子、木製のもたれの小型の椅子など、都合七脚のセットが派手やかに並んでいた。まあ、綺麗ですこと。無口のさなえさんがやっと物を言った。いかにもその椅子が気に入ったらしい。彼女は長椅子に腰掛けてみた。 少し硬いようですわ。何かしら普通の長椅子とは掛け心地が違うような感じがした。そりゃあ、こしらえた手には少し硬いものなんだよ。そのうちに慣れて柔らかみが出てくるだろう。もしその時、翔兵氏がさなえさんと並んでその長椅子に腰掛けてみたならば、彼とても 不審を抱かないではいられなかったに違いない。長椅子の掛け心地はそれほど異様であった。だが彼は一つのアームチェアに沈み込んだまま、外の他の椅子を試みようともしなかったのだ。そうしているところへ、駒使いがドアから顔を出して電話を知らせた。大阪の店からの要件らしい。翔兵氏は、 奥の居間の卓上電話へと急いで出て行った。だが、さすがに用心深く、書生部屋に声を,声をかけて、応接室のさなえさんを注意するようにと命じることを忘れなかった。主人の声に二人の書生が廊下へ出て、そこに見張り番を務めた。その廊下の突き当たりが応接間のドアになっていた。書生たちの前を通らないでは、 誰もさなえさんのいる部屋へ入ることはできないのだ。無論、応接間には庭に面していくつかの窓が開いていたけれど、それにはすべて例のいかめしい鉄格子がはめてある。庭からも廊下からも、さなえさんの身辺に近づく道は、まったく、まったく途絶えさ、と、途絶え、 途絶えされて、なな、んだろうな全く閉ざされていた出なくてはいかに休養の電話とはいえ翔兵衛氏がその部屋に早苗さんを一りぼっちで残していくはずはなかった電話の結果岩瀬氏は急に大阪の店へ出向かなければならなくなった彼は大急ぎで着替えをして夫人と駒遣いに見送られて玄関に出た サナに気をつけてくださいよ。今、応接間にいる。女性たちに見張りを言いつけておいたけれど、お前もよく注意してください。彼は、駒遣いに靴の紐を結ばせながら、夫人に幾度も念を押した。夫人は、主人が自動車に収まるのを見送っておいて、娘の様子を見ようと応接間に近づいたが、気がつくと、ピアノの音が聞こえている。 まあ、さなえさんがピアノを弾いている。近頃にないことだわ。いい塩梅だ。じゃあ、そっとしておいてやりましょう。彼女は、なんとなく軽やかな気持ちになって、書生たちに見張りを怠らないように注意を与えた上、今の方へ引っ返していった。応接間の中のさなえさんは、父親が行ってしまうと、一つ一つの椅子の掛け心地を比べてみたり、 立って窓の外を眺めたりしていたがやがてピアノの蓋を開いてでたらめにキーを叩き始めた叩いているうちに曲が乗って同様の曲になったりそれがいつの間にかオペラの一節に変わっていたりしたしばらくはピアノに夢中になっていたがそれにも飽きてもう今へ帰りましょうと立ち上がってひょいと振り向いた時 彼女はそこに、実に思いもかけない恐ろしいものの姿を発見して、ぎょっと立ちすくんでしまった。ああ、どうしてこんなことが起こり得たのであろう。窓からも廊下からも、その部屋へ忍び込む道は全く途絶されていたのだか、これ。全く途絶されていたのだ。ピアノとか長椅子とか、 その他のちょう度の後ろには人が隠れるほどの隙間はないのだし、近頃の低い椅子ではその下へ潜むことなど思いもよらぬ。つい今しがたまでこの部屋には、サナエさんの他に生きた者とては猫一匹さえもいなかったのだ。それにもかかわらず、今サナエさんの目の前に一人の異様な人物が立ちはだかっていたではないか。 もじゃもじゃの髪の毛、顔中を薄黒くしたし武将ひげ、ギラギラと油断なく光る恐ろしい目、ところどころに破れの見える汚い背広服。どこをどうして入ってきたのか、このお化けみたいな男は、考えてみるまでもない、女族、黒トカゲの手下のやつに決まっている。ああ、とうとう予期した者がやってきたのだ。しかも、 人々がややゆ油断し始めた巨につけ込んで、魔術師のような海賊は、やすやすと警戒を突破し、幽霊みたいにドアの隙間から忍び込んできたのだ。<laughs> おっと、声を立てちゃいけないよ。手荒のことは視野しない。俺たちにも大事のお嬢さんだからね。くせ者が、低い声で脅し付けた。だが、 そんな注意を受けるまでもなくかわいそうな早苗さんは恐ろしさに体中がしびれたようになって身動きも叫び声を立てることもできなくなっていた賊はにやりと不気味な微笑を浮かべて素早く早苗さんの後ろに回りポケットから丸めたハンカチのようなものを取り出すとやにわに少女に踊りかかってそのハンカチで口を覆ってしまった 早苗さんは肩から胸にかけて蛇に締め付けられたようないやらしい圧力を感じた。口はハンカチのためににわかにムッと息苦しくなった。いくらなんでももうじっとしてはいられない。彼女はか弱い少女の力のあらん限り癖物のの,のの手から逃れようともがいた。蜘蛛の糸にかかった美しい一匹の蝶のように みじめにものぐるわしく跳ね回った。だがやがて彼女の活発に動いていた手足が徐々に力を失いいつしかぐったりと静まり返ってしまった麻酔剤の効き目であれくせ者は腸が羽ばたきしなくなるとその体をそっとじゅうたんの上に寝かせ裸った着物の裾を合わせてやりながら 美しく眠った早苗さんの顔を眺めて、またしてもニヤニヤと、底気味の悪い微笑を浮かべるのであった。霊状変身。応接間から漏れていたピアノの音が止んでしまってから、もう30分も経ったのに、早苗さんは一向出てくる様子がない。つい最前までは、 ことことと物を動かす音などが聞こえていたが、それさえ今はぱったり途絶えて、ドアの向こう側は死んだように静まり返っている。おい、長いね。いい加減に部屋へ帰ってくればいいのに。部屋へ帰ってくれればいいのに。それにしても、馬鹿に静かになってしまったじゃないか。変だぜ、なんだか。見張りの書生が、 辛抱しきれなくなって囁き始めたところへ、これもお嬢さんを案じたばあやがき合わせた。お嬢さんは応接にいらっしゃるの旦那様もご一緒なんだろうね。ばあやは主人の外出を知らないでいたのだ。いや、ご主人はさっき店から電話がかかって大阪へ出かけられましたよ。 おやおや。じゃあ、あそこにお嬢さん一人ぼっちなのいけないねえ、そんなことをしちゃ。ばあやはフフ、ふ、ふ、く顔だ。だから、僕らが見張りをしているんだけれど、さっきからだいぶ時間が経つのに、一向出ていらっしゃらない。それにあまり静かなので、少し変に思っているのですよ。じゃあ、私が行ってみましょう。 ばあやはそう言って、つかつかとドアに近づき、何気なくそれを開いて中を覗いてみたが、覗いたかと思うと、またすぐ閉めて、いきなり書生たちのところへ走り戻ってきた。どうしたのか、彼女の顔は真っ青になっている。大変ですよ。ちょっと行ってみてください。変な奴が長い椅子の上に寝そべっているの。それにお嬢さんは、 あそこには見えませんよ。早くあいつを掴つみ出してください。まあ、気味の悪い。書生たちは、無論そんなことを信じなかった。このばあさん気でも違ったのではないかと疑った。しかし、ともかくも行ってみる他はない。彼らはいきなりドアを開けて応接室へ飛び込んでいった。見ると、驚いたことには、 ばあやの言葉は決して嘘ではなかった。確かに長椅子の上にぐったりと死んだようになって寝そべっている奴がある。ボロボロの背広を着た顔中武将ひげの小敷みたいな男だ。こら貴様何者だ柔道初段の豪傑書生が癖者の方に手をかけて揺すぶった。 うわーたまらねえこいつ酔っ払いだぜ長いすの上へ小間物店を並べあがった彼は滑稽な身振りで飛びのいて鼻をつまんだなるほど酔っ払いの証拠には男の顔は異様に青ざめていたし長いすの下にはウイスキーの黄瓶が空っぽになって転がっていたそれにしてもその部屋で酒を飲んだものとすれば 少し酔いの回り方が早すぎるように思われるのだが、転倒した書生たちはそこまで気がつかなかった。揺り起こされたくせ者は薄めを開いてひ汚く汚れた口端を赤い舌でペロペロとなめ回しながらぐらぐらと上半身を起こした。すまねえ。ほらもうだめだよ。苦しくってとてももう飲めねえ。 この新章の応接室をバーとでも思い違っているのか、男はわけのわからぬ管を巻き始めた。バーか、ここをどこだと思っているそれに貴様、一体どうしてここへ入ってきたんだえうんどうして入ってきたっていうのかそりゃお前、蛇の道は蛇だな。どこにうめえ酒が隠してあるくらいのことは、 ちゃんとご存じだってことよ。へっ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 へ。それよりも君、お嬢さんの姿が見えないんだぜ。そいつがどうかしたんじゃないかい。別の女性がそれに気づいて注意した。実に不思議なことには、部屋中をくまなく探してみたけれど、絵体の知れぬ酔っ払いの他には、人の影もないのであった。一体これは、 どううしたというのだあの美しいお嬢さんがたった30分かそこいらの間にまるで天勝城の魔術みたいにこの汚らしい酔っ払いに変わってしまったのであろうか前後の事情だけから考えるといくらバカバカしくてもどうもそうとしか思えないのだが「おいお前いつここへ来たんだ」 ここに美しいお嬢さんがいらしたはずだが、お前見なかったかおい、はっきり返事をしろ。肩をこずき回されても、男は一向無感覚だ。え、美しいお嬢さんだって、お懐かしいね。連れておいで、ここへ。ほら、久しく美しいお嬢さんのお顔を拝まねえんだ。拝ましてくんな。早くさ、早く。 ここへ引っ張ってこいってんだ。うははは実にたわいがなかった。こんな奴に聞いたって無駄だよ。ともかく警察へ電話をかけて引き渡すことにしようじゃないか。いつまでもここへ置いといたら平夜中ヘッドだらけになっちまうぜ。岩瀬夫人は、 ばあやの知らせに驚いて駆けつけたが、人一倍潔癖な彼女は、小敷みたいな男がヘドを吐いていると聞くと、部屋へ入る勇気がなく、女中たちに取り巻かれて、ドアの外からコわごわ覗いていたのだが、今の所性の言葉を聞くと、ああ、それがいい。早くおまわりさんを呼んでください。誰か警察へ電話を、と指図した。そして結局、その得体の知れぬブライカンは、 土地の警察の拘留室にぶち込まれたのだが、2人のおまわりさんがくせ者の,の両手をつかんでぶら下げるようにして連れ去ると、あとには彼の凹凸物のために無残に汚された長いすと耐え難い周期とが残った。できてきたばかりのいすを、まあもったいない。ばあやが顔をしかめながら、遠くからそれを眺めて言うのだ。 おやおや、ヘドばかりじゃありませんよ。大変な鍵崎きだ。まあ、気味の悪い。あいつ刃物でも持っていたのでしょうか。長椅子の切れがひどく破けてますよ。嫌だね。せっかく綺麗になったばかりなのに、そんなものせつ間に置けやしない。誰か、かぐやへ電話をかけてね、取りに来るようにそう言ってください。張り替えなくっちゃ仕方がない。 潔癖家の岩瀬夫人は、一刻でもその汚いものを邸内に置くに耐えなかったのだ。さて、酔いどれ騒ぎが一段落つくと、今度はにわかにさなえさんのことが気になり始めた。主人昌兵氏にこのことが急報されたのは言うまでもない。明智の行き先もわかっていたので、急いで帰るように電話がかけられた。同時に、 庭内の大捜索が開始された。出張してきた3人の警官と書生をはじめ召使いたちの総動員で応接室や早苗さんの居間を手始めに会場開花庭園から縁の下まで残るところもなく探し回っただが美しいお嬢さんは朝日に溶けるはずえの露のようにかげろうとなって蒸発してしまったのでもあろうか 実に不思議千盤にもあるべきはずの体内にその姿は影も形も見えないのであった魔術師の会議怪しい技ですね魔術師の会議酔っ払い騒ぎがあってから二時間ほど後宮報に接して大阪から帰った翔兵衛氏と明智小五郎とが 主人の居間でその不可解な出来事について慌ただしい会話を取り交わしていた。そのそばには岩瀬夫人とばあやとが控え、責任者の二人の書生も呼び出されてかしこまっている。実に失策でした。僕はまたしても油断しすぎたようです。明智はいかにも申し訳がないという様子であった。いやいや、 あなたの失策じゃない。これは全くわしが悪かったのです。娘があまり沈み込んでいるものだから、ついかわいそうになって、応接間などへ連れ出したのが悪かったのです。油断といえば、わしこそ、全く油断をしておりましたよ。私たちも不注意でございました。所詮に任せておいて安心していたのがいけませんでした。岩瀬夫人も同じようなことを言う。 しかし、そういうことは、今さらってみても仕方がありません。それよりも、我れは、お嬢さんがいつ応接室を出られたかそしてどこへ連れ去られたか、そのてその点を確かめなければなりません。明智が、帰らぬくりごとを打ち切るように言った。さあ、それですて、そこがわしには、どうも下せんのじゃが、おい、くれた。 おまたたちは脇をしていいんじゃあるまいな。お嬢さんがあの部屋を出て行くのを気がつかなかったのじゃあるまいな。う兵衛氏が尋ねると、倉田と呼ばれた女性の一人は少、少し少しふんがいの面持ちで答えた。いや、断じてそんなことはありません。僕らはちゃんとドアの方を見張り続けていたのです。それに、お嬢さんが応接間から他の部屋へいらっしゃるためには、 どうしても僕らの立っている廊下を通らなければならないのです。いくらなんでもお嬢さんが目の前を通りなさるのを僕らが見逃したはずはありません。はあ、お前たちはそんな生意気なことを言うが、それじゃあどうしてお嬢さんがいなくなったのだそれともお嬢さんはあの頑丈な鉄格子を破って飛び出していったとでも言うのかええ、どうだね鉄格子が外れてでもいたかね 翔兵氏は感情が激するとつい憎まれ口を聞く癖があるようだ。女生はたちまち恐縮して頭をかきながら分かりきったことを正直に答える。いえ、鉄格子どころか窓ガラスさえもかけがねを外した形跡はありませんでした。それ見ろ。それじゃあつまりお前たちが見逃したことになるじゃないか。 まあ、お待ちください。どうもこの人たちが見逃したようにも思われません。見逃したといえば、お嬢さんだけではなくて、あの酔っ払いが応接前入るところも見逃しているわけです。いくら不注意でも、二人もの人間が出たり入ったりするのを気づかないでいるというのは、どうもありそうもないことですな。明智が考え考え。 いかにもありそうもないことです。だがそれがあったのじゃ。小兵氏はなおも毒口を叩く。明智はそれに構わず続けた。鉄格子も破れていない、書生さんたちも見逃していないとすると、結論はたった一つ。あの応接室へ入った者も,のも出た者も,もなかったということになります。はっは すると、さないがその酔っ払いに化けたのだとでもおっしゃるのですかね冗談じゃない。わしの娘は二形ではありませんぜなんだこれ二の形。二の形。二なりか私の。わしの娘は二なりではありませんぜご主人、あなたはお嬢さんに、 新しくできた椅子をお見せなさったのですね。その椅子は今日届けられたのですかそうです。あんたが出かけられて間もなく届いたのです。妙ですね。あなたはその椅子が届いたのとお嬢さんの誘拐との間に何か偶然でないつながりがあるようには思われま,思われませんか僕にはなんだか。 明智はそう言いかけたまま、目を細くしてしばらく考えに沈んでいたが、やがてはっと顔を上げると、何かしら意味のわからぬことを口走った。人間椅子。あんな小説家の空想が果たして実行できるのだろうか。そして彼はすっくと立ち上がると、何か非常に興奮した様子で、 人々に挨拶もせず、いきなり部屋を出て行ってしまった。人々は、名探偵のあまりに突飛な行動にあっけに取られて、しばらくは口を聞くものもなく、ぼんやりと顔を見合わせていたが、するとたちまち、明智の駆け戻ってくる足音がして、廊下から怒鳴るのが聞こえた。長い椅子をどこへやったのです大切間に見えないじゃありませんか。 まあ、明智さん、落ち着いてください。椅子なんかどうだっていい。わしたちは今、娘のことを心配しているのだ。翔兵衛氏が声をかけると、明智はやっと部屋の中へ入ってきたが、まだ立ちはだかったまま同じことを繰り返す。いや、僕は長椅子の行方が知りたいのです。どこへやったのですか すると、所生の一人が、それに答えた。あれは、つい今しがた、かぐやの職人が受け取りに来たので渡してやりました。切れを張り替えさせるようにという奥様の言いつけだったものですから。奥さん、それは本当ですかええ、酔っ払いが破いたり汚したりして、あんまりむさいものですから、急いで取りに来させましたの。岩瀬夫人が、 まだそれとも気づかないで、取りすまして答える。そうでしたか。ああ、困ったことをしてしまったな。もう取り返しがつかない。いや、もしかしたら、そうだ、もしかしたら僕の思い違いかもしれない。ちょっとそのお電話を拝借します。明智は、吉がいめいたことをブツブツ呟いていたかと思うと、 いきなりそこの卓上電話にしがみついて受話器を取った。君、その家具屋の電話番号を教えてくれたまえ。書生がそれに答えるのを口移しに、明智は交換手へとどなった。ああ、N 家具店ですか。こちらは岩瀬の屋敷です。最前長椅子を取りに起こしてくれたのだが、あれはもう君の方へ着きましたか。 へえ、へえ、へえ、長い椅子を。かしこまりました。どうも遅くなってすみません。実は今、店のものを伺わせようと思っておりましたところでございます。受話器の彼方から、尊強な返事が聞こえてきた。えなんだってこれから取りに来るんだって君、それは本当かいこちらではもうさっき渡してしまったのだが、 明智がもどかしそうに怒鳴り返す。へえそんなはずはございませんがな手前どもでは誰もまだお屋敷へ伺っておりませんのですが君は主人かねしっかり調べてくれたまえもしや君の知らぬ間に誰かこちらへ来たんじゃありませんかいいえそんなことはございませんまだ私はお屋敷へ伺うことを店の者に伝えておりませんので 伺う道理がありあませんそこまで聞くと明智はガチャンと受話器をかけてまた立ち上がってどこかへ駆け出しそうにしたが思い直して今度は土地の警察署へ電話をかけ司法主任を呼び出した明智は岩瀬家の客となった最初の日まずこの司法主任とコインを結んでおいたのでこの場合それが十分役だった 僕は岩瀬家の明智ですが、例の酔っ払いが汚した長椅子ですね。あれを家具屋の名を語って屋敷から持ち出し、トラックに積んで逃げ出した奴があるのです。どちらへ走ったかはわかりませんが、至急手配をしてそいつを捕まえてくださいませんかそうです。そうです。あの長椅子です。人間椅子。ええ、人間椅子。いや、冗談なもんですか。ええ、そうでしょう。 他に考え方がないじゃありませんか。ではお願いします。僕の見込みは決して間違っていないと思います。いずれ後から詳しくお話ししますけれど。そうして電話を切ろうとすると、今度は先方から重大な報告がもたらされた。え逃亡したそいつは非常な手抜かりでしたね。酔っ払いと思って油断していた。 うん。それは無理もないけれど、あいつ飛んだ食わせ者ですで、黒トカゲの手下に決まっている。惜しいことをしましたね。まだ捕まりませんか何分よろしく、全力を尽くしてください。人の命に関わることだ。二つともね、長椅子の方も水管の方も。ではまた後ほど。ガチャリと受話器の音。 明智はがっかりしたようにそこにうずくまってしまった。一座の人々は異常の緊張をもって電話の声に聞き入っていた。そして一句ごとにこの名探偵の突飛な行動の理由がわかって、この名探偵の突飛な行動の理由がわかっていくように思われた。明智さん。 お話の様子で、大体わしにもことの次第がわかりました。わしはあんたのご明察に驚きいりました。いや、それにもまして、族のこの思い切ったずばぬけた手品には、開いた口が塞がりませんよ。つまり、あの酔っ払いを装った男が仕掛けをした長椅子の内部に隠れていて、どっかで家具屋の作った本物とすり替えられたのですね。そして、応接間には、 人間の入った長椅子が据えてあったというわけですね。そこへサナが入っていく、男が椅子の中からそっと抜け出して娘を。ああ、明智さん、あいつはまさか娘を殺したのではべい氏は、ぎょっとして言葉を切った。いや、決して殺すようなことはありません。軽ホテルの場合でもわかっている通り、あいつは、 生きたお嬢さんを欲しがっているのです。明智が安心させるように答える。うん、わしもそうとは思いますがね。それから世気を失った娘を今まで自分の潜んでいた長椅子の内部のうつろの中へ入れて蓋を閉める。そしてあいつめ長椅子の上に寝そべって酔っ払いの真似を始めたのですね。しかし、 あのオートはああ、お見事です。ご主人も黒トカゲに負けない空想家ですね。僕の考えもその通りなのです。あいつの恐ろしさは、こういうズバ抜けた考え、こういうズバ抜けた考え方によってはバカバカしいトリックを平然として実行する気持ったまにあるのです。今度の着想などは、全くおとぎ話ですよ。 ある小説家の作品に人間椅子というのがあります。やっぱり悪人が椅子の中へ隠れていたずらをする話ですが、その小説家の口頭無形な空想を黒トカゲはまんまと実行してみせました。今お話のオー物にしてもそうですよ。あらかじめそういう液体を用意しておいて、口からではなく瓶から長椅子の上にぶちまけたのです。ええ、瓶ですよ。ほら。 あのウイスキーの大瓶、あの中に残っている液体を調べたら、きっとヘドの匂いがすることでしょう。それとても、実は昔々の西洋のおとぎ話にある話なのです。そ,そのおとぎ話の方では、ヘドではなくても、もっと汚いものでしたがね。で、あの酔っ払いは、警察の留置場から逃げ出してしまったとか。 ええ、逃げ出したそうです。酔っ払いも長椅子もおとぎ話のようにどっかへ消えうせてしまいました。明智は思わず苦笑したが、またきっとなって付け加えた。しかしご主人、僕はいつか軽ホテルでお約束したことを忘れはしません。ご安心ください。命にかけてもお嬢さんを守ります。決して取り返しのつかぬようなことはしないつもりです。 どうか、僕を信じてください。僕の顔色を見てください。青ざめてますか心配らしい影でも見えますかそうではないでしょう。僕は平気なのです。この通り、平気なのです。明智はそう言って、にこやかに笑ってみせた。虚勢とは思えない。彼は、真から微笑しているのだ。 人々は頼もしげに明るい名探偵の顔を見上げた。エジプトの星宝石賞霊場誘拐事件は、その翌日の新聞記事によって全国に知れ渡った。土地の警察署はもちろん、不警察捜査課も全力を挙げて、サナエさんの行方捜索に従事した。 デパートの陳列所でも、家具商のショーウィンドウでも、駅駅の貨物倉庫でも、長椅子という長椅子が不気味な権利を受けた。神経質な人たちは、自宅の応接間のソファーにさえも、一応そこの具合を改めないでは腰掛ける気になれなかった。そうして、事件から丸一丁夜が経過したけれど、人間詰め長椅子の行方は用として知れなかった。 生きているのか死んでしまったのか美しい早苗さんの姿は全くこの世から書き消されてしまったかのごとく感じられた岩瀬氏や夫人などの嘆きは言うまでもなかった早苗さ,さんを基地に導いたのも俗を見逃したのも全く岩瀬氏夫妻の手落ちであって誰を恨むこともなかったが悲しみのあまり憤りのあまりついどう失って 明智探偵の不用意な外出を責めたい気持ちにもなるのであった。明智は無論、その気持ちを察しないではなかった。また、彼自身としても、名探偵の名にかけて、この誘拐事件に責任を感じ、取り返しのつかぬ油断を悔やまないわけではなかった。それにもかかわらず、さすがは百戦錬磨の優勝。彼は 深く心に寄するところあるもののごとく、少しも老狽はしなかった。岩瀬さん、僕を信じてください。お嬢さんは安全です。必ず取り返してお目にかけます。それに、賊の手中にあっても、お嬢さんは決して危害を加えられることはありません。あいつらはきっと、早苗さんを大切な宝物のように扱っているでしょう。 そうしなければならないわけがあるのです。少しも心配なさることはありません。明智は岩瀬氏夫妻に繰り返し繰り返しこういう意味のことを言って慰めた。だが、明智さん、取り返すと言っても娘は今どこにいるのですかね。あれのありかがあんたにはわかっているとでもおっしゃるのかね。小兵氏は、 またしても例の毒口を聞いた。そうです。分かっていると言ってもいいかもしれません。明智は動じない。ほうじゃあなぜそこへ取り戻しに行ってはくださらんのかね見ているとあんたは昨日からまるで警察任せで何もしないで手をつかねていなさるようじゃが、そんなに分かっていれば早く適当な処置を講じてほしいものですね。 僕は、待っているのですよ。うん待っているとは。黒トカゲからの通知をです。通知をそれはおかしい。俗が通知をよこすとでもおっしゃるのかね。どうかお嬢さんを受け取りに来てくださいと言って。べ兵氏は、憎まれ口を聞いて、ふふんと鼻先で笑ってみせた。 ええ、そうですよ。名探偵は子供のように無邪気である。あいつはお嬢さんを受け取りに来いという通知をよこすかもしれませんよ。んんあんた、それは正気で言っていなさるのかなんぼなんでも賊がそんなことを明智さん、この場合冗談はごめんこむりますよ。 宝石王が苦々しく言い放った。冗談ではありません。今にきっとお分かりになりますよ。ああ、ひょっとしたらその中に通知状が混ざっているかもしれません。彼らはその時、例のサナエさんの誘拐された応接間に退座していたのだが、ちょうどそこへ書生の一人が、 その日の第三便の来館をまとめて持ってきたのであった。この中にですか俗の通知状がですか小兵氏は、書生からスーツの手紙を受け取って、何をバカバカしいと言わぬばかりに、上の空の返事をしながら、一つ一つ差出人を調べていたが、たちまちハッとして、頓強な声を立てた。いや、なんで、 これ何じゃこの模様は一体何じゃそれは上等の洋風筒に包まれた一通の手紙であったが、見るとその裏面には差出人の名はなくて封筒の左下の隅に一匹の真っ黒なトカゲの模様が巧みに描かれてあった。黒トカゲですね。明智は少しも驚かない。 それご覧なさいと言わぬばかりだ。黒トカゲじゃ、大阪市内の消し印がある。翔兵氏は、さすがに証人らしい目早さでそれを見て取った。ああ、明智さん、あんたにはこれがどうしてあらかじめわかっていたのです。確かに俗の通知上じゃ。あ、はあ、これはどうも。彼は、 勘に耐えた体で名探偵の顔を見つめている。怒りっぽい代わりには機嫌の治るのも早い老人であった。開いてごらんなさい。黒トカゲは何かを要求してきたのですよ。明智の言葉に岩瀬氏は注意深く封を切って中の所管線を広げてみた。 何の印もない純白の用紙である。そこに下手な書体で、なんとなくわざと下手に書いたような書体で、次の文言がしたためてあった。昨日はお騒がせして恐縮。お嬢さんは確かにお預かりしました。警察の捜索からは絶対に安全な場所におかくまいしてあります。 お嬢さんを私からお買い戻しになる気持ちはありませんかもしそのお気持ちがあるのでしたら、差の条件によって商談に応じても良いと考えます。代金、ご所蔵、エジプトの星、一個。支払期日、明20日、正午後5時。支払い場所、 t 公園通天閣頂上の展望台支払い方法岩瀬昌兵氏単身にてミニ時間までに通天閣上に原品を持参することミニの,の条件に少しでも違反したる場合またはこのことを警察に告げ知らせたる場合または原品授受,受の後私を捕獲させようとしたる場合は 令状の死をもってこれに報いること。右の条件が正確に履行された上は、即やお嬢さんをお宅まで送り届けます。右、キーを得ます。ご返事には及びません。明日、所定の時間、所定の場所へおいでなき限りは、この商談不成立と認め、直ちに予定の行動に移ります。以上。 一月十九日、黒トカゲ、岩瀬昌兵様。これを読み終えると、昌兵氏は、甚だしく東枠の色を浮かべて、考え込んでしまった。エジプトの星ですか明智が、それと察して尋ねる。そうです。 困ったことになりました。あれはわしの私有にはなっているが、国宝とも言うべき品物で、忌まわしい賊の手などに渡したくはないのです。非常に高価なものと聞いていますが。時価二十五万円です。だが二十五万円には変えられない宝です。あんたはあの宝石の歴史をご存知ですかええ、聞き及んでいます。 この国最大最期のダイヤモンド、エジプトの星は、ナンアサン、グリリアント型、三十いくカラットの宝玉であって、その名の示すごとく、かつてはエジプト王族の宝庫に収まっていたものだが、それが欧州諸国の後期の方々の手を渡り渡って、大戦当時、ある事情から宝石商人の手に移り、それがまた転々して、つい数年前のこと。 岩瀬商会パリ支店の買収するところとなり、現在は大阪本店の所有となっている。由緒の深い宝石じゃ、わしはあれを命から2番目ぐらいに大切に思っております。盗難についても用心に用心を重ね、その宝石を収めてある場所は、わし自身のほかに店員はもちろん家内さえ知らないのです。するとつまり、 俗にしては、一個の宝石を盗むよりも、生きた人間を盗み出す方がたやすかったというわけですね。明智はしきりにうなずいている。そうです。エジプトの星はたびたび盗賊に狙われた。この度そのたびごとにわしは賢くなったのです。そしてとうとうその隠し場所をわしだけの秘密にしてしまった。 どんなに偉い盗賊でもわしの頭の中の秘密を盗むことはできませんからね。しかし、その苦心も今は無駄じゃ。さすがのわしも娘の身の代金として宝石を有するという手には少しも気がつかなんだ。明智さん、いかな宝物でも人間の命には変えられませんわい。残念じゃがわしは諦めました。 豊節宝石を手放すことにしましょう。翔兵衛氏は正然として決意のほどを示した。それほどのものを手放すことはありませんよ。何、そんな脅迫状なんか黙殺しても構わないのです。お嬢さんの命に関わるようなことは断じてありません。明智が頼もしく慰めても、 一徹の庄兵氏は彼の言葉を信用しない。いやいや、あの恐ろしい悪党は何をしでかすか知れたものではない。いくら効果とはいえ、たかが好物です。好物などを惜しんで、娘に万一のことがあっては取り返しがつきません。わしはやっぱり、賊の申し出に応ずることにしましょう。それほどのご決心なれば、僕はお止めしません。 一応敵の企みにかかったと見せかけて宝石を手渡すのも一策でしょう。僕の探偵技術から言えば、むしろその方が便利なのです。しかし岩瀬さん、決してご心配なさることはありません。僕ははっきりお約束しておきます。お嬢さんもその宝石も、必ず僕の手で取り戻してお目にかけますよ。ただちょっとの間、あいつにぬか喜びをさせてやるだけです。 明智は何の頼むところあってか自信に満ちた力強い口調で子も投げに言い切るのであった登場の黒トカゲその翌日約束の午後5時少し前岩瀬昌兵衛氏は文字通り敵の条件を守って明智以外の何人にも告げずただ一人 t 公園の入り口、天空高くそびえる鉄塔の下にたどり着いた。t 公園といえば、その地域の広さ、日々ドンとする群衆のおびただしさでは、大阪随一の大遊楽郷であった。ドンとっていうのは飲む白ですね。立ち並ぶ劇場、映画館、飲食店、オルガごとき雑,雑踏、楽体の響き、 露天商人の叫び声、風船玉の笛の音、子供の泣き声、数万の下駄の奏でる交響楽、け立てる砂ぼこり。その真ん中に、パリーのエッフェル塔を模した通天閣の鉄骨が、大大阪を俯瞰して、雲にそびえているのだ。ああ、なんという大胆不敵。なんという傍若無人。女族黒トカゲは、襟にえって、 この大歓楽橋の真っただ中、囚人監視の登場を身の代金授受の場所と定めたのであった。このお芝居に、この冒険、あの国威夫人でなくてはできない芸当であれ。小兵氏は神経の太い商人ではあったけれど、いよいよ賊と対面するのかと思うと胸騒ぎをとどめえなかった。彼は、 少しばかり硬くなって、登場へのエレベーターに入った。エレベーターの上昇とともに、大阪の街がぐんぐん下の方へ沈んでいく。冬の太陽はもう地平線に近く、屋根という屋根の片側は黒い影になって、美しい五番模様を描いていた。やっと頂上に達して、四方見晴らしの展望台に出ると、 下界ではそれほどでもなかった冬の風がヒューヒューと激しく頬を打った。冬の通天閣は不人気だ。それに夕方のせいもあって展望台には一人の遊覧客も見えなかった。風よけの小布を張り巡らした菓子や果物や絵はがきなどの売店に店番の夫婦者が寒そうに座っている他には 全く人影はなく何かこう人海を離れて天井の無人の京へ来たような物寂しい感じであった欄干にもたれて下界を覗くとここの寂しさとは打って変わった雑踏が数千匹のアリの行列のような人通りが足元にくすぐったく眺められたそうして 寒風に吹きさらされながらしばらく待っていると、やがて次のエレベーターが到着して、ガラガラと鉄のドアの開く音とともに、一人の奥様らしい装いの金縁のメガネをかけた丸曲げ夫人が展望台に現れ、ニコニコ笑いながら岩瀬氏の方へ近づいてきた。今自分、この寂しい登場へ、こんなしとやかな夫人がたった一人で登ってくるなんて、 なんとなくそぐわぬ感じであった。物好きな奥さんもあるものだ。とぼんやり眺めていると驚いたことにはその夫人がいきなり岩瀬氏に話しかけたのである。<laughs> 岩瀬さん、お見忘れでございますか私、東京のホテルでご懇意願いました緑川でございますわ。ああ ではこの女が緑川夫人、すなわち黒トカゲであったのか。なんという化け物だ。和服を着てメガネをかけて丸,め丸曲げなんかに言って、まるで総合が変わっているではないか。このしとやかな奥様が、お、女族黒トカゲであろうとは。翔兵衛氏は、相手の人を食ったなれなれしさに、激しい憎悪を感じて、 黙ったままその美しい顔をにらみつけていた。この旅はどうもとんだお騒がせいたしまして。彼女はそう言ってまるで貴婦人のように上品なおじぎをした。何も言うことはない。わしは君の条件を少しもたがえず履行した。娘は間違いなく返してくれるのだろうね。 岩瀬氏は、相手のお芝居に取り合わず、要件だけをぶっきらぼうに言った。ええ、それはもうお間違いなく。お嬢さん大変お元気でいらっしゃいます。どうか、どうかご安心遊ばして。そして、あの、お約束のものをお持ちくださいましたでしょうか。うん、持ってきました。さあ、これです。調べてみるがいい。 岩瀬氏は懐から銀製の小箱を取り出して、思い切ったように夫人の前に突きつけた。まあ、ありがとうございました。では、ちょっと拝見を。黒トカゲは落ち着き払って小箱を受け取り、袖の影で袖の影で蓋を開いて、白ビロードの台座に収まった巨大な宝石をじっと見入った。 ああ、なんて素晴らしい。みるみる彼女の顔に歓喜の血が上った。期待の宝石には千枚張りの女族の方をさえあからめさせる神秘の魅力がこもっていたのだ。五色の炎、本当に五色の炎が燃えているようでございますわね。ああ、わたくしどんなに恋い焦がれていたことでしょう。 このエジプトの星に比べては、私が長年収集しました百貨に近いダイヤモンドも、まるで石ころ同然でございますわ。本当にありがとうございました。そしてまた彼女は、うやうやしい一礼をするのであった。相手が喜べば喜ぶだけ、岩瀬氏の方では、 命から二番目とまで大切がっていた宝物をむざむざこの女に奪われてしまうのかと思うと覚悟はしながらも言い知れぬ惜しみが感じられて目の前に取りすましている女が一層肉肉しく見えてくる。すると例の小兵老人の癖でこんな場合にもつい憎まれ口が聞きたくなるのだ。さあ、これで代金の支払いは済んだ。 あとは君の方から品物が届くのを待つばかりだが、わしは君をこんなに信用していいのかしら相手は泥棒なんだからね。泥棒と全金取引をするなんて、前金ですね。全金取引をするなんて、実に危険千番な話だ。ははははは。それはもう間違いなく。では、お先におを。では、お先にお引き取りを。わたくし、 一足あとから帰らせていただきます。女は相手の毒口に取り合わず、この奇妙な会見を打ち切ろうとした。はは、品物を受け取ってしまえば御用はないとおっしゃるのだね。だが、君も一緒に帰ったらいいじゃないか。わしと一緒にエレベーターに乗るのは嫌かね。ええ、わたくしもご一緒したいのはやまやまなんですけど。 何を申すにもお尋ね者の体でございますから、あなたが無事にお帰りなさるのをよく見届けました上でなくては。危険だというのだね。わしが微行でもすると思っていなさるのか。<laughs> これはおかしい。君はわしが怖いのかね。それでよくこんな寂しい場所でわしと二人きりで会見しなすったね。わしは男だよ。もし。 もしだね。わしが娘の一命を犠牲にして、天下に害毒を流す女族を捕らえようと思えば、何の訳もないことだぜ。翔兵氏は、女の小面憎さについ嫌がらせを言ってみたくなった。ええ。ですから私、ちゃんと用意がしてございますの。ピストルでも取り出すのかと思うと、そうではなくて、 彼女はつかつかと売店の方へ歩いて行って、そこに並べてあった、んがしの双眼鏡を持って帰ってきた。あそこに、お湯屋の煙突がございますわね。あの煙突のすぐ後ろの屋根の上をご覧なすってくださいまし。彼女は、その方を指し示して、双眼鏡を岩瀬氏に手渡すのであった。ほう。 屋根の上に何かあるのかね翔兵氏は、ふと好奇心に駆られて、双眼鏡を目に当てた。塔から山頂ほど隔たった長屋の大屋根である。湯屋の煙突のすぐ後ろに、物干し台が見え、その物干し台の上に、一人の労働者みたいな男がうずくまっているのが、はっきり眺められる。 物干し台に洋服を着た男がおりますでしょおん、いるいるあれがどうかしたのかねよくご覧くださいましその男が何をしていますかいやこれは不思議じゃ先方でも双眼鏡を持ってこちらを眺めているわいそれから片方の手に何か持っておりませんですか うんうん、持っている。赤い切れのようなものじゃ。あの男は、わしたちを見ているようだね。ええ、そうですの。あれは、私の部下でございますのよ。ああして、私たちの一挙一動を見張っていて、もし私に危険なことでも起こりました場合には、赤い布を振って、別の場所から、あの大屋根を見つめているもう一人の部下に通信します。すると、その部下が、 お嬢さんのいらっしゃる遠方のうちで、うちへ電話で知らせます。その電話と一緒に、さなえさんのお命がなくなるという仕掛けなのでございます。<laughs> 俗などと申す者は、ちょっとした仕事にもこれだけの用意をしてかからなければならないのでございますわ。なるほど。実にうまい思いつきである。 女族が不便な塔の上を会見の場所に選んだ一つの意味は、ここにあったのだ。全く安全な遠方から見張りをさせておくなんて、平地では不可能なことなのだから。ふん、ご苦労千番なことじゃ。小兵衛氏は減らず口を叩いたものの、内心では寸分も抜け目のない女族の用心を散々しないではいられなかった。 奇妙な駆け落ち者。だが、岩瀬氏が言われるままに、岩瀬氏が言われるままに一足先に塔を降りて、少し離れた場所に待たせてあった自動車に乗って立ち去ってしまっても、黒トカゲはまだ安心ができなかった。相手には、明智小五郎という嫌な奴がついているのだ。あいつがどんな知恵を絞り、 どんな恐ろしいことを企んでいるか知れたものではない。彼女は双眼鏡を目に当てて、欄干から塔の下のおびただしい群衆を入念に眺め回した。挙動の不審な奴はいないかと熱心に調査した。そうして目まぐるしく動く群衆を眺めているうちに、我と我が心の弱みに負けて、彼女は、 言い知れぬ不安に悩まされ始めた。あそこに塔を見上げて佇んでいる洋服の男が刑事かもしれない。こちらに最前からじっとうずくまっているルンペンがなんだか怪しい。明智の部下が変装しているのかもしれない。いやいや、このおびただしい群衆の中には明智小五郎その人が何かに姿を変えて紛れ込んでいまいものでもない。 彼女はイライラしながら双眼鏡を目に当てたまま展望台の周りを何度となく歩き回った。捕獲を恐れることは少しもない。そんなことをすれば大切なサナさんの命がなくなることは敵の方でも知り抜いているはずだ。恐ろしいのは美行であった。美行の名人にかかってはいくら機敏に立ち回っても巻き切れるものではない。 明智小五郎がその尾行の名人なのだ。もしも明智があの群衆の中に混じっていて、人知れず彼女を尾行し隠れ家を突き止められるようなことがあったら。それを考えると、さすがの女族もぞっとしないではいられなかった。やっぱりあの手を用いてやろう。用心に越したことはありゃしない。彼女は、 つかつかと売店の前に近づいて、店番のおかみさんに声をかけた。お願いがあるのですが、聞いてくださらないでしょうか。売店の台の後ろに、火鉢を囲んで丸くなっていた夫婦の者のが、びっくりして顔を上げた。何か差し上げますか丸曲げの可愛らしいおかみさんが、 愛想笑いを浮かべて答え、た。い,いえ、そんなことじゃありません。折り入ってお願いがあるのですが、さっきあそこで話していた男の人があったでしょあれは恐ろしい悪人なのです。あたし、あいつに脅迫されてひどい目に遭いそうなんです。助けてくださいませんでしょうかさっきはうまくいって先へ返しましたけれど、あいつはまだ塔の下に待ち伏せしています。 どうかお願いです。しばらくの間、あなた、私の替え玉になって、あちらの欄干のところに立っていてくださらないでしょうか。その幕の陰で着物を取り替えっこして、おかみさんがあたしに、あたしがおかみさんに化けるのです。幸い年頃も同じだし、髪の形もそっくりなんですから、きっとうまくいきます。そして、ご亭主さん、本当にすみませんけど、 おかみさんに化けたあたしをそのへんまで送ってくださらないでしょうかお礼は十分しますここに持ち合わせているだけすっかり差し上げますねえお願いですから彼女はさもまことしやかに嘆願しながら札入れを取り出し7枚の10円紙幣を辞退するおかみさんの手に無理に握らせた夫婦者は ぼそぼそと相談していたが、思わぬ金儲けに行転して、別に疑うこともなく、この突飛千万な申し出を承諾してしまった。売店は、風よけの小布でぐるっと取り巻かれているので、その中に隠れて、外からは少しも分からぬように着替えをすることができた。色白の女将さんが、黒トカゲの柔らかものを着込んで、乱れた髪を整え、 金縁眼鏡をかけてシャンとすると、見違えるばかり上品な奥様姿になった。黒トカゲの方は変装と来てはお手のものである。丸曲げをがっくり落とし、瓶の毛を乱し、その辺の誇りを手のひらになすりつけてぐるぐると顔をなで回すと、もう立派な下級商人の女将さんになりすましてしまった。それに、 島の反転、島の前掛け、次の当たったコンタビという衣装だ。ほほほほ。うまいわね。どう似合って。とんだことになったもんだね。カカオのやつ、貴婦人みたいに済まし込んで嫌がる。奥さんの方は汚くなっちまいましたね。上出来ですよ。それなら旦那様に旦那様にだってわかりっこありゃしない。 売店の亭主は、両人を見比べて、あっけに取られている。ああ、そうそう。あんた、マスクをはめていたわ。ちょうどいいわ。それを貸してちょうだい。黒トカゲの後品は、後編は、黒ジュスのマスクに覆い隠されてしまった。じゃあね、おかみさん。そこの欄干に立って、双眼鏡を覗いていてくださいね。お願いしますわ。 そして、売店の女房になりすました女族は、そのご亭主と一緒にエレベーターに乗って、雑踏の地上に降りた。さあ、急いでくださいね。見つかっては大変なんだから。二人は、群衆をかき分けるようにして映画町を通り抜け、公園の子立ちの間を寂しい方へ、寂しい方へと歩いていった。ありがとう。もう大丈夫ですわ。 まあおかしいわね。あたしたちまるで駆け落ち物みたいじゃありませんか。いかにも彼らは奇妙な駆け落ちもの姿であった。男は耳が悪いのか、頭から顎にかけてぐるぐると包帯を巻き、その上から汚らしい鳥打ち棒をかぶり、木綿島の着物の上に黒らしゃの上っ張りを着て革のバンドを締め、 素足に板浦うぞりといういでたち。女は、前に記した通りの女房姿。両人とも、不意気なマスクをかけている。その男が女の手を引いて、人目をしのぶように、木立ちから木立ちを縫って、ちょこちょこと小走りに道を急いでいたのだ。<laughs> どうもすみません。 男は気がついて、握っていた女の手を離すと、少しはにかみながら笑った。そんなこと、ようござんすわ。あなた、どうかなさいましたのその包帯。黒トカゲは、基地を脱し得たお礼心に、そんなことを尋ねてみた。ええ、中人をやってしまいましてね。もう、だいぶいいんですけれど。 まあ、中耳炎なの大切にしなければいけませんわ。でもあなた、いいおかみさんを持ってお幸せですわね。ああしてお二人で商売をしていたら、さぞ楽しみなことでしょうね。ひひひひひひ。なにね、あんなやつ、しようがありませんや。この男、少し甘いんだなと、おかしくなった。じゃあ、これでお別れしますわ。 おかみさんによろしく。本当に、このご恩は忘れませんことよ。ああ、それから、あの着物は着古したんですけど、おかみさんに差し上げますからっておっしゃってください。小立を出外れた公園を縦、公園を縦貫する台道に、一台の自動車が止まっていた。黒トカゲは男に分かれると、その自動車へと走っていった。自動車の運転手は、 彼女を待ち構えてでもいたように急いでドアを開く。女族はいきなりそのドアの中へ姿を消しながら何か一言合図のような声をかけると車はたちまち走り出した。その車の運転手は黒トカゲの部下であってあらかじめ打ち合わせておいて狩猟を待ち受けていたのに違いなかった。売店の亭主は女族の車が動き出すのを見ると 何を戸惑いしたのであろう。塔の方へは帰らないで、屋庭に大道路に飛び出して、キョロキョロと辺りを見回していたが、ちょうどそこへ通りかかった一台の空自動車。彼はさっと手を挙げてその車を呼び止め、飛び乗るが早いか、最善とは打って変わった歯切れの良い口調で叫んだ。あの車の跡を追跡するんだ。僕はその筋のものだ。賃金は十分に出すから。 うままくくやってくれたまえ車は前の自動車を追いつつ適当な間隔をとって走り出した先方に気づかれないように注意して彼は時々指図を与えながら中腰になって勇ましい騎手のように前方を凝視し続けていた彼はその筋のものだと言っただが果たして 刑事巡査なのであろうか。どうもそうではないように思われる。彼の声には何かしら我々に親しい響きがこもっていた。いや、声だけではない。ぐるぐると巻きつけた包帯の下からじっと前方を見つめているあの鋭い両目には、どこかしら見覚えがあるように感じられるではないか。追跡。 どんよりと曇った冬の日、大間が時の薄闇。大阪市を南北に貫く S という幹線道路を、激しいタクシーの流れに混ざって、絶えず一定の距離を保ちながら、不思議な追っかけっこをしている2台の自動車があった。先の車には、丸曲げに島の反転、島の前掛け、下級商人の女将さんといった若くて美しい女が、 一人ぼっちでクッションの隅っこの方に隠れるようにして乗っていたちょっと見たのではタクシーなんかに乗りそうもないみすぼらしいおかみさんだがその実はこの女こそ機体の女族黒トカゲの変装姿であったさすがの女族も彼女のすぐ後ろからもう一台の自動車が送り狼のように執念深く尾行していることを少しも気づかなかったけれど その尾行者の中には顔半面に包帯を巻きつけたやっぱり下級承認定の異様な男が乗っていて恐ろしい行走で前の車を見つめながら運転手にもっと早くもう少しゆっくりなどと欧兵な命令を下していたこの男そもそも何者であったのか彼は前方を行視したまま 着ていた羅ャのもじりと島の着物とを手早く脱ぎ捨てて、脱ぎ捨ててしまった。すると、その下から現れたのは、薄汚れたカーキ服、カーキズボン。小商人がたちまちにして、工場労働者と早変わりしてしまった。食工風になりすますと、彼は今度は、反面の包帯を大急ぎで、引きちぎるようにしながら解き始めた。みるみる、 隠れていた顔の半分が現れてくる。耳の病気でも何でもなかったのだ。ただそう見せかけて巧みに顔を隠していたのだ。たちまち、乱々と輝く両目が一文字の濃い眉がこの不思議な人物の正体を暴露した。明智だ。明智小五郎だ。彼は女族の計り事の裏を書いて、 登場の売店の主人と化けをわせ、今日こそは黒トカゲの秘密を突き止め、その本教を暴かんと、手ぐすね引いて待ち構えていたのだ。女族はそれとも知らず、明智の術中に陥って、彼に闘争の手助けをさえこうた。捕らえようと思えば、いつでも捕らえられたのだ。しかし、奪われたお嬢さんの居所を確か,、ま、確かめないうちは、 俗の本拠を突き止めないうちは、迂闊な手出しは禁物である。彼は、流行る心を押し沈めて、気長い尾行を余儀なくさせられた。そして結局は、一挙にして、お嬢さんと宝石等を二つながら取り戻し、同時に女族黒トカゲをその筋の手に引き渡そうというのが彼の計画であった。もう外は、 真っ暗になっていた。後ろへ後ろへと飛び去る街灯の中を、二台の車は大阪の街から街をぐるぐると曲がりながら不思議なレースを続けた。女族の車のルームランプはいつの間にか消えている。ただ、飛び去る街灯の光線で、後ろのガラス窓から彼女の丸曲げがほのかに眺められるばかりだ。自然明智は、 両者の距離を危険のない程度でできるだけ接近させなければならなかった。車がとある街角を曲がると、そこに大阪名物の運河の一つが流れていた。片側は王道を下ろした問屋町。片側は直接川に面して、ところどころに駅をするため、貸しがだら、貸しがだらだら坂に傾斜し、 カシがダラダラ坂に傾斜していた。市内にこんな寂しい場所がと思うほど夜は真っ暗な街筋である。先の車はなぜかその暗闇の中をノロノロと運転していったが少し先の橋のたもとまで行くとそこの明るい街灯の下で急に停車してしまった。あ、行けない。止めてくれたまえ。 明智が運転手に命じてブレーキをかけさせているうちに相手の車はぐるっと方向転換をしたかと思うとこちらに向かって引っ返してくる。見るとその風よけガラスに空車という赤い表示が出ている。いつの間にか車内灯も転じられその下には客の姿は見えないのだ。何を考える暇もなく 会自動車はもう目の前にいた。悠長らしく警笛を鳴らしながらゆっくりとすれ違っていく。明智は一尺の近さで相手の車の内部をくまなく見て取ることができた。確かに空車だ。ついさっきまで見えていた女の姿は影も形もなかった。運転手は明らかに俗の手下。 車も賊のものに違いないのに、その筋の疑いを防ぐためにか、何食わぬ顔をして、空タクシーを、空タクシーを装っているのだ。この運転手を引っ捕らえてみようか。いや、そいつはことこわしだ。黒トカゲを探し出さなければならない。そして、あくまでキャッツの本拠を突き止めなければならない。だが、それにしても、 女族は一体全体どこへ隠れてしまったのであろう。あの車が橋のたもとで停車した時には誰も降りたものはなかった。そこは明るい街灯の下なのだから見逃すはずはない。また、つい最前まで貸し縁で車が曲がる時まではあの女は確かに車内にいた。その角の街灯が丸まげ姿をはっきりと映し出していた。 すると、賊は、その角から橋のたもとまでのわずか半丁ほどの暗闇を利用して、車を徐行させたまま飛び降り、どこかへ姿を隠したものであろうか。どこかへとて、片側はびっしり立ち並んだ商華が、王土を占めて静まり返っているのだし、片側は黒い水の流れる運河なのだ。明智は車を降りて、 その疑わしい班長ほどを一往復して入念に調べてみたけれど、どこの隅っこにも人間はおろか、犬の子さえも見当たらなかった。変ですね。まさかこの川の中へ飛び込んだのじゃありますまいね。元の場所に帰ってくると、運転手が頓うなことを言った。 うーん、川の中へね、そうかもしれない。明智は言いながら、そこの土産場の下の闇にもやってある一層の大きな輪舟を見つめていた。戦場には人影もないけれど、友の船原の油障子にランプのほかげが赤く差している。あの中には船頭の一家族が住んでいるはずだ。見れば、 みの板もまだ渡したままになっているもしやもしやあの赤い油商事の影にあの女女族クロトカゲは息を殺して身を潜めているのではあるまいか実に途方もない空想であっただがその他に女族の逃げ道は全くなかったのだ それに黒トカゲの場合に限っては、常識は禁物だ。できるだけ突拍子もないことを考えると、それがちゃんと当たっているのだ。君ね、少し頼まれてくれないか明智は一枚の札を握らせながら、そっと運転手の耳元に囁いた。あの、あか、船の明かりのついている障子があるだろう 一度ヘッドライトを消してね。今度スイッチを入れた時には、ちょうどあの障子のあたりを照らすように自動車の向きを変えてくれたまえ。それから、こいつは少し難しい注文だが、君に悲鳴を上げてもらいたいんだ。助けてくれ、と言ってね。できるだけ大きな声を出すんだ。そして、ヘッドライトをパッと転じてほしいんだが、できるかい <laughs> へえ。 妙ゲートを演じるんですね。ああ、そうですかい。わかりました。ようござんす。やってみましょう。お礼が物を言って、運転手はたちまち承諾した。ヘッドライトが消えた。車は静かに向きを変えた。食行姿の明智は、その辺に落ちていた大きな石ころを両手に拾い上げると、だらだら坂の荷上げ場を貸しへと降りていく。 助けてくれわあ、助けてくれ突如として起こる運転手の金切り声。今にも殺されそうな真に迫った共感。と同時に、ザブ、ドブンという恐ろしい水音。明智が石ころを水中に落としたのだ。音だけを聞けば、誰かが川へ飛び込んだとしか思えない。案の定この騒ぎに、 船の油障子が開いた。そしてそこからひょいと覗いた顔。たちまちヘッドライトの直射にあってびっくりして引っ込んだ顔。明智は見逃さなかった。黒トカゲだ。丸曲げに言った黒トカゲだ。無論先方からは明智の姿は見えない。最前からの微行を気づいていないことも確かだ。そうと知ったら、 あの女が窓から顔を出したりするはずはないからだ。物音に驚いた商家の雇い人たちがガラガラと戸を開いて往来へ飛び出してきた。なん,なんだ、なんだ。喧嘩じゃないかやられたんじゃないか。変な水の音がしたぜ。だが、その自分には素早い。運転手は車の方向車の方向を変えて、もう班長も先を走っていた。 明智は明智で闇の貸し縁を走って橋のたもとの自動電話へ駆け込んでいた。敵は水を利用しようとしている。追跡はどこまで続くか分かったものではない。味方の者に後のことを指図しておかなければならなかったのだ。階段そのよく未明。 大阪の川口を出本した200トンにも足らぬ小気船があった。幸せと風波のない航海日和。畳のような海原を、その船は見かけによらぬ海速力で、午後には紀伊半島の南端に達したが、どこへ寄港するでもなく、伊勢湾などは見向きもしないで、まっしぐらに太平洋のただ中を遠州なだめ、 円周なだめがけて進んでいった。ちっぽけな船のくせに、大胆にも遠洋航路の大気船と同じコースを通っているのだ。外見は何の変哲もない真っ黒な貨物船。だが船内には貨物貨物村などは一つもなくて、ハッチを降りると外のみすぼらしさに引き換えて、驚くほど立派な船室がずらりと並んでいた。 貨物船と見せかけた客船。いや、客船というよりも、一つの贅沢な住宅であった。それらの船室のうちでも、船尾に近い一室は、広さといい、長度といい、際立って立派や、際立って立派やかに飾られていた。おそらくは、この船の主の居間に違いない。敷き詰めた高価なペルシャ絨毯。 真っ白に塗った天井、船内とは思われぬ凝ったシャンデリア、飾りダンス、織物に使わ、織物に覆われた丸テーブル、ソファー、いくつかのアームチェア。その中に、一つだけ模様の違う長椅子が、居候といった格好で、部屋の調和を破って、一方の隅に据えてある。おやこの長椅子はどっかで見かけたように思うが、 ああそうだ。鍵先を繕った跡がある。確かにあれだ。3日以前、岩瀬邸の応接間からお嬢さんの早苗さんを閉じ込めて担ぎ出されたあの長椅子だ。それがどうしてこんな船の中などに置いてあるのだろう。はて、ここにこの長椅子があるからには、もしかしたら、いやいや、もしかしたらではない。我々は、 長椅子ばかりに気を取られ、それに腰掛けている一人物をつい観察しないでいたが、その人物こそ、つやつやと光る真っ黒な絹の様相、耳たぶにも胸にも指にもキラキラと輝く宝石装ン具、一種異様の正紀を帯びた美貌、黒絹の衣装の外まで空いて見える豊満な肉体。これを見忘れてよいものか。黒トカゲだ。 つい一昼夜以前明智探偵に尾行されているとも知らず大型和船の油障子の中や姿を現した「女族黒トカゲ」だ。障子に女族をかくまったあの和船は夜のうちに枝川から枝川枝,が枝の川。枝川から大川へと漕ぎ下り川口に停泊していたこの本船へ黒トカゲを乗り移らせたものであろう。 では、この小規船は一体どうした船かしら普通の小船なれば、女泥棒なぞがその一番上等の船出を我が物顔に振る舞っているわけがない。ひょっとしたらこれは黒トカゲ自身の持ち船なのではあるまいかそうだとすれば、ここに例の人間椅子があるわけもわかってくる。そして、人間椅子があるからには、 その中へ閉じ込められていたサナエさんも、今はこの船内のどこかに監禁されているのではないだろうか。それはともかく、我々は目を転じて、次は部屋の入り口を眺めなければならない。そこにまた別の一人物が立ちはだかっていたからだ。金モールの気象のついた繊維棒、黒い縁取り、黒い縁取りの爪襟服、 普通の商船なれば事務長といった風亭の男である。だがこの男もどっかで見かけたような気がする。ひしゃげた鼻、頑丈な骨格、まるで剣道選手みたいな男だが、ああ、わかった。あいつだ。東京の軽ホテルで山川博士に化けてさなえさんを誘拐した剣道不良青年、黒トカゲに命を捧げた子分の一人、アマ、 天宮純一、純ちゃんの変装姿であった。まあ、あんたまでそんなこと気にかけているの嫌だわね、男のくせにお化けが怖くって。黒トカゲは、例の長いすにゆったりと持たれて、美しい顔でせせら笑ってみせた。君が悪いのですよ。なんだか変な具合ですからね。それに、 船の奴らは揃いも揃って迷信家と来ている。あんただって、あいつらが物陰でボソボソさ,さボソボソさ,さ,さやいているのを聞いたら、きっと嫌な気がしますぜ。船の同様によろよろとよろけながら、んちゃんの事務長はさも不気味そうな顔をする。室内には、さっきも記したシャンデリアが赤々とついているけれど、鉄板の壁一重、 鉄板の壁一重外は、とっぷりと日が暮れて、見渡す限り黒い水、黒い空。静かだとは言っても、山のようなうねりが、間を置いては押し寄せてくる。その度ごとに、哀れな小舟は、無限の暗闇に漂う一枚の落ち葉のように、頼りなく揺れているのだ。一体どんなことがあったっていうの 詳しく話してごらんなさい。そのお化けを誰が見たの誰も姿を見たものはありません。しかし、そいつの声は北村と間の二人が別々の時間に確かに聞いたって言うんです。一人ならともかく二人まで同じ声に出っくはしたんですからね。どこで例のお客さんの部屋です。まあ。 さなえさんの部屋でそうですよ。今日のお昼頃に北村がドアの前を通りかかると、部屋の中で低い声でボソボソ物を言っているやつがあったのです。あんたも僕もみんな食堂にいたときですよ。さなえさんは例の猿靴ははめてあるんだから物を言うはずはない。ひょっとしたら水夫か何かがいたずらをしているんじゃないかと思ってドアを開けようとすると、 外から情がかかったままになっている。北村は変に思って、大急ぎで鍵を取ってきて、ドアを開いてみたというのです。サルグツアが取れていたんじゃないそしてあのお嬢さん、また呪いの言葉でもつぶやいていたんじゃないところが、サルグツアはちゃんとはめてあったのです。両手を縛った縄も別に緩んでなんかいなかったのです。むろん部屋の中には、 サナエさんの他に誰もいやしない。北村はそれを見て、なんだかぞーっとしたって言います。サナエさんに尋ねてみたんだろうね。ええ。猿靴を取ってやって尋ねてみると、帰って先方がびっくりして少しも知らないと答えたそうです。変な話ね。本当かしら。僕もそう思った。 北村の耳がどうかしていたのだと軽く考えてそのままにしておいたのです。ところがつい一時間ほど前、妙なことに今度もみんなが食堂にいた間の出来事ですが、間がまたその声を聞いちゃったんです。間も鍵を取ってきてドアを開けてみたと言います。すると北村の場合と全く同じで、さなえさんの他には人の影もなく、 猿靴はにも別状はなかったそうです。この二度の奇妙な出来事がいつとなく全員に知れ渡って、先生たちお得意の怪談話が出来上がっちまったというわけですよ。どんなことを言っているのみんな、後ろ暗い品を背負っている連中ですからね。人殺しの前科者だって二人や三人じゃありませんからね。 音量というようよよなもののを感じるのですよこの船には資料がたたっているんだなんて言われると僕にしたってなんだか嫌な気持ちになりますで。また一つ大きなうねりが押し寄せてゴーという異様な音を立てながら船体を高く高く浮き上がらせたかと思うとやがて果て知れぬ奈落へと沈めてゆく。 ちょうどその時発電機に故障でもあったのかシャンデリアの光がスーッと赤ちゃけていって何かの合図ででもあるように薄気味の悪い名滅を始めた嫌な晩ですね純一青年は怯えた目で息つく伝統を見つめながらさも不気味らしくつぶやいた 大きな男のくせして弱虫ね。<laughs> 国威夫人の笑い声が壁の鉄板にこだまして異様に響き渡った。するとその時、まるで、まるで、まるで彼女の小生の余韻ででもあるように、そーっとドアを開けて入ってきた白いものがあった。白の大黒頭巾、白の爪入り服、 白のエプロン。大黒様のように太った顔が異様に緊張している。この船のコックである。のあ、君か。どうしたんだ。びっくりさせるじゃないか。純一青年が叱ると、コックは低い声で、さも一大事のように報告した。また、変なことがおっぱりはじ、おっぱじ、おっぱじまりそうですぜ。化け物のやつ、 水日室にまで忍び込んできあがる。ニワトリが丸のまま一は見えなくなっちまったんです。ニワトリって国威婦人が不審そうに尋ねる。なあに、生きちゃいねえんです。毛を蒸して丸ゆでにしたやつが、七羽ばかり戸棚の中にぶら下げてあったのですが、中敷の料理をするときには、昼飯ですね。確かに七つあったやつが、 今見ると1は足りなくなっているんです。6はしきゃねえんです。夕食にはリは出なかったわね。ええ、だからおかしいんです。この船には1人だって食い物にガツガツしているものはいねえんですからね。お化け物でもなけりゃあんなものを盗むやつはありゃしませんや。思い違いじゃないのそんなことはありません。あしは。 これでごく物覚えがいい方ですからね。変だわね。んちゃん、みんなで手分けして船の中を調べてみてはどうひょっとしたら何かいるのかもしれない。女族とても重なる開示に妙な不安を感じないではいられなかった。ええ、僕もそうしてみようと思っているのです。死療にもせよ、生き量にもせよ。 物を言ったり食い物を盗んだりするところを見ると何か形のあるやつに違いないですからね厳重に調べたら化け物の正体を見届けることができるかもしれませんそこで純一事務長は船内の捜索を命ずるためにそそくさと部屋を出て行ったああそれから美しいお客さんのことづけがあったんですがね コックが思い出して、女首領に報告した。えサナエさんがかいそうですよ。つい今しがた食事を持っていったんですがね。縄を解いて猿靴輪を外してやると、あの娘さん、今日はどうしたことか、さも美味しそうにすっかりごちそうを平らげちゃいましたよ。そして、もう暴れたり叫んだりしないから、縛らないでくれって言うんです。 素直にするって言うの国威夫人は意外らしく聞き返す。ええー、そう言うんです。すっかり考え直したからって、とてもほがらかなんです。昨日までのあの娘さんとは思えないほどの変わり方ですぜ。おかしいわね。じゃあ、あの人を一度ここへ連れてくるように、北村さんに、北村に行ってくれない コックが胸を漁して退出すると間もなくいまいし間もなくまめを解かれた早苗さんが北村という船員に手を取られて入ってきた恐ろしき謎早苗さ,さんはひどくやつれていた誘拐されたままの名船の普段ん着がくちゃくちゃにしわになって 髪も乱れるに任せ、おびただしい遅れ毛が青白い額を隠し、頬もげっそり落ちて、ひとしお高く見える鼻の上に、鶴の歪んだメガネがみすぼらしくかかっている。さなえさんお気分はいかがそんなところに立っていないで、ここへおかけなさいな。国威夫人が自分の長椅子を指さしながら優しく言った。 ええ。早苗は言われる,前に言われるままに素直に二三歩前に出たが、国威夫人のかけているその長い椅子をはっきり意識すると、幽霊でも見たように、はっと恐怖の表情を浮かべて後じさりを始めた。人間椅子。人間椅子。三日前にこの中へ閉じ込められた恐ろしい記憶が、まざまざと浮かんでくる。 ああ、これなのこの椅子が怖いの。無理はないわね。じゃあ、そちらの肘掛け椅子にするといいわ。さなえさんは言われた椅子におずおずと腰を下ろした。あんなに暴れたりなんかしてすみませんでした。もうこれから何でもおっしゃる通りにいたしますわ。ごめんなさい。うなだれたまま。 かすかにわびごとを言うのだとうとうあなた観念なすったのねそれがいいわもうこうなったら素直にしているほうがあなたのおためなのよでも不思議ね昨日まであれほど反抗していたさなえさんが急にこんなにおとなしくなるなんて何かあるの何かわけがあるのいいえ別に 女族は、鋭い目で、うなだれている相手を刺すように見つめながら、次の質問に移っていった。北村と間から聞いたんですがね。あなたの部屋で人の声がしたっていうのよ。誰か、あなたの部屋へ入ったものがあるんじゃないの本当のことを言ってくださらないいいえ、私ちっとも気がつきませんでしたわ。 何も聞きませんでしたわ。早苗さん嘘を言ってるんじゃないのい,いえ決して黒ロトカゲはさなえさんをじっと見つめたまま何か考え込んでいる異様な沈黙がしばらく続くあのこの船 どこへ行きますのやっとしてから、さなえさんが、オズオズと尋ねた。この船女族は、はっと瞑想から覚めたように。この船の行き先、教えてあげましょうか。私たたちは今、遠州灘を東京に向かって走っているのよ。東京にはね、ある秘密の場所に、 私の施設美術館がありますの。さなえさんにお目にかけたいわね。それがどんなに素晴らしい美術館だか。そこへ、あなたとエジプトの星を陳列するために、こうして急いでいるのよ。汽車に乗れば、そりゃ早いに決まっているけれど、あなたという生きたお荷物があっては危なくて、陸路を取ることができなかったのよ。船なれば少し遅いけれど、全く安全ですからね。 さなえさんこれ私の持ち船なのよ黒トカゲのおわネさんはちゃんと蒸気船まで用意しているのさ驚いたでしょでも私にだってこんな船の一層ぐらい自由にする視力はあるのよ私たたち陸路を取れない時はいつもこの船を利用していますのこういううまい道具がなくっちゃその筋の目を長い間逃れていることなんぞ思いも及ばないわね でも、あたし。さなえさんが何かしら強情な様子をして、上目遣いにちらっと国威婦人を見た。でも、どうだとおっしゃるのあたし、そんなところへ行くの嫌ですわ。そりゃあたしだって、あんたが好き好んで行くなんて思ってやしない。嫌でしょうけど、あたしは連れて行くのよ。 いいえ、あたし、行きません。決して。まあ、大変自信がありそうね。あんたはこの船から逃げ出せるとでも思っているの。あたし、信じていますわ。きっと救ってくださいますわ。あたし、ちっとも怖くはありませんわ。この確信に満ちた声を聞くと、国威夫人は、 何かしらぎょっとしないではいられなかった。信じているって誰をなの誰があんたを救ってくれるのお分かりになりません早苗さんの口調には、時がたき謎と不思議に強い確信が含まれていた。か弱いお嬢さんをこれほど強くさせたものは、一体全体、 もしやもしや。国威夫人はみるみる無残に青ざめていった。ええ。わからないこともありませんわ。行ってみましょうか。明智小五郎。まあ。早苗さんは今日疲れたように。 かえって、狼狽を感じた様子であった。ねえ、当たったでしょあなたの部屋でこっそりあなたを慰めてくれた人。みんなはお化けだなんて言っているけれど、お化けが物を言うはずはない。明智小五郎でしょう。あのあ、あの探偵さんがあんたを助けてやると約束したんでしょう。い,いえ、そんなこと。ごまかしたってだめよ。さ もうあんたから聞くことは何もないわ。国威夫人はものすごい行走をしてすっくと立ち上がった。北村、この子を元の通り縛って猿靴はをはめてあの部屋へ閉じ込めておしまい。そしてお前も部屋へ入って内側から鍵をかけてもういいというまで見張りをしているんです。ピストルの用意はいいだろうね。どんなことがあっても逃がしたりしたら どんなことがあっても、逃がしたりしたら承知しないよ。ようござんす。確かに引き受けました。北村が、さなえさんを引きずるようにして連れ去る後から、黒トカゲも慌ただしく廊下へ飛び出していったが、ちょうどそこへ、船内の捜索を終わった純一事務長が帰ってくるのとぶっつかった。ああ、んちゃん、お化けの正体はね、 明智探偵なのよ。明智がどうかしてこの船の中に潜伏しているらしいのよ。さあ、もう一度、もう一度探させてください。早く。そこでまた、船内の大捜索が行われた。10名の船員が手分けをして、懐中電灯を振り照らしながら、甲板、船室、機関部はもうスに及ばず、 通風塔の中から著丹室の底までも調べまわっただがそれらしい人影はもちろんこれぞという手がかりさえも得られなかった水槽霊国威夫人はむなしく元の船室に引き上げて霊の長椅子にぐったりとなったままこの解き難い謎を解こうとして長い間 瞑想にふけていた。これらの出来事には関係なく、機関は絶え間なく活動し、船は暗闇の空と水の中を全速力で東に向かって進んでいた。船全体を小刻みに振動させる機関の響き、ひっきりなしに船べりを打つ波糖の音、ふと忘れている頃に襲いかかる大うねりの凄まじい動揺。 黒トカゲは長椅子の一方の腕に持たれて何か怖いものでも見るようにその長椅子の表面の鍵先の跡を見つめていた。振り払っても振り払っても湧き上がってくる恐ろしい疑惑をどうすることもできなかった。もうその他に考えようがないではないか。あらゆる隅々を探したのだ。 たった一つ残っているのは人々の盲点にかかったように創作を忘れられているこの長椅子の中であった。心をすますと、気管の振動とは別のかすかなかすかな鼓動がクッションの下から彼女の皮膚に伝わってくるように感じられた。人間の心臓が脈打っているのだ。 椅子の中に潜んでいる誰かの鼓動が聞こえてくるのだ。彼女は真っ青になって歯を食いしばって今にも逃げ出したい衝動をじっと抑えていた。だが、そうしてじっとしているうちに椅子の中から伝わってくる鼓動は刻一刻その振幅を増していくように思われた。彼女にはもう波の音も 気の響きも聞こえなかった,ただ、お尻の下の得体の知れぬ鼓動だけが、まるで太鼓の音のように異様に拡大されて鳴り響いた。もう我慢ができなかった。逃げるもんか、誰が逃げるもんか。たとえあいつがこの中に潜んでいたとしても、袋の中のネズミじゃないか、恐れることはない。 ちっとも恐れる、恐れることなんかありやしない。明智さん明智さん彼女は思い切って大声に呼びながら長椅子のクッションをコツコツと叩いた。すると、ああ、果たして椅子の中から陰にこもった声が答えたのだ。 僕は影帽子のように君の身辺を離れないのだよ。君の作ったからくり仕掛けが大変役に立ったぜ。地の底からのように、あるいは壁の中からのように響いてくるその陰気な声が、国威夫人を思わず身震いさせた。明智さん、怖くはないのですか ここは私の味方ばかりですよ。警察の手の届かない海の上ですよ。怖くはないのですか怖がっているのは君の方じゃないのかい <laughs> まあ、なんて君の悪い笑い方をするんだろう。椅子から出ようともしないで平気でいる。奥底の知れない男だ。怖くはないけれど、感心しているのよ。 あなたにどうしてこの船がわかりましたの船は知らなかったけれど、君のそばにくっついていたら、自然とここへ来ることになったのだよ。私のそばにわかりませんわ。通天閣の上から君に尾行することのできた男は、たった一人しかなかったはずだぜ。まあ、そうだったの。素敵だわ。褒めてあげますわ。 売店の主人が明智小五郎だったのね。私なんて間抜けだったんでしょう。あの包帯を中耳炎と言われて信用してしまうなんて、おかしかったでしょうね。国威夫人は一種異様の感動に打たれ、彼女のお尻の下に横たわっている人物が敵ではなく恋人ででもあるような奇妙な錯覚を感じていた。うん。まあね。 馬鹿すつもりで馬鹿されていた君の様子は少しばかり愉快でないこともなかったね。世にも不思議な会話がここまで運ばれた時、突然ドアが開いて事務長姿の天宮純一が入ってきた。彼は室内の異様な話し声に不信を抱いたのだ。黒トカゲは相手が物を言わぬうちに、 素早く唇に指を当てて合図をした。そして、純一青年をそっと手招きすると、傍らのテーブルにあったハンドバッグから鉛筆と手帳を取り出して、口では何気なく明智に話しかけながら、手は忙しく手帳の紙の上を走った。手帳の文字。この椅子の中に明智探偵がいる。 それじゃあもしやエスバシの貸しで妙な叫び声を立てたり水音をさせたりしたのもあんたの仕草じゃなかったの手帳の文字「早くみんなを呼べ」「丈夫な縄を持ってこい」お察しの通りだよあの時君が油障子から顔を出しさえしなければこんなことにはならなかったかもしれないぜ。 やっぱりそうだったの。で、それからどうして尾行なすったのこの会話のうちに、純一青年は、抜き足差し足、室外に立ち去った。自転車を借りてね、君の船を見失わぬように、貸しから貸しと陸上を尾行していったのさ。そして夜が更けるのを待って、小舟を頼んでこの本船にこぎつけ、 暗闇の中で曲芸のような真似をして、やっと甲板の上までたど,たどり着いたのだよ。でも甲板には見張りの者がいたでしょいたよ。だから、船室へ降りるのにひどく手間取ってしまった。それから、早苗さんの監禁されている部屋を見つけるのが大変だった。やっと見つかったかと思うと、ざ <laughs> まを見ろ。船はもう出版していたんだ。 どうして早く逃げ出さなかったのこんなところに隠れていたら見つかるに決まっているじゃありませんかああ。この寒さに水の中はごめんだ。僕はそんなに泳ぎがうまくはないんだ。それよりはこの暖かいクッションの下に寝転んでいた方がどんなにか楽だからね。実にへんテコな会話であった。一人は 椅子の中のの中闇に横たわっているのだ一人はその体の上にクッションを隔てて腰掛けているのだ。お互いに体温を感じ合わぬばかりである。しかもこの二人は新衆面々たる旧敵。隙もあらば敵の喉笛に飛びかからんとする二匹の猛虎。そのくせ言葉だけは異様に優しく、まるで 夫と妻の寝物語のようであった。ねえ、君。僕は夕食からずっとここに寝ているので、飽き飽きしてしまったよ。それに、君の美しい顔も見たくなった。ここから出てもいいかいいかなる新参希望があるのか、明智はますます大胆不敵である。し、いけません。 そこを出ちゃいけません。男たちに見つかったらあなたの命がありません。もう少しじっとしていらっしゃい。へえ、君は僕をかばってくれるのかい。ええ、公敵死を失いたくないのよ。そこへ、純一青年を先頭に五人の船員が長いロープを持って音を立てぬように注意しながら入ってきた。 手帳の文字。明智を椅子の中に閉じ込めたまま、外から縄を巻きつけて、椅子ごと甲板から海へ投げ込んでしまえ。男たちは無言の命令に従って、長椅子の端からそっと縄を巻き始めた。国威夫人はにやりと笑いながら、作業の邪魔にならぬよう椅子を立ち上がった。 おい、どうしたんだ誰か来たのかいそれとも知らぬ明智は、椅子の外の異様な気配にお人よしな不信を抱いている。ええ、今ロープを巻いているのよ。ぐるぐる、縄はほとんど椅子全体に巻きつけられてしまった。ロープだってええ、そうよ。 名探偵をすまきにしているところよ。<laughs> 今や黒トカゲは悪魔の本性を暴露した。彼女は一匹の黒い鬼の形相ですっくと立ちはだかると女性とは思われぬ激しい口調で指図を与えた。さあみんな、その椅子を担ぐんだ。そして甲板へ。六人の男が くもなくす巻きの長椅子を担ぎ上げると、ドタドタと廊下から階段へ急いだ。椅子の中では、かわいそうな探偵が網にかかった魚のようにピチピチと身もだれしているのが感じられた。甲板の上は星一つない闇夜であった。空も水もただ一面の濃く暗岩。その中にスクリューで泡立てられた夜行中の林光が、 一条の帯となって、異様に白白と長い尾を引いていた。六人の黒帽子が、冠桶のような長椅子を担いだまま、船べりに立った。一、二、三掛け声もろとも、原則を滑る黒い影、ドブンと上がる輪行の水煙。ああ。 名探偵明智小五郎はついにあまりにもあっけなく太陽の木図と消えたのであった。地底の方向明智を包んだ長椅子は一瞬間千尾に泡立つ輪行の中に聖あるもののごとくぐるぐると回転していたがたちまちにしてその,その黒い影は水面下に没してしまった。 水槽霊ってやつですね。これで我々の邪魔者がなくなった。だが、あの元気な明智先生がもろくも皆この木ずと消えたかと思うと、ねえマダム、ちょっとばかしかわいそうでないこともありませんね。天宮純一が黒トカゲの顔を覗き込むようにして憎まれ口を聞いた。いいから、お前たちは早く下へ降りておしまい。 国威夫人は叱りつけるように言って、男たちを船室へ追いやると、たった一人友の欄干にもたれかかって、今長椅子を飲んだ水面をじっと見下ろしていた。同じリズムを繰り返すスクリューの音。同じ形に流れ去る波湯。湧き立つ夜行中の輪行。船が走るのか、水が流れるのか。そこには、 英語を変わることなき律動が無神経に反復されているばかりであった。国威夫人は寒い夜の風の中にほとんど三十分ほどの間も身動きさえしないで立ち尽くしていた。それからやっと船室へ降りて,降りた時降りてきたとき、そこの明るい電灯に照らし出された彼女の顔は恐ろしく青ざめていた。方には 涙の跡がまざまざと残っていた。一度自分の船室へ入ったけれど、彼女はそこにもいたたまれぬようにまた廊下に出て、さなえさんの監禁されている部屋へふらふらと歩いていった。ノックすると、北村という船員がドアを開けて顔を出した。お前は少しあっちへ行っておいで。さなえさんは私が見ているから。 北村を退かせて、彼女は部屋の中へ入っていった。かわいそうなさなえさんは、後ろ手に縛り上げられ、猿靴輪をはめられて、部屋の隅に倒れていた。黒トカゲは、その猿靴輪を解いてやって、声をかけた。さなえさん、あなたにお知らせしなければならないことがあるのよ。大変悪いこと。 あなたがきっと泣き出すことよ。サナエさんは起き上がって、敵意に満ちた目で女族を睨みつけたまま返事をしなかった。どんなことだかあなたわかってはははは、<laughs> 明智小五郎。あんたの守護神の明智小五郎が死んじまったのよ。 あの長い子の中へ入ったまますまきにされて海の中へ沈められてしまったのよたった今、たった今甲板からドブンと水槽霊にされちゃったのよ <laughs> 早苗さんはぎょっとしてヒステリーみたいに笑っている国威夫人の顔を見つめたそれ本当ですのうそにあたしがこんなに喜ぶと思って 私の顔をごらんなさい、うれしくってしようがないんですもの。でもあんたはさぞがっかりしたでしょうね。たった一人の味方が、頼みの綱が切れてしまったのだから。もうあんたを救ってくれる人は、広い世界に誰もないのよ。未来永劫、私の美術館に閉じ込められたまま、二度と日の目を拝むことはできやしないのよ。相手の顔色を読み、 その言葉を聞いているうちに、この教法が決して嘘でないことが、サナエさんにも分かってきた。そして、名探偵の死が、彼女にとって何を意味するかということを、はっきりと理解した。絶望だ。明智への信頼が強かったのに比例して、反比例して、その絶望は惨めであった。彼女は今や、 恐ろしい敵のただ中にたった一人ぼっちであることを強く意識した。少しの間、唇を噛みしめてじっとこらえていたが、とうとう我慢がしきれなくなった。彼女は両手を後ろに縛られたまま、膝の上にうなだれて顔を隠すようにして、しくしくと泣き始めた。膝の上に熱い涙が、ひっきりなしに滴り落ちた。 およしなさい。泣くなんてみっともないわ。育児なし、育児なし。黒トカゲはそれを見て、妙に甲高い声で叱ったが、彼女もいつの間にか、早苗さんのそばに崩れていた。そして、この養父の方にも、とめどない涙が流れていた。無二の皇敵主を失った寂しさか、それとも、 何かもっと別の理由があったのか女族はいとも不思議な悲しみに打ちひしがれていた。どういうことなんだいつのほどにか誘拐する者とされる者、黒トカゲとその餌食、仇同士の2人がまるで仲の良い姉妹のように手を取り合って泣いていた。どういうことなんだ悲しみの意味はそれぞれ違っていたけれど、悲しみの深さ、激しさは、 少しも変わりがないように見えた。国威夫人は、五つ六つの子供のように、わーわーと声を上げて泣いた。すると、早苗さんも誘われて、同じように手放しで泣き始めた。なんという意外な、非常識な光景であったろう。今彼女らは、二人の痛いけな幼女でしかなかった。それとも、 二人の無邪気な野蛮人でしかなかった。あらゆる理智も感情も全く影を潜めて、ただ悲痛の感情だけが痛々しいまでに露出した。この不思議な悲しみの合唱は、エンジンの単調な響きともつれあって、いつまでもいつまでも続いた。泣きに泣いて、女族の胸に日頃の邪悪が目覚めるまで、 早苗さんの心に敵外心が湧き上がるまで。<laughs> その明る日の夕まぐれ、気仙は東京湾に入って、T という埋め立て地の海岸近くに怒りを下ろした。闇の深くなるのを待ってボートが下ろされ、数人の人々がそれに乗って、人目のない、人目のない埋め立て地の一角にこぎつけた。 三人の小木手をボートに残して、上陸したのは、国威夫人と、サナエさんと、天宮純一青年であった。サナエさんは両手を縛られたまま、サルグ猿口は、サルグサルグツをはめられた上、厚い布で目隠しまでされている。いよいよ、黒トカゲの巣窟に近づいたので、その道順を悟られない用心であろう。 雨宮青年は繊維服を脱いで口ひげと頬ひげに顔を隠しカーキ色の食工服見たところ機械工場の機械工場の長といった格好である T 埋め立て地は広々とした工場街で住宅はほとんどなく工業界不振時代のその頃にはヤ業を営む工場など皆無であったから 夜はまばらに立った青白い街灯の外には灯火も見えず、廃墟のような場所であった。三人は海岸に続く広い草原を横切り、工場街の道路をぐるぐると巡り歩いた末、とある一構えの廃工場へと入っていった。塀は破れ、門中は傾き、門内には雑草がぼうぼうと生い茂った。 化け物屋敷めいた、え、化け物屋敷めいた空き工場だ。無論、灯下などは一つもないので、国威夫人は、用意の懐中電灯を転じて、そっと地上を照らしながら、雑草を踏みしだいて先に立つ。その後から、目隠しされたさなえさんの背中を抱くようにして、食行服の雨宮青年が従ってゆく。門から五、六軒行くと、 大きな木造の建物がある。懐中電灯がその建物の側面をスーッとなでるように通り過ぎた。たくさんのガラス窓。だが、そのガラスは皆破れ落ちて、満足なのは一つもない。国衣夫人は、建物の破れ戸をガタピシ開いて、蜘蛛の巣だらけの内部屋へと入ってゆく。 懐中電灯が壊れた機械類。あ、違う。懐中電灯が壊れた機械類。天井を這う錆びたシャフト。動輪ちぎれたベルトなどを次々とかすめて。最後に止まったのは建物の一群。監督者の事務室とおぼしき小部屋であった。三人は、そこの破れたガラス戸を開いて、板張りの床に上がった。トントン。 トントントン。トントン国衣夫人の靴のかかとが調子をつけて床を蹴る。まさかありふれたモールス信号ではあるまい。だが何かの信号には違いなかった。その靴音がやむかやまぬに懐中電灯の丸い光の中の床板が頬三尺ほど音もなくスーッと横に開いて。 その下からコンクリートの地面が現れたが、驚いたことには、地面そのものが蔵の戸前のような厚ぼったい扉になっていて、それが下方に落ちると、ぽっかりと地下道の黒い口が開いた。マダム地の底からスイカの低い声が響く。スイカは誰、何でスイカですね。 すいかの低い声が響く。ああ、今日は大切なお客様を連れてきたのよ。あとは無言のうちに、さなえさんの背中を抱いた雨宮青年が、地下道の階段を注意しながら一段一段と降りてゆく。続いて、国威夫人の姿も地底に消えると、コンクリートの隠し戸も床板も元々通り閉じられて、あとはまた、 何事もなかったような暗闇の廃工場であった。恐怖美術館すごいタイトル来ましたね。恐怖美術館さなえさんは本船からボートに乗り移る際に厳重な目隠しをされたままであったからボートがどこへ着いたのか上陸してどこをどう歩いたのかここは地上なのか地下なのか 全く想像さえつかなかった。さなえさん、ずいぶん窮屈な思いをさせたわね。さあ、もういいのよ。じゅんちゃん、すっかり自由にしてあげるといいわ。黒トカゲの親切らしい声がしたかと思うと、目隠し、猿ツは、両手の縄が順次にほどかれていって、眼界がパッと明るくなった。 長い間暗い目隠しに押さえつけられていた彼女の目には眩しいほどの明るさであったそこは天井も床も左右の壁もコンクリートで固めた長い曲がり曲がった廊下のような場所であった天井からはカビなキリコガラスのシャンデリアが下がっていたそのキラキラと眩しい光に照らされて左右の壁際にずらりと並んだガラス張りの陳列台 その中にはあらゆる種類あらゆる形状の宝玉がシャンデリアの光を受けて無数の星のようにきらめいていた早苗さんはあまりの美しさ豪勢さにとら囚われの身をも忘れて思わずあっと簡単の声を上げた日頃宝石類は飽き飽きするほど見慣れているはずの大宝石商の娘さんが声を立てて驚いたのだ そこに集まっていた宝石の質と量とが、いかに素晴らしいものであったかは、くだくだしく解くまでもないであろう。まあ、感心してくれたのね。これ私の美術館なのよ。い,いえ美術、美術館のほんの入り口なのよ。どうあんたのお店の陳列室と比べて。まさか見劣りはしないでしょ十何年の間、命をかけて、 知恵という知恵を絞り、危険という危険を犯して収集したんだもの。世界中のどんな好奇のお方の宝石、らにだって、これほどの数は集まっていないと思うわ。国威夫人は、誇らしげに説明しながら、大切そうに抱えていたハンドバッグを開いて、例の大宝玉、エジプトの星を収めた銀製の小箱を取り出した。 あんたのお父様にはちっとばかしお気の毒だったけれど、これ、あたしの長い間の念願だったのよ。今日こそそれが、この美術館へ収まることになったのだわ。パチンと小箱の蓋を開くと、シャンデリアの光を受けて、五色の炎と燃え立つ大宝玉。黒トカゲはさも嬉しげに、それを富孔見していたが、やがてハンドバッグから鍵束を取り出し、 一つの飾り台のガラス戸を開くと、銀器の蓋を開いたまま、その大根宝石を中央に安置した。まあ、なんて素晴らしいのでしょう。他の宝石なんかみんな石ころかなんぞのようね。これであたしの美術館の名物が一つ増えたってわけだわ。さなえさん、ありがとう。皮肉を言ったわけではないのだが、 早さえんにどうう。答える言葉があろう彼女は悲しげに目を伏せたまま黙っていた。さあ、ではもっと奥へ行きましょう。あなたに見せるものがまだまだたくさんあるんだから。それから、地底の街道を進むにつれて、古めかしい名画をかけ並べた一角があるかと思うと、その隣には仏像の群れ、それから、 西洋ものの大理石像、よしありげな古代工芸品、まことに美術館の名に背かぬ豊富な陳列品であった。しかも、国威夫人の説明によれば、それらの美術工芸品の大半は、各地の博物館、美術館、貴族富豪の宝庫に収まっていた著名の品を巧みな模造品とすり替えて、本物の方をこの地底美術館へ収めてあるのだという。 もし、これが事実とすれば、博物館は模造品を独特として展覧に供し、貴族富豪は模造品を伝来の家宝として珍蔵していることになる。しかも、所有者はもちろん、世人一般も少しもこれを怪しまないというのは、何という驚くべき欺瞞であろう。でも、これでは、 よくできた施設博物館というだけのことだわね。少し頭の働く視力のある族ならば、誰だって真似のできることだわ。絶対二十面相もやってた。私はこんなもので自慢しようなんて思っていやしない。さなえさんにぜひ見てもらいたいものは、まだこの先にあるのよ。そして彼女らが回廊の肩を曲がると、そこにはこれまでとは全く違った。 不思議な光景が開けていた。おやこれは、老人形ではないか。だが、なんとよくできた老人形であろう。一方の壁が長さ三元ほど、ショーウィンドウのようなガラス張りになって、その中に西洋人の女が一人、クンボ坊の男が一人、日本の青年と少女とが一人ずつ。 都合4人の男女が全裸体であるものは立ちはだかりあるものはうずくまりあるものは寝そべっているのだ不しくれだった腕を組んで仁王立ちになった健闘選手のような黒人しゃがんだ膝の上に両肘を持たせて頬杖をついている金髪娘長々とうつ伏せに寝そべって黒髪を肩の辺りにふさふさと波打たせ 重ねた腕に顎を乗せて、じっとこちらを見つめている日本娘。円盤投げの姿勢で、体中の筋肉を隆起させている日本青年。それらの男女は、ことごとく、要望といい肉体といい、比べるものもないほど美しいのである。はははは。よくできた生き人魚でしょでも、 少しよく出来すぎてい,いはしなくって。もっとガラスに近寄ってごらんなさい。ほら、この人たちの体には細かい産毛が生えているでしょう産毛の生えた生き人形なんて聞いたこともないわね。さなえさんはふと好奇心をそそられて、そのガラス板に近づいた。 彼女自身の運命の恐ろしさをもつい忘れるほど、その人形たちには一種不可思議な魅力があった。まあ、本当に産毛が生えているわ。それにこの肌の色、細かい細いシワまでも、こんなに真に迫った老人形なんてあるものかしら。さなえさん、これ、老人形だと思って 国威夫人が薄気味の悪い微笑を含んでじらすように尋ねる。その言葉がなぜかさなえさんをドキンとさせた。どことなく人形とは違った恐ろしいようなところがあるでしょさなえさんは白星の動物標本を見たことなくって ちょうどあんなふうに人間の美しい姿を永久に保存する方法が発明されたら素晴らしいと思わないそれなのよ。私の部下の者がその人間の剥製というものを考案したのよ。ここにいるのはその人の試作品なの。まだ完全というところまでは行っていないけれど、でも老人魚なんかのような私物ではありませんわ。生きているでしょ 中身はやっぱり老なんだけれど、皮膚と毛髪とは本当の人間なのよ。そこに人間の魂がつきまとっているんだわ。人間の匂いが残っているんだわ。素晴らしくはなくって若い美しい人間をそのまま剥製にして、生きていればだんだん失われていったに違いないその美しさを永遠に保っておくなんて、どんな博物館だって真似もできなければ思いつきもしないのだわ。 国威夫人は、我と我が言葉に興奮して、いよいよ雄弁になっていった。さあ、こちらへいらっしゃい。この奥にはもっと素晴らしいものが陳列してあるのよ。これはいくら真に迫っていても、魂を持っていても、動くことはできないのだけれど、この奥にはピチピチと生きて動いているものがあるのよ。導かれるままに、 また一歩角を曲がると今までの静的な風景とはがらりと変わって静的は静か的ですねそこには動く美術品が陳列されていた太い鉄棒の獅子か,か虎の折のようなものがあってその中に赤々と燃える電気ストーブと一緒に一人の人類が閉じ込められているのだ これは日本人であったが、ティーという映画俳優によく似た24、5歳の水際だった美青年。それが、すっきりと金星の取れた肉体を丸裸にされて、一匹の美しい野獣のように檻の中に入れられている。彼は、ふさふさとした頭髪を両手でかきむしるようにして、檻の中をイライラと歩き回っていたが、国威夫人の姿を見つけると、 動物園の猿のように鉄棒を揺すぶりながら大声にわめき出すのであった。<laughs> 待て、独腐。貴様は俺を気違いにしてしまう気か。いっそ早く殺してくれ。俺はもう一日も檻の中なんぞで生きていたくはないんだ。こらここを開けろ。開けてくれ。彼は白い腕を鉄棒の間からにゅっと突き出して、女族の国意をつかもうとした。 まあそんなに怒るもんじゃないわ美しい顔が台無しじゃないのええお望みどおり今にやがて息の根を止めてあげますわそしてこの間までこの檻の中に同居していた恵子さんと同じように永遠に年を取らないお人形さんにこしらえてあげますわ <laughs> 国威夫人が残酷に嘲笑したえ なんだって稽古さんが人形になったって畜生め。それじゃとうとうあの人を殺したんだな。そして白生人形にしたんだな。誰が、誰が人形なんぞになるもんか。俺は貴様のおもちゃじゃないんだ。ちょっとでも俺に近づいてみろ。どいつこいつの容赦はない。片っ端からつかみ殺してやるぞ。喉笛に噛みついて息の根を止めてやるぞ。はは <laughs> まあ今のうちにせいぜい暴れておくといいわ。お人形にされちまったら石のように動けなくなるんだから。それに私はそうして美しい男の子の暴れているのを見るのがもうこの上もない楽しみなのよ。<laughs> <laughs> 国威夫人は青年の苦問を凶楽しながらさらに新しい恐怖につきで。 さらに新しい恐怖にとき進んだ。あんた、恵子さんがいなくなって寂しいでしょどこの動物園へ行ってみても、猛獣の檻には大抵オスとメスとがお揃いでいるものだわ。私猛戦からあんたにお嫁さんをお世話しなければと思っていろいろ心がけていたのよ。そして、今日やっと、その花嫁さんをお連れ申したってわけなの。 ごらんなさい。美しいお嫁さんでしょう。どうお気に召さなくってさなえさんはそれを聞くと、ぞーっとおかんを感じて、あごのあたりがガクガク震えてくるのをどうすることもできなかった。今こそ、黒トカゲの邪悪なたくらみの全貌が明らかになった。女族は、美しいさなえさんを丸裸にしてこの檻の中へ投げ込むために、 それから、頃を見て彼女の生きがを剥ぎ、恐ろしい剥製人形として、悪夢悪魔の美術館を飾るために、あれほどの苦心をして彼女を誘拐してきたのだ。あら、早苗さん、どうなすったの震えているんじゃないの足の葉のように震えているわね。わかって、あなたの役割が。でも、このお婿さん、まんざらでもないでしょ それともお気に召さないのお気に召しても召さなくても私はもうちゃんとそういうことに決めてしまったんだから我慢してね。早苗さんはあまりの不気味さ恐ろしさにもう口を聞く気力もなかった。立っているのがやっとだった。頭の中がスーッと空っぽになってふらふらと崩れそうであった。 大水槽。さなえさん、まだお見せするものがあるのよ。さあ、こちらいらっしゃい。今度は動物園でなくて水族館よ。あたしの自慢の水族館なのよ。黒トカゲは、震えおののくさなえさんを手を取って引き立てながら、また次の角を曲がった。そこは、この長い地下道の行き詰まりになっていて、 その奥にガラス張りの大水槽が据えてある。水槽の真上に非常に明るい電灯が取り付けてあるので、正面の厚いガラス板を通して水の中の模様が手に取るように眺められた。水槽は間口、奥行き、深さ、ともに一軒ほどもあって、その底には異様な海藻が無数の蛇のようにもつれあって揺らめいている。中には唐十郎がいるんですかね。 どうなんでしょうね。だが、これがどうして水族館なのであろう。その海藻の他は魚類の影さえ見えないではないか。まあ、カラジュールはいなかったですね。お魚がいないでしょう。でも不思議になることはないわ。私の動物園には、毛モのなんていなかったのですもの。水族館にお魚がいないからって、ちっともおかしいことはありゃしないわ。国威夫人は薄笑いをして、また、 恐ろしい遊弁を振るい始めた。この中へ、やっぱり生きた人間を入れて遊ぶのよ。お魚なんかよりは、どのくらい面白いか知れやしないわ。檻の中で興奮している人間も美しいけれど、この水の中へ投げ込まれてもがき回る人間の姿が、どんなに素晴らしいでしょう。さなえさんは、ステージダンスの美しさをご存知でしょう。でもあれは、 ゆ足を床から離せないという制限があるわね。ところが、水中ダンスにはそんな不自由なんかありゃしない。足も手も宙に浮かせて、体のあらゆる部分を見せて、思う存分もがき回れるんですもの。そのダンサーが、例えばさなえさんみたいに美しい人だったら、どんなに素敵でしょう。まあ想像してごらんなさい。苦悶の水中ダンス。あなたは、 苦悶の美しさというものが分かって苦しみもがく人間の表情、死体これね出てくるときいつも難しいんですけど、えー、姿、姿とあと熊,熊の下に心がついてるやつ、えー、アクセントで死体とか死体なんですけどどうしても死んだ体の方に聞こえちゃいますよねなので、えー、姿ということを思い浮かべて読むしかありませんが 苦しみもがく人間の表情、死体、これほど美しいものはないと思うわ。このガラス箱の中へ、丸裸の美しい娘さんが、ドブンと放り込まれるのよ。すると、あの蛇みたいな海藻が、鎌首を揃えて歓迎の意を表する。娘さんの白い体の周りから、幾百幾千という真珠のような泡が美しく立ち上る。やがて、娘さんは、 苦しみ始めるのよ。両手と両足とが残虐のリズムでもって、別々の奇妙な生き物みたいにピチピチと跳ね回る。お腹が美しい脈動を始める。体中ゅうの方々の丸い部分が青白くてすべっこい果物のように先導する。それから、娘さんの顔だわ。<laughs> 若い娘さんの死に物狂いの苦悶の表情が。 どんなに素晴らしいかやべえな乱歩やべえな国威夫人は目の前にその美しい光景が演じられているかのごとくうっとりと夢見るような眼差しになって彼女の幻想の詩を歌っているのだ菊早苗さんもいつしか釣り込まれて釣り込まれるんだいつしか釣り込まれて 彼女自身、水中に苦悶する裸女ででもあるかのごとく、黒トカゲの一い一ご,ごに、あるいは眉をしかめ、息を早め、あるいは両手を宙に浮かせ、上半身をくねらせて、無意識に苦悶の仕草をしているのであった。ある瞬間、その娘さんの顔が、前のガラス板にぴったりとくっついて、映画の大写しみたいになるんだわ。 どんな細かいシワまでもわかるほど大きく大きく映るのだわ。まあご覧なさい。ぐっとしかめられた量の眉、飛び出すほど見開いた目、恐怖そのもののような二つの目。それか、あの口はどうでしょう。美しい白い歯がむき出しになって、唇が悩ましい断末魔の曲線を描いて震えているわ。舌が一匹の生き物のように跳ね回って、 喉の奥の奥まですっかり見通しだわ。息するたびごとに、その喉の中へ、おびただしい水がスースーと流れ込んでいく。すると、娘さんは寮のお乳をつかみつぶさんばかりにして身もだえをして、苦しがるのよ。苦しがるのよ。まあ、素晴らしいとは思わないなんて美しい芝居でしょう。どんな名画だっ どんな彫刻だってそれからどんな舞踊の天才だってこれほどの美を表現したことがあったでしょうか命と引き換えの芸術だわだが早苗さんはもうこの機械な雄弁,弁を聞いてはいなかった聞いてないのかいそんなには息が続かなかったのだ彼女は幻想の中でおびただしい水を飲んだ ももががけけるだけもがいた。そしてとうとう力が尽きてしまったのだ身に余る恐怖と苦悶とがついに彼女を失神させてしまったのだ国威夫人がふと心づいて彼女を支えようと両手を差し出した時には早苗さんはもうクラゲのようにくなくなとそこのコンクリートの床の上に崩れてしまっていた 白い毛だものそれがどのくらいの間であったかはっきりわからないけれどやがてふと正気づいて目を開いてみると早苗さんはまず第一に体中が直接空気にさらされているような感じがした触ってみてもどこもかもすべすべしていて何の引っかかるものもないつまり彼女は真っ裸にされて そこに横たわっていたのだ。あらあら。ひょいと気がつくと、目の前に太い鉄の棒が何本も何本も島のように立っている。ああ、わかった。ここは檻の中なのだ。彼女は気を失っている間に檻の中へ入れられてしまったのだ。明智何をしてるんだ、明智あの檻に違いない。気を失う前に見せられた。 あの若い男の閉じ込めてあった檻に違いない。ではここには彼女一人ではないのだ。若い美しい男が彼もまた真っ裸にされてどこかその辺にいるはずだ。早苗さんはそこまで思い出すと顔を上げてあたりを見回す勇気がうせてしまった。ああ、どうすればいいのだ。彼女は身に一死もまとってはいないのだ。 その恥ずかしいありさまで、若くて美しい、その上裸の男の前に横たわっているのだ。彼女は赤くなるどころかもう真っ青になってしまって、さっと身を起こすと、えーっと、これなんて読むんだこれ何て読むんだこれ想像すらつかないぞ。えー、っと。 中がついているのでちょっと探してみましょうどこだどこだんくくりざるかなくくりざるくくりざるあくくりざるでいいんですね綿を縫い込んだ布を猿の胴体のようにして頭部をくっつけた人形ん 友女が客を足止めするまじないにも使ったと。えー、失礼しました。さっと、さっと身を起こすと、くくりざるみたいに縮こまって、隅っこの方へ後じさりをしていった。そして、目をそらすように、そらすようにしていても、何分狭い檻の中だ。自然に眼界に入ってくるのを防ぐわけにはいかない。彼女はとうとうそれを見てしまった。 真っ裸の男を見てしまった。エデンの園のアダムとイブみたいな二人が、地底の牢獄で今、目と目を見交わしたのだ。どうすればいいのだ何を言えばいいのだ恥ずかしさの極み。早苗さんの両目には、子供のように涙がいっぱいあふれていた。その涙のギラギラする五行が、男の白い体を包んで、 チロチロといびつに輝いているかのようであった。お嬢さん、ご気分はどうですか突如として、朗々としたバスの声が響いた。青年が物を言っているのだ。早苗さんは、はっとして涙を払うために目をしばたたいて、青年の顔を眺めた。すぐ目の前に、 油で拭いたように滑らかな白い顔があった。高くて広い額、ふさふさとした黒髪、二重まぶたの透き通るような目、ギリシャ型の高い鼻、赤くて引き締まった唇。その青年が美男であればあるだけ、しかしさなえさんは恐ろしかった。黒トカゲは彼女をこの青年の花嫁になぞらえたではないか。青年は そういうつもりでいるのではないかしら。と考えると、その相手が、そして自分までが、けだもののように真っ裸で、逃げようにも逃げられぬ檻の中に閉じ込められているありさまを、体中の血の気がうせるほど、浅ましいことに思わないではいられなかった。いや、お嬢さん、決してご心配なさることはありません。僕はこんな風をしていても、野蛮人じゃないのですから。 青年は言いにくそうに、どもりどもりそんなことを言った。彼の方でもひどく恥ずかしがっているのだ。早苗さんはそれを聞いて、ほっと胸をなでおろす気持ちだった。やがて彼らは、だんだんお互いの気心がわかっていくにつれて、身の上話を始めたり、女族のきちがいめいた所業を呪ったり、よそめには、 仲の良いメスオスの白い動物ででもあるように寄り添ってひそひそ話を続けるのであったそうしている間にいつか夜が明けたと見えて穴らの底にも人のざわ,めくざわめく気配が感じられやがて黒トカゲの部下の荒くれ男どもがつながるようにして檻の中の信頼の客を見物に押し寄せ始めたさなえさんが この無作法な見物たちにどのような恥ずかしい思いをさせられたか青年がいかに野獣のように怒号したか賊の男どもがどんな激しい侮辱の言葉を口にしたかそれは読者諸君のご想像に任せるとしてそうして地下室に泊まった四五人の部下の者がガヤガヤやっているところへ例のモールス信号みたいな合図の音がかすかに聞こえて やがて一人の船員風の男が何かただならぬ気色で穴蔵の中へ入ってきた人形異変その船員風の男は黒トカゲの部下のうち沖の気船の中に寝泊まりをしている一人であったが彼は地下道の奥にある狩猟黒トカゲの支室の前に近づくと やっぱり暗号めいた叩き方でそこのドアをノックしたお入り女族の権威を持って荒くれ男ばかりの中にいてもドアに鍵をかけるなんて不見識なことはしない夜中であろうがいつであろうがお入りの一言でドアはいつでも開くようになっているまあどうしたのさ朝っぱらから まだ六時じゃないの。黒トカゲは白いベッドの上に白衣のパジャマ一枚で不行儀な腹ばいになったまま入ってきた男を横目で見ながら巻きたばに火をつけている。ムクムクと豊かな肉が滑っこい白衣の表に丸出した。お頭がそういう格好でいる時ほど部下の男どもが困ることはない。 ちょっと変なことがあったんです。だもんだから急いでお知らせに来たんですが。男はなるべくベッドの方を見ないようにしながらもじもじしていった。変なことって何船の家父をやらせてある松子ですね。あいつが夕べのうちにいなくなっちゃったんです。船中探してみましたけれどどこにもいねえ。 まさか、ずらかるはずはねえんだから、苦し、もしや、丘で捕まったんじゃないかと思いましてね。それが心配だものだから。ふー、うん。じゃあ、松ツコを上陸させたのかいいや、決してそうじゃねえんで。ゆうべ一度、船へ帰ったんちゃんが、もう一度こちらへ戻ってきたでしょ。その時のボートの小ぎ手の中に松ツコが混ざっていたんですが、 ボートが本船へ帰ってみると、松こだけいねえんです。みんなの思い違いじゃないかと、船中を探した上、こっちへ来て訪ねてみると、松こなんか来ていねえと言うじゃありませんか。してみると、やつはどっかそのあたりの町をうろうろして、おまわりにでもとっつかまったんじゃねえでしょうか。そいつは困ったねえ。 マツコウは嫌に薄のろで、これという役に立たないもんだから、カフなんかやらせておいたんだが、あいつのこった、つかまりでもしたらどうせヘマを言うに決まっているわね。クロトカゲも、思わずベッドの上に置き直って、眉をしかめながら取るべき処置を考えたのであるが、ちょうどそうしているところへ、またしてもへんてこな知らせが飛び込んできた。突然ドアが開いて、 三人の部下が顔を出すと、一人が早口に喋り立てた。マダム、ちょっと来てごらんなさい。変なことがあるんだから。人形がね、着物を着てるんですぜ。それから体中が宝石でもってギラギラ光り輝いているんですぜ。一体誰があんなふざけた真似をしやがったんだと仲間調べをしてみたんですがね。誰も知らねえって言うんです。まさかマダムじゃねえでしょうね。本当かい 本当ですとも、んちゃんなんかびっくりしちゃって、まだぼんやりとあそこに立っているくらいです。何かしら想像もできないへんてこなことが起こっているのだ。松この行方不明とこれとの間にどんな関係があるのか知らぬが、時も時、2つの返事が同じように起こるとは、地底王国の女王ももう落ち着いてはいられなかった。 彼女は一度を外に出しておいて、手早くいつもの黒ずくめの様相になって、白星人形陳列の現場へ急いだ。行ってみると、いかにも狐にでもつままれたようなへんてこなことが起こっていた。仁王立ちの黒人青年が、ルンペンみたいなカーキ服を着て、その胸に例の大宝石、エジプトの星を まるで甲一級の勲章のように特異然と光らせているかと思うと膝の上に頬杖をついた金髪娘が日本娘のたもとの長い着物を着て両の手首と足首とにダイヤの胸飾り真珠の首飾りを手かせ足かせの形ではめて済ましている寝そべった日本娘は胴中にフル毛布を巻きつけてふさふさとした黒髪の上から さまざまな宝石を洋楽みたいに下げてニヤニヤ笑っているかと思うと円盤投げの日本青年は真っ黒に汚れたメリアスのシャツを着てこれも宝石の首飾り腕輪をはめて光り輝いているといった塩梅なのだ国威夫人はそこに立っていた雨宮青年と顔を見合わせたまま急には言葉も出ないほどびっくりしてしまった これはまあ、なんという人を食ったいたずらだろう。白製人形の奇妙な衣装は、たもとの長い着物は、早苗さんが昨夜まで着ていたもの。その他のは、皆彼女の部下の男たちの持ち物であった。寝室の戸棚の中や氷にしまってあったのを何者かが取り出して、人形に着せたのだ。それから宝石類は、無論、 宝石陳列室のガラス箱の中から持ってきたもので、そこのガラス箱はほとんど空っぽになっているという始末だった。誰がこんなバカバカしい真似したんでしょう。それがまるでわからないのですよ。今ここには男は僕のほかに5人きゃいないんですが、みんな信用のおけるやつばかりですからね。一人一人聞いてみたんだけれど、誰も全く見覚えがないというんです。 入り口の根津の番は大丈夫だったのええ、変なことは少しもなかったそうです。それに、仲間以外の者のが入ろうとしたって、あそこの揚げ豚は中から出なきゃ開かないんですからね。いたずら者が外部から侵入することは全く不可能ですよ。そんなことをぼそぼそ囁き合った後、二人はまた黙って顔を見合わせていたが、 やがて国威夫人は、ふと気づいたように、あ、そうかもしれない、とつぶやきながら、顔色を変えて、あの人間檻の前へ走っていった。だが、その檻の小さな出入り口を調べてみても、別に城前を壊した後もない。君たち、ここをどうかしたんじゃないのかい本当のことを言ってくれたまえね。あんないたずらしたの。 君たちなんだろう国威夫人が甲高い声で呼びかけたそこには檻の中のアダムとイブとが仲良く向かい合って何かしきりとささやき交わしていたのだが突然女族の襲来にあってたちまちそれぞれの身構えをしたサナえさんは隅っこの方でまたくくりざるの形になるし青年はにわに立ち上がって 拳を振りながら国威夫人の方へ近づいていく。なぜ返事をしないのお前だろ、人形に着物を着せたのは。馬鹿なことを言え、俺は檻の中に閉じ込められているんじゃないか。貴様は気でも違ったのか。青年が満身に土器を含んで怒鳴り返した。<laughs> まだ威張っているのね。 君でなけりゃそれでいいのよ。僕の方にも考えがあるんだから。時に、そのお嫁さん、お気に召したかい国威婦人がなぜか別のことを言い出した。青年が黙っているので、再び言う。お気に召したかって聞いているのよ。青年は、すみっこの早苗さんとちらっと目を見交わしたが、 うん、気に入った気に入ったからこの人だけは俺が保護するんだ貴様なんかに指一本だって刺させはしないぞと叫んだ <laughs> 多分そんなことだろうと思ったそれじゃあせいぜい保護してやるがいい国威夫人はあざ笑いながらちょうどそこへやってきた職工姿の雨宮青年を振り返った「純ちゃん あの娘さんを引きずり出してねタンクへぶち込んでおしまい激しく命じて檻の鍵をポケットから取り出すと青年に手渡しした少し早すぎやしませんかまだ一晩たったきりですぜ雨宮青年は顔いっぱいのもじゃもじゃの付けひげの中から目を見張って聞き返したいいのよ 私の気まぐれは今に始まったことじゃない。すぐやっつけておしまい。いいかい僕は部屋で食事をしているからね。その間にちゃんと用意をしておくのよ。それから、あの宝石なんかを陳列箱へ元通り返しておくように言いつけといてください。頼んでよ。国威夫人はそう言い捨てたまま、振り向きもしないで自分の部屋へ引き上げていった。 彼女は激怒していたのだ。得体の知れぬ人形の異変が彼女を極度に不快にした上に、今また檻の中の男女がさもむつまじく話し合っているありさまを見せつけられて、感触が破裂したのだ。自分勝手ですね。女族は決して、さなえさんを本当にお嫁入りさせるつもりはなかった。ただ彼女を怖がらせ、恥ずかしめ、 怯え悲しむ様子を見て楽しもうとしたのだ。それが全く当てが外れて男は身をもってサナさんを守ろうとし、サナさんはサナさんでそれをさも嬉しげに感謝に絶えぬまなざしで見ていたではないか。国威夫人が嫉妬にも似た激しい不快を感じたのは無理ではなかった。難儀な仕事を仰せつかった純一青年は 迷惑らしくしばらく躊躇していたが、やがて仕方なく檻の出入り口に近づいていった。貴様、この娘さんをどうしようというのだ。檻の中の青年は恐ろしい行走で怒鳴りながら、入ってきたら噛み殺すぞと言わぬばかりの身構えで入り口の前に立ちはだかった。だが、さすがは剣道青年。雨宮は、 別に恐れる様子もなく、錠前に鍵を入れてガチャガチャ言わせていたかと思うと、さっと戸を開いて檻の中へ飛び込んでいった。ひげもじゃの食工服と全裸の美青年とが、互いの腕をつかみ合いながら、恐ろしい剣幕で睨み合った。どっこい、そうはいかぬぞ。俺が生きてる間は娘さんに指もささせない。連れ出せるものなら連れ出してみろ。 だがその前に貴様絞め殺されない用心をするがいい青年の死に物狂いの両腕が雨宮淳一の首へ気味悪く絡んできたすると不思議なことに雨宮は一向抵抗する様子もなく腕を絡まれたまま首をぐっと前へ突き出して青年の耳元へ口を持っていったかと思うと 何かしらひそひそとささやき始めた青年は最初の間は首を振って聞こうともしなかったがやがて彼の顔に何とも言えぬ驚きの色が浮かんできたそれと同時に彼は打って変わったようにおとなしくなり相手の首に巻きつけていた両腕をだらりと垂れてしまった離れる魂の病 離婚病。天宮淳一は、檻の中の青年を一体どんな口実で騙し寄せたのか、それからしばらくすると、気を失ったようにぐったりとした全裸の少女を小脇に抱えて、例のガラス張りの大水槽の前へやってきた。水槽の横に垂直のはしごがかかっている。彼は、 少女を抱いたままそれを登って上部の足だまりに立つと、鉄板でできた水槽の蓋を開いて、少女の体を水中へ投げ込んだ。それから、蓋を元通り閉めてはしごを折り、黒トカゲの脂質のドアを細めに開いて、その隙間から声をかけた。マダム、お命じの通り運びましたよ。早苗さんは今、 タンクの中でもがいている最中ですぜ、ね。早く見てやってください。それから彼は、食工服のポケットから小さくたたんだ一枚の新聞紙を取り出すと、それを広げ、タンクの横の椅子の上へそっと置いて、なぜか急ぎ足で廊下の向こうへ立ち去っていった。それと行き違いにドアが開いて、国衣夫人が現れ、つかつかと水槽の前に近づいていった。 水槽の青みがかった水はガラス板の向こう側でひどく動揺していた。そこには大小、そこはあの、底面の底ですね。そこには大小様々な海藻が無数の蛇のように鎌首を持たげて慌ただしく揺れ動いていた。そしてその上に、もがき苦しむ裸女の歪みもつれた姿。前夜、 井夫人がが幻想ししたたた光景がそそっっくりののまま実現したのであった彼女の両目は残虐に輝き青ざめた方は興奮のために異様に震えて両の拳をしっかりと握りしめ歯を食いしばりながら水槽に見入っていたが彼女はふと裸女の苦悶の様がいつものように活発でないことに気づいた。 活発でないどころか、実は、もがきも何にもしていないのだ。そんな風に見えたのは、動揺する水のためで、娘の白い体は、ただ水のまにまに揺らめいていたに過ぎないことがわかってきた。気の弱いさなえさんは、水槽に入れられる前にすでに失神していたので水中、水中の苦悶を味わわなくて済んだのであろうか。だが、 どうもそれだけではないらしい。見ていると、水中の娘の体が徐々に回転して、今まで向こう側にあった顔が正面のガラス板に現れた。おやこれが早苗さんの顔だろうかいやいや、いくら水の中だと言って、こんなに総合が変わるはずはない。ああ、わかったわかった。 これは早苗さんではなくて、あの人形陳列所に飾ってあった白製の日本娘ではないか。だが、一体全体どうしてこんな間違いが起こったのであろう。ちょっと白々しいですね。ナレーションがね。誰か、誰かいないかいんちゃんはどこへ行ったの国威夫人は我を忘れて大声に叫び立てた。 すると、部下の男たちが、白製人形陳列所の方からどやどやとやってきたが、彼らの方にも何か異変があったのか、一度、顔色が変わっている。顔色ですね。マダム、またへんてこなことがおっぱじまったのですよ。人形が一人足りねえんだ。さっき着物を脱がせたり、宝石を片付けたりしたときにはちゃんとあったんですが、今見ると、ほら、あの、 寝そべっている娘さんね。あれが一人だけ行方不明なんです。一人の男が慌ただしく報告した。だがそれは、国威夫人の方では宣告承知のことであった。お前たち、檻の中を見なかった。さなえさんはまだ檻の中にいたかい。い,いえ、男一人っきりですさなえさんといや、じゅんちゃんがそのタンクの中へ放り込んだんじゃありませんかい。 ああ、放り込んだには放り込んだけど、さなえさんでなくて、よくごらん、お前たちが探している白製人形なんだよ。そう言われて、男たちは水槽を覗き込んだが、いかにもその中に浮いているのは、紛失した白製人形に違いなかった。はーてね、こいつは名誉だわい。誰が一体こんな真似をしたんですじゅんちゃんよ。 お前たち、んちゃんを見かけなかったかい今ここにいたばかりなんだが。見かけませんでしたよ。先生今日はなんだかひどく怒りっぽいんですぜ。僕たちを何か邪魔者みたいに、あっちへ行けあっちへ行けって追いまくるんですからね。ふーん。それは妙ね。でもどこへ行ったんでしょう。外へ出るはずはないんだから、お前たちよく探してごらん。そしていたらすぐ連れてくるように。 男たちが引き下がっていくと、国威夫人は何か不安らしく、じっと空を見つめて考え事をしていた。一体これはどうしたということであろう。奇跡の家父が行方不明になってしまった。それから、白製人形の異変が起こった。今はまた、サナさんであるべきはずの娘が、白製人形に早変わりしてしまった。 これらの奇妙な出来事の間に何か連絡があるのではないかしら偶然の一致とも思われぬ節が見えるではないか何かしら何かしら、何かしら人力以上の人の力ですね人力かな人力以上の恐ろしい力が働いているような気がする。それは一体何であろうああ、もしかしたら。 いやいや、そんなバカなことがあってたまるものか。断じて、断じてそんなことはありゃあしない。国衣夫人は、心中に湧き上がってくる大きな化け物みたいなものを押さえつけるのに一生懸命だった。さすがの女族も、体中に冷たい油汗がしっとりと浮かんでくるほどの恐ろしい不安に悩まされていた。やがて彼女は、 そこにあった椅子に腰掛けようとして、ひょいとその上の新聞に気がついた。最前、天宮純一が何か意味ありげに広げておいた新聞である。めはじめは何気なく、やがて非常に真剣な表情になって、国威夫人の目がその新聞記事に吸い寄せられていた。 明智名探偵の勝利。岩瀬サナエ城を無事に帰る。宝石王一家の喜び。三段抜きの大見出しが信じがたい意味を持って女族を捉えたのだ。彼女は大急ぎで新聞を拾い取ると、その椅子にかけて熱心に読み始めた。記事の内容は大略、さのごときものであった。 海賊黒トカゲのために誘拐されたと信じられていた宝石王岩瀬氏の愛情、早苗さんが、えー、昨21日午後、岩瀬家の本邸に帰宅した。短文するところによると、探し聞く短文するところによると、岩瀬氏は霊場の身の代として大宝玉エジプトの星を賊に与えた模様であるから、 賊は約束を守って令状を送り返したのであろうか。記者はそのように考えて、岩瀬翔兵衛氏と早苗城に面会したのだが、両人ともこれは全く私立探偵明智小五郎氏の尽力によるものであって、決して賊が約束を守ったわけではない。しかし、詳しいことは今申し上げかねる事情があるから、深く尋ねないでくれとの意外な言葉であった。 海賊クロトカゲは一体どこに姿を潜めているのであろうか。問題の明智探偵は単身クロトカゲの後を追って、今のところ行方不明のよしであるが、名探偵と怪盗との一騎打ちは果たしていずれの勝利となるであろうか。名玉エジプトの星は再び岩瀬氏の手に戻るか否か。我らは限りなき不安を持って次の放置を待つものである。 そして、喜びの親子と題する大きな写真版が掲げられ、翔兵士氏と早苗さんとが応接室の椅子に持たれてニコニコ笑っている顔が明瞭に印刷されていた。この信じがたい、まるで怪談のような新聞記事を読み写真を見ると、さすがの女族もめったに見せた,見せたことのない狼狽の色を、 その美しい顔に表さないではいられなかった。老狽というよりは、何とも形容のできない恐怖であった。それは、昨日の日付の大阪の大新聞であったが、記事中に昨21日とあるのは、ちょうど前々日、黒トカゲの気戦が大阪湾を航海していた時にあたる。その日、早苗さんは、 ちゃんと船の中にいたのだ。いや、その日ばかりではない。昨日も今日もつい今しがたまで檻の中に真っ裸で震えていたではないか。これは一体どうしたことなのだまさかあれほどの大新聞が間違った記事を載せるはずはない。いや、何よりも確かなのは写真である。船の中にとらわれていたはずの早苗さんが、同じその日に、 一方では大阪郊外の岩瀬邸でニコニコ笑って座っているなんて、こんなへんテコなことがあり得るのだろうか。聡明な国威夫人にも、この機械、危機快会な謎だけは、どうにも解くすべがなかった。彼女は今、生まれて初めての、何とも得体の知れぬ恐怖に打ちのめされて、顔は死人のように青ざめ、 額には油汗の玉が無残に滲にみ出していた。離婚病という妙な言葉がふと彼女の頭に浮かんだ。一人の人間が二人になって別々の行動をするという不可思議な言い伝えである。大昔の総始類でも読んだことがある。 外国の心霊学雑誌でも見たことがある心霊現象などを全く信じない現実家肌の国威夫人ではあったが今はその信じがたいものを信じでもするほかに考えようがないのであるそうしているところへ雨宮青年を探しに行った男たちがどやどやと帰ってきてどこを探しても純ちゃんの姿が見えないと報告した。 今、入り口の番をしているのは誰なの国威夫人は力ない声で尋ねた。北村ですよ。誰も通らないって言うんです。あの男に限って間違いはありませんからね。じゃあ、この中にいるはずじゃないか。まさか煙みたいに消えてなくなるはずはありゃしない。もう一度よく探してごらん。それから、 さなえさんもよ、このタンクの中のがそうじゃないとすると、あの娘もどこかに隠れているはずなんだから。男たちは、狩猟の青ざめた顔を、不審らしくじろじろと眺めていたが、また不祥不祥に、廊下の向こうへ引き返していこうとした。ああ、ちょっとお待ち。お前たちのうち2人だけ残ってね、このタンクの中の人形を取り出しておくれ。 念のためによく調べてみたいんだから。そこで、二人の男が残って、はしごを登って、大水槽の中から白星人形を抱き下ろし、床の上に長々と横たえたのであるが、そのぐったりとなった人形をいくら念入りに調べてみても、さないさんでないことは言うまでもなく、恐ろしい謎を解く手がかりなどは、どこにもないのであった。国威夫人は、 イライラとそのあたりを歩き回っていたが、また元の椅子に腰掛けてもう一度新聞記事を読み始めた。何度読んでも同じことだ。さなえさんは二人になったのだ。写真の顔もさなえさんに間違いはない。そうしていると、突然彼女の椅子の後ろで「マダム」と呼ぶ声がした。国衣婦人はぎょっとして振り返ったが。 そこに立っている男を見ると、まあ、純ちゃん、お前どこへ行っていたのと叱るように言った。そしてこの始末は一体どうしたって言うのよ。早苗さんの代わりにこんな人形を放り込んでおくなんて、いたずらも大概にするがいいじゃないか。だが、雨宮青年は黙って突っ立ったまま何も答えなかった。 じらすようににやにや笑いながら、いつまでもいつまでも、国威夫人の顔を眺めていた。二人になった男。何男男も二人になるのなぜ黙ってるの何かあるんだわね。人が違ったようだ。どうしたの それとも私に反抗しようとでも言うわけなの純一青年の態度があまりふてぶてしいものだから、国威夫人は思わず甲高い声を立てた。そうでなくても、最前からの数々の会議に無性に苛立たしくなっていた矢先なのだから。さなえさんはどこにいるのそれともお前知らないとでも言うのかい そうです。僕はちっとも知らないのですよ。檻の中にでもいるんじゃありませんかやっと純ちゃんが答えた。だが、何という不愛想な口の聞き方であろう。檻の中って、お前が檻の中から出したんじゃないのそこがどうもよくわからないのですよ。一度調べてみましょう。 純一青年はそう言い捨てて、のこのこ歩き出した。本当に檻の中を調べてみるつもりらしい。この男は気でも違ったのかしらそれとも何か別のわけでもあるのかしら国威夫人は妙に気がかりになって、純ちゃんの挙動を監視しながらその後についていった。人間檻の鉄格子の前に行ってみると、 出入り口の鍵が刺したままになっている。お前、今日は本当にどうかしているわね。鍵をそのままにしておくなんて。つぶやきながら薄暗い檻の中を覗き込んだ。やっぱり、早苗さんは言いやしないじゃないか。向こうの隅っこに、打開の男が一人うずくまっているばかりだ。 どうしたのか今日はひどく元気のない様子でぐったりとうなだれている。それとも眠っているのかしらあいつに聞いてみましょう。純ちゃんは独り言のように言って鉄格子を開くと檻の中へ入っていった。どうもすることがすべて蒸気を逸している。おい、香川さん。 お前、早苗さんを知らないかね香川というのは、檻に入れられていた未成年の名だ。おい、おい香川さん、寝ているのかいちょっと起きてくれよ。いくら呼んでも返事をしないので、純一青年は香川未成年の裸体の方に手をかけて、ぐいぐいと揺り動かした。だが、 相手の体は無抵抗に揺れるばかりで、少しも手応えがない。マダム、変ですぜ。こいつ、死んじまったんじゃないかしら。国衣夫人は、ただならぬ予感に立然とした。一体何事が起こったというのだ。まさか、自殺したんじゃあるまいね。彼女は檻の中へ入って、 香川青年のそばへ近づいていった。顔を上げて見せてごらん。こうですかい純ちゃんが美青年の顎に手をかけて、うなだれていた顔をぐいと上げた。あその顔さすがの女族黒トカゲも、あっと悲鳴を上げて、よろよろと後じさりをしないではいられなかった。 悪夢だ。悪夢にうなされているとしか考えられない。そこにうずくまっていた男は、香川美青年ではなかったのだ。実に意外なことには、ここにもまた、下仕がたき人間の入れ替えが行われていた。では、その裸男は一体何者であったか。国威夫人は狂気の不安におののいた。 一つのものが二つに見えるという精神病があるならば、彼女はその恐ろしい病気に取り憑かれていたのかもしれない。純一青年が顎を持ってぐいと仰向けているその男の顔は、やっぱり純一青年であった。淳ちゃんが二人になったのだ。真っ裸の淳ちゃんと、食工服を着て付けひげをした淳ちゃんと、 架空に目に見えぬ大鏡が現れて、一人の姿を二つに見せているとでも考えるほかはなかった。だが、どちらが本体、どちらがその影なのであろうか。最前は、早苗さんが二人になった。それは新聞の写真であったけれど、今度は実物なのだ。しかもその二人の純ちゃんが目の前に顔を並べているではないか。 そんなバカバカしい事柄が現実に起こるはずはなかったどこかに大きなトリックが隠れているのだだがそんな途方もないトリックを一体誰が考えついたのかそして何のために憎らしいことにはひげもじゃの純ちゃんひげもじゃの方の純ちゃんがあっけに取られた国衣夫人をあざ笑うようにお化けみたいに笑っている 何を笑うのだ彼こそ驚かなければならないのではないかそれをまるで、気違いかアホーみたいに無神経にニヤニヤ笑っているとは。純一青年は、笑いながら、また激しく裸体の方の純ちゃんを揺すぶり続けた。するとやがて、揺すぶられていた純ちゃんが妙なうなり声を立てて、ぽっかりと目を開いた。あ <laughs> あ。 やっと気がついたな。しっかりしろ。お前こんなとこで何をしていたんだ。食幸服の純一青年がまたしても非常識なものの言い方をした。堕体の方の純ちゃんはしばらくの間何が何だかわからない様子で眠そうな目をしばたたいていたがふと前に立っている国威夫人に近づくと気づくとそれが着付け薬ででもあったように。 と正気に帰った、はあマダム僕はひどい目にあいましたよあ,あこいつだこの野郎だ食幸福の純一青年を見るなり彼は狂気のようにむしゃぶりついていった純ちゃんがもう一人の純ちゃんに組みついて恐ろしい格闘を始めたのだだがこの悪夢のような争いは長くは続かなかった 見る間に裸体の方がコンクリートの床の上に叩きつけられてしまった。畜生命、畜生め、貴様、俺に化けやがったな。マダム、油断しちゃいけません。こいつは恐ろしい謀反人ですぜ。家父の松郷が化けているんだ。こいつは松郷ですぜ。投げつけられて平べったくなったまま、裸体の純ちゃんがわめき散らした。 おい、そこのお方、手を挙げてもらおう。純ちゃんの話を聞く間、おとなしくしているんだ。事態、容易ならずと察した国衣夫人は、素早く用意のピストルを握って、職工姿の方の純一青年に狙いを定めた。言葉は優しいけれど、キラキラと光る迷色に決心のほどが現れている。職工服は、言われるままにおとなしく両手を挙げたが、顔は、 相変わらずにやにや笑っている。薄気味の悪い男だ。さあ、純ちゃん、話してごらん。一体これはどうしたわけなの純ちゃんは、にわかに裸体を外るなごとく、そこか、体を縮めながら話し始めた。みんなが、ゆうべここへ着いてから、 僕だけがもう一度本船へ帰ったのはご存知ですね。あの時ですよ。本船の用事を済ませてボートで上陸するといつの間にかこいつが、家父の松こが暗闇の中をのそのそついてくるじゃありませんか。僕は思い切り怒鳴りつけてやったんですが、するとこいつめいきなり僕に飛びかかってきやがった。ボンクラの松こがあんなに強いとは思いもよらなかったですよ。 この僕をひどい目にあわしあがった。とうとう当て身でもって気を失ってしまった。それからどれほどたったか、ふと目を覚ますと、僕は手足を縛られて真っ裸にされて、ここの物置部屋に転がされていたんです。どなろうとしても猿靴はがはめてあるのでどうにもならねえ。もがいているとこいつが物置部屋へ入ってきやがった。見ると、ちゃんと僕の食行服を着ているんです。 服ばかりじゃない、つけひげまでして、なんて変装のうまいやつでしょう。僕とそっくりの顔つきをしているじゃありませんか。はは、こいつ、俺に化けて何かひと仕事たくらんでいるな。見かけによらない悪党だわいとず、と、かんづいたけれど、縛られていてどうにもできない。すると、こいつめ、もう少し我慢しろよとぬかして、また当て身をくらわしやがった。 育児のない話ですが、もう一度気を失っちまったんです。そして今、やっと正気に帰ったわけなんですよ。やい、マツコ、ざまあみろ。こうなったら貴様、もう運の尽きだぜ。今に思う,じ思う存分仕返しをしてやるから、楽しみにして待っているがいい。<laughs> 純ちゃんの話を聞き終わった国威夫人は、ひとかたならぬ驚愕をお仕して、 さも愉快らしく笑い出した。<laughs> 味をやるわね。松こがそんな隅におけない悪党とは知らなかった。褒めてあげるよ。すると、最前からのへんてこな出来事はみんなお前の仕業だったのね。タンクの中へ人形を放り込んだのも、白製人形どもに妙な着物を着せたのも、 だが一体何のためにあんな真似をしたんだい構わないから言ってごらん。ねえ、にやにや笑ってないで返事をしたらどう返事をしなかったらどうするつもりだい食行服の人物がまるで揶揄するように言うのだ。命をもらうのさ。 お前はお前のご主人の気質をまだ知らないと見えるわね。ご主人が血を見ることが何よりも好物だってことをさ。つまり、そのピストルをぶっ放すというわけなんだね。はははははは。傍若無人の高笑いだ。見ると彼は、 いつの間にか上げていた両手を下ろして、武将らしくパンツのポケットに突っ込んでいた。国威夫人は思いもよらぬ部下の侮辱にあって、ギリギリとはがみをした。もう我慢ができなかった。笑ったね。じゃあこれを受けてごらん。と叫ぶように言うかと思うといきなりピストルの狙いを定めて、ぐっと引き金を引いた。 再び、人形異変。食行服の男は、つまらない毒口を聞いたばっかりについに一命を失ったか。いやいや、決してそんなことは起こらなかった。彼はやっぱりパンツのポケットに両手を突っ込んだまま、さも面白そうに笑っていた。引き金は引かれたけれど、カチッという音がしたばかりで、弾は発射されなかったのだ。 おや妙な音がしましたね。ピストルが狂っているのじゃありませんかい嘲笑されて、国衣夫人は慌て出した。二発目、三発目と、三発目と、ぶっ続けに引き金を引いたが、やっぱりカチッカチッという儚い音がするばかりだ。畜生め。それじゃお前が弾丸を抜いておいたんだな。ははは やっと画展が行きましたねいかにも仰せのとおりほらこれですよ彼は右手をポケットから出して手のひらを広げてみせたそこには小さい弾丸がいくつもかわいらしいおはじきのようにのっかっていたちょうどその時おりの外に慌ただしい足音がして黒トカゲの部下の荒くれ男どもが駆けつけてきた マダム、大変だ。入り口の見張り番をしていた北村が縛られているんです。縛られた上に気絶しているんです。さては、これも松公の仕業に違いない。だがどうして北村だけを縛って他のものをそのままにしておいたのだろう。これにも何か特別の訳があるのかしら。おやそいつは一体何者です 男どもは二人の純一青年に気づいて驚きの目を見張った。家父の松郷だよ。何もかもこの松郷の仕業だってことが分かったのだよ。早くこいつをひっくぐっておくれ。国威婦人が援軍に力を得て甲高い声を振り絞った。何松郷だってこんちくしょうふざけた真似をしやがったな。 男どもはどかどかと檻の中へ踏み込んで、食行服の松こを捕らえようとした。だが、なんという素早さであろう。松こは重なり合って押し寄せてくる男どもの手の下をひらりひらりとくぐり抜けて、あっという間に檻の外に飛び出していた。そしてやっぱりニヤニヤ笑いながら、ここまでおいでの格好で手招きをしながら、だんだん後じさりをしていく。 そこの知れない不適さである。国衣夫人と荒くれ男どもとは、惹かれるように檻を出て、じりじりとその後を追っていく。これ、檻に鍵するとかじゃなかったんですね。うん、不気味な移動撮影。不気味な移動撮影。コンクリート壁の地下道を逃げる者は。え。不気味な移動撮影。コンクリート壁の地下道を 逃げる者は後じさり、追う者は正面を切って、フンヌの行走をものすごく、ケムクジラの腕をボクサーのように構えながら、のそのそと迫っていく。やがて、この不思議な行列が、白製人形陳列所の前に差し掛かったとき、食行服の松公は、突然ぴったりと立ち止まってしまった。おい君たち、なぜ北村が縛られていたか。 そのわけを知っているかね。彼は、やっぱりのんきそうに両手をポケットに入れたまま、薄気味の悪い質問を発した。ちょっと驚き私この人に尋ねたいことがあるんだから。国威夫人は何を思ったのか、男どもをかき分けるようにして、松郷の目の前に近づいていった。もしお前が松郷だったら、 あれほどの人物を見す、見損なっていたことを心からお詫びするよ。だがお前、本当に松こなの私考えれば考えるほど信じられない。あなたは松こうやなんかじゃないのでしょでなければ、そのうるさいつけひげをいつまでそのままにしているんです。ひげを取ってください。早く、そのひげを取ってください。彼女は惨めにも、まるで嘆願するような口調であった。 髭 <laughs> なんか取らなくっても君はもうちゃんと知っているのでしょう知っているけれど僕の名を言い当てるのが怖いのでしょうそれの証拠に君の顔色はまるで幽霊みたいに青ざめているじゃありませんか食幸福は果たして松つではなかった、うん、知ってた言葉さえももはや盗賊の手下などのものではない しかもその声、その歯切れの良い口調には何かしら耳慣れた響きがあったではないか。国威夫人はあまりの劇場に身内がブルブルと震えてくるのをどうすることもできなかった。それじゃあ、それじゃあ、あなたは。遠慮することはない。何をためらっているのです。行ってごらんなさい、その先を。 かっこいいですね、ここね。食行服はもう笑っていなかった。彼の体全体に何かしら厳粛なものが感じられた。国威夫人はチリチリと脇の下を冷たいものが流れ落ちるのを覚えた。明智小五郎。あなた明智さんでしょ 一思いに言ってのけてほっとした感じであった。そうです。君はそれをずっと前から気づいていたではありませんか。気づきながら君の臆病がその考えを無理に抑えつけていたのです。食行服の人物は言いながら顔中の付けひげをむしり取った。変装のベレベレってやつですね。すると、 その下から現れてきたのは、純ちゃんらしい顔色にメイクアップはしていたけれど、紛れもない明智小五郎、懐かしの明智小五郎であった。つまきで放り込まれて以来ですかね。でも、どうしてそんなことがあり得るのでしょうか。あの周な灘の真っただ中に放り込まれた僕が、どうして助かったかというのでしょう。 <laughs> 君はあの時この僕を放り込んだつもりでいるのですかそこに根本的な錯覚があるのだ僕はあの椅子の中にはいなかったのですよ椅子の中へ閉じ込められていたのはかわいそうな松こですまさかあんなことになろうとは思わなかったので僕は家父に変装して探偵の仕事を続けるために松こを縛って猿靴輪をはめて絶好の隠し場所 あの人間椅子の中へ閉じ込めておいたのです。そのため、松コがああいう最後を遂げたのは、実に申し訳ないことだと思っています。まあ、それじゃあ、あれが松コでしたのそしてあなたは松コに化けて、ずっと機関室にいらしたのさすがの女族も毒気を抜かれて、毒の毛気,気配。 と書いて毒気だったり毒気だっったたりり気気しますね毒気を抜かれてまるで貴婦人のようにおしとやかな口を口を聞いたそれ本当でしょうかでも猿靴をはめられていた松ツコがどうしてあんなに物を言ったのでしょうあの時私たちはクッションを隔てて椅子の外と中とでいろいろ話し合ったじゃありませんか 話をしたのは僕でしたよ。まあ、それじゃあ。あの船室には大きな衣装と棚が置いてありますね。僕はあの中に隠れて物を言っていたのだ。それが君には椅子の中からのように聞こえたのですよ。現に椅子の中でもごもごしているやつがあるんだから君が勘違いしたのも無理はないのです。すると、すると、 早苗さんをどっかへ隠したのもあの大阪の新聞を椅子の上へ乗せておいたのもあんたの仕業だったのねその通りですまあ5年の言ったことだわね新聞の偽造までしてあたしをいじめようとなすったの偽造バカなことを言いたまえあんな新聞が急に偽造なんかできるものかあの記事もあの写真も正真正銘の事実ですよ <laughs> いくらなんでも早苗さんが2人になるなんてそんなバカバカしい2人になったんじゃないここへ誘拐されてきた早苗さんは偽物なんだよ早苗さんの替え玉を探すのに僕はどれほど骨を折ったろう無論無事に助け出す自信はあっただが親友の一粒種をそんな危険にさらす気にはなれなかったのでね 君がさなえさんと信じきっていたあの娘はね、桜山陽子という親も身寄りもない孤児なんだよ。しかも少々不良性を帯びたモダンガールなんだよ。不良娘なればこそ、この大芝居をまんまとしこなすことができたし、あれほどの目にあっても頑張り通す気持った間があったのさ。陽子はあんなに泣いたりわめいたりしながらも僕を信じきっていた。 僕が必ず救い出しに来るということを確信していたのだよ。<laughs> 読者諸君はこの物語の初めの「回老人の一生」を記憶されるであろう。名探偵明智小五郎の欺慢作業は実にあの時に行われたのであった。回老人はつまり明智の変装姿に他ならなかった。そして、 あの夜から、本当のさなえさんは、明智だけが知っている別の場所にかくまわれ、それと入れ違いに、さなえさんになりすました桜山陽子が岩瀬家に入り込んだのであった。そのあくる日から、さなえさんは一間に閉じこもったきり、歌人に顔を見られることさえ嫌がるそぶりを示した。岩瀬氏夫妻は、さなえさんは、打ち続く黒トカゲの迫害に、 一種の器物症になったものと決めてしまって、彼女が偽物だなどとは疑いさえもしなかった。陽子の名優ぶりは、この時からしてすでに抜群であったのだ。名探偵の意外に次ぐに、意外に次ぐに意外をもってする物語を聞くに従って、国威夫人はもう心底からこの大敵の前に兜を脱いだ。 明智小五郎という一個不可思議の大人物を心から崇拝したいほどの気持ちになっていた。だが、彼女の部下の無知妄媒な荒くれ男どもは決して彼を崇拝しなかった。それどころか、狩猟にまんまと一杯食わした不届き者として、かつは彼らの同僚松子を海底の木図とした旧敵として、まあ自分らでやったんですけどね。 限りなき憎悪と憤激等を感じた。彼らは、この長話をじりじりしながら聞いていたが、問答が一段落したと見るや、もう我慢ができなかった。最後まで聞いてくれるのが優しい。面倒だやっつけてしまえ一人の叫び声が導火線となって、総勢4人の大男が、孤立無縁の名探偵めがけて飛びかかっていった。 女族の遺望をもってしても、この勢いを阻むことはできなかった。後ろから喉を閉めるもの、両手をねじ上げるもの、足を取って引き倒そうとするもの。いっかな明智小五郎とて、この死に物狂いの大敵には、全く力を振るうすべがなかった。危ない、危ない。せっかくここまでこぎつけて、最後の土壇場で形勢逆転するようなことになるのではあるまいか。 一代の名探偵もついにこの荒くれ男どものために命を失うような羽目になるのではあるまいか。あおりますね。だが、実に奇妙なことには、この劇場のさなかに人も投げなる朗らかな恐章が響き渡ったのである。その恐章のこ交渉だったかな。いつもあの 読むの迷読んですけど、口に友に笑うと書いて、えー、多分ん恐章だった気がする。しかもその強章の主は、四人の男に組み敷かれた明智小五郎、その人ではなかったか。これはまあ、なんとしたことだ。<laughs> 君たち目がないのか。よく見るがいい。ほら、このガラスの中をとくと見るがいい。ガラスというのは、 例の剥製人形陳列場のショーウィンドウのようなガラス張りのことに違いない人々は思わずその方に目をやった彼らはうかつにもそのガラス張りの中にどんなことが起こっているか少しも気づかなかったのだ劇場のせいもあるそれに格闘の行われた場所からは陳列所が斜め向こうになっていたために目の届かなかったせいもある 見ると、そのガラス張りの中には、またしても驚くべき異変が起こっていた。人形どもが、今度は揃いも揃って、男の背広服を着せられていたではないか。白姓の男女が、元のままの姿勢で、シカツらしい背広服を着て、すまし帰っているのだ。無論、明智の仕業に違いないのだが、一度ならず二度までも、 なんというつまらないいたずらをしたものであろう。だが待てよ。明智ともあろう者がそんな無意味ないたずらをするはずはない。この奇妙な衣装の着せ替えにもまた何か途方もない意味があったのではあるまいか。最も早くそれに気づいたのはさすがに国衣夫人であった。はっ、いけない。 学前として逃げ腰になる隙もなく、人形どもがむくむくと起き上がった。衣装だけが変わっていたのではない。中身までも全く別物と置き換えられていたのだ。そこには、剥製人形ではなく、生きた人間がさも人形らしいポーズをとって、時期の来るのを待ち構えていたのだ。気の長い話見よ 背広の男どもの手には例外なくピストルが握られ、その筒口が盗賊どもに向けられているではないか。たちまちガチャンと物の壊れる音。ショーウィンドウのガラスにぽっかりと大きな穴が開いた。その穴から背広の男どもが素早く飛び出してくる。ご用だ黒トカゲ、神妙にしろ恐ろしく大時代なったの声が鳴り響いた。 現代の警察官にもこの有効な掛け声は案外しばしば使用されているのだ。ご用だ、ね、言うまでもなく背広の人たちは明智の手引きで地底に侵入した警視庁の腕利き刑事の一団であった。最前明智は入り口の張り板をしていた北村だけがなぜ縛られたのかその意味が分かるかと尋ねたがそれは案に。 警察官ののの来園をほのめかしたたであった入り口を開かせる合図の信号は明智から電話で警視庁に知らせてあったその信号によって刑事たちは難なく地底に入ることができたのだそして入り口を入ると同時にそこの見張り板の北村を適当に処理したまでのことであった内部から明智が手伝ったことは言うまでもない さっき、しばらくんちゃんが行方不明になっていた間の出来事だ。では、彼らはなぜ、すぐさま黒トカゲ逮捕に向かわなかったのか。それは、この取り物を十分効果的にするための明智の差し金であった。刑事として洒落を返せぬ牧年人ばかりではないのである。刑事とて洒落を返せぬ牧年人ばかりではないのである。 言うまでもなく別の一体は、水上署と協力して、会場の俗戦に向かっていた。もう今頃は、黒トカゲの部下たちは、奇も諸とも一人残らず召し取られていることに違いない。地底の族とも、たちまちにして、刑事たちのピストルの前に昇復した。さしもに同貌な荒くれ男どもも、この悪夢のような不意打ちには、まさしく、どう手向かいする隙もなく、 ことごと,とく縄をかけられてしまった。またうん難しいな。真の裸体マラタイ神羅胎。真っ裸体。う <laughs> ん、正解がわからない。神羅体のじゅんちゃんも例外ではなかった。だが、狩猟の黒トカゲだけはさすがに敏捷であった。 真っ先に背広人形の意味を悟った彼女は、逃げ足も早く、一人の刑事に掴まれた腕を振り切って、貴重のように廊下の奥の彼女の私質へ逃げ込んで、中から鍵をかけてしまった。うごめく黒トカゲ。国威夫人は、地底王国の女王の誇りをもって、縄目の端にこらえかねたのであろう。 いずれ逃れぬ運命とはいえ、せめて最後を潔く、密室に閉じこもって、我と我が命を絶とうとしたのに違いない。それと気づいた明智小五郎は、騒がしい取り物の場を後にして、単身彼女の資質に駆けつけた。おい、開けたまえ、僕は明智だ。一言言いたいことがある。ぜひここを開けてくれたまえ。忙しく叫ぶと、中から力ない声が答えた。 明智さんあなたお一人だけならばうん僕一人だよ早く開けてくれたまえ鍵を回す音がしたドアが開いたあ,あ遅かった君は毒を飲んだのか踏み込みざま明智が叫んだ国威夫人はやっとドアを開けたまま その場に打ち倒れていたのである。明智は床にひざまずいて、その膝の上に女族の上半身を抱え乗せ、せめては断末魔の苦悩を和らげてやろうと試みた。今更何を言っても仕方がない。安らかに眠りたまえ。君のためには僕は命がけの目にも合わされた。しかし僕の職業にとっては、 それが貴重な体験にもなったのだよ。もう君を憎んでやしない。かわいそうにさえ思っている。ああ、そうそう。君に一言断っておかねばならぬことがあった。君があれほど苦心をして手に入れた品だけれど、岩瀬さんのエジプトの星は確かに僕が預かって帰るよ。無論、本来の持ち主にお返しするためにだ。明智は、 ポケットから大宝玉を取り出して、女族の前目の前にかざして見せた。黒トカゲは、強いて微笑を浮かべ、二、三度うなずいて見せた。さなえさんは彼女は、塩らしく尋ねるのだ。さなえさんああ、桜山陽子のことだね。安心したまえ。 香川君と一緒にもうこの穴倉を出て警察の保護を受けている。あの娘にも苦労をかけた。今度大阪へ帰ったら岩瀬さんから十分謝礼をしてもらうつもりだよ。あたし、あなたに負けましたわ。何もかも。戦いに敗れただけではない。もっと別の意味でも負けたのだということを 言外に含ませて言うと、彼女はすすり泣き始めた。もう上ずった両目から涙が止めどもなく溢れ落ちた。私あなたの腕に抱かれていますのね。嬉しいわ。私こんな幸せな死に方ができようとは想像もしていませんでしたわ。 明智はその意味を悟らないではなかった。一種不可思議な感情を味わわないではなかった。しかし、それは口に出して答えるすべのない感情であった。断末魔の女族の告白は謎のごとく異様であった。彼女はこの急敵を彼女自身も気づかずして愛し続けていたのであろうか。 それゆえにこそ闇の養生に明智を葬ったときあのように激しい感情に襲われあのように涙をこぼしたのであろうか明智さんもうお別れですお別れにたった一つのお願いを聞いてくださいません。唇を あなたの唇を国威夫人の獅子はもうけいれんをはじめていた。これが最後だ。女族とはいえ、このかれんな最後の願いを退ける気にはなれなかった。明智は無言のまま、黒トカゲのもう冷たくなった額にそっと唇をつけた。 彼を殺そうとした殺人鬼の額に今はの口づけをした。女族の顔に心からの微笑が浮かんだ。そしてその微笑が消えやらぬまま、彼女はもう動かなくなっていた。そこへ取り物を済ませた刑事たちがどやどやと入ってきたが、一目この不思議な情景を見ると、 入口に立ちすくんでしまった鬼と言われる刑事たちにも感情はあった彼らは何かしら厳粛なものに打たれてしばらく物言う力さえ失ったのである一世を侵犯せしめた機体の女族クロトカゲはかくして息絶えたのであった 名探偵明智小五郎の膝を枕に、さも嬉し,嬉しげな微笑を浮かべながら、この世を去ったのであった。ふと見ると、最前刑事の手を振り払って逃げたとき、黒衣の袖が破れたのであろう。美しい二の腕があらわになって、そこに彼女のあだ名の由来を成した、あの黒トカゲの入れ墨が、これのみは、 今もなお、聖あるもののごとく、主人との別離を悲しむがように、かすかに、かすかに、うごめいているかに感じられたのである。おしまい。自作解説。一。桃源社版江戸川乱歩全集の後書きより。日の出、 昭和9年1月号より12月号まで連載したもの。文中のトカゲは漢字のトカゲはトカゲ、カタカナで改めたが、表題はいろいろな意味で漢字のままにしておく。この小説については最近に書いた短文を後に載せるのですぐにこの作の劇化について記す。三島由紀夫君は子供の頃、この小説を愛読されたよしで、 その記憶から、これをこれを基づいた劇を書く気になり、最初は今から4、5年前、えー、小牧正秀舞踊団のために、読み方違ってたらごめんなさい、のために劇にするからという話があり、えー、私は承諾しておいたのだが、それは舞踊団の都合で中止となったので、三島君はその約束を果たしたいという気持ちもあったらしく、 今度は演劇プロデューサーとして名声を馳せている吉田文子さんのために黒トカゲ劇を書き下ろされた。江戸川乱歩原作による三島由紀夫作という肩書きである。その脚本は私も一読したが、後に婦人画法昭和,、えー、昭和36年12月号に掲載された。なるほど。 こうすれば奇抜な面白い劇になるなぁ、と感じられるようなものであった。私は吉田女子に頼まれて、宣伝ビラに印刷する短文を書いたので、それを次に載せておく。この小説そのものと、今度の劇とについて、私の寸間が記されているからである。黒トカゲは、戦前の私の多くの通俗連載長編の一つで、 私の小説では唯一の女族者である。美しい女族と明智小五郎との恐ろしくトリッキーでアクロバティックな冒険物語だが、この二人、追う者と追われる者の仇同士が愛情を感じ合う。三島幸夫君は、この女族と探偵との恋愛に重点を置いて脚色されたようである。筋はほとんど原作のままに運びながら、 会話は三島式稽古の連続で、子供らしい私の小説を一変してパロディというかバーレスクというか異様な風味を作り出している。主演者も水谷、芥川漁氏の初顔合わせということで非常に風変わりな面白い劇になるだろうと私も上演の日を待ちかねている。演出は松浦武雄、装置は伊藤 おー、読めない。伊藤喜作かな。作太郎の作だな。俳優は水谷八重子、女族、芥川博士、明智小五郎、芥川博士だったんだ。龍之介先生の息子さんですね。えー、民谷二郎、大空真由美、香原夏子の書誌劇場は三景ホール。昭和三十七年三月三日から二十五日まで上演。 おちょうど今の期間じゃないですかこの文章を書いている1月初めから前売りが始まっている吉田文子さんはいくも私のうちへ来てくださったがこの劇の映画化の申し込みが数社からあり結局大英に決めたいという話があり無論私には意義はなかったこの映画は劇の上演と同じ3月の中旬風切りの予定らしい 監督は井上梅治私の死の十字路を作った人主演俳優は京町子女族大木実明智小五郎、えー、久しぶりの京町子である劇の方の水谷と芥川は全くの初顔合わせだしこういう珍しい企画ができるのもフリ,フリープロデューサー吉田女子の腕前であろう昭和37年2月 人の名前を読み間違えてたら大変申し訳ありません。2、チェスタトンと三島由紀夫。私は推理小説では、ポーとチェスタトンの作品が一番好きなのだが、両者ともトリック使いの名人である。ことにチェスタトンは、ブラウン神父、その他の多くの短編で、あらゆるトリックを縦横に使いこなしている。 チェスタトンの短編の筋の骨組みだけを抜き出してみると恐ろしく記述的でアクロバチックだ例えば被害者の胴体と首とを切り離してその首をまた他の死人の首と取り替えておくというような話を書いているなんだそれは彼はその非現実の骨組みにパラドックスという見事な衣装を着せてその作品を哲学的推理小説にまで高めているのだ 昔のえ、私の昔の長編小説は、パラドックスの衣装はとても織り出せないので、チェスタトンのトリッキーでアクロバチックな筋だけを織ったようなものが多い。黒トカゲもその一つである。したがってそこには裸のままの後頭無形が露出しているのだが、三島幸夫さんは、その私の筋の骨組みに新しく織り出した立派な衣装を着せてくれた。 チェスタトンのそれとは違うけれども、やはりパラドックスとアイロニーに富む三島織の美しい稽ク衣装である。劇は目で見るものだから、非現実の筋の骨組みがこのセリフの衣装によってどれだけ美化変貌するものだか、私には想像もできないのだが、前例もないこの大胆な企てがどのような効果を見せるであろうかと、 私としても深い期待を寄せている。吉田文子プロデュース、黒トカゲパンフレット、昭和37年3月。ここで、朗読ノートサポーターズの皆様のご紹介です。このチャンネルは、青シャチ様、悦子77歳様、ガチャマルコ様、くるくり様、四季様、ジュジュ様、 シンシン様、ヤスポン様、ヨウ様、その他4名様の提供でお送りしております。朗読ノートサポーターズについては動画概要欄のクラウドファンディングのご案内からご確認いただけます。今回もご視聴ありがとうございました。